はい、こんにちは、大竹誠です。今日は8月の24日、月曜日。今日のパートナーはこんにちは、阿佐ヶ谷姉妹、姉のエリコです。妹のみほです。はい、私の横には大竹で明きです。よろしくお願いします。お願いします。ま,すま、ほんの少しだけど、ちょっと涼しく感じたか、うん、ちょっと気配が。ちょっと気、ね、あと、ねね、ちょっと涼しいですか。あたりね。はい。なんかこう、言われると。ちょっとね。 ちょっと言われると,もと虫も鳴き始めたし、うん、あそうですねまあほんのちょっとなんかな、うん、ちょっともうね、うんはい、玄関開けてこう一回家の中入りたくなるようなあれじゃないね。そうです俺一回あってあんまり暑いって一回戻ったことあるからな、うん、もう。<laughs> 駐車場めちゃくちゃ暑くて車はまた暑そうです日中はねやっぱり先週なんかまだまだ暑かったですけどか朝晩はちょっと涼しかったよねはい涼しくなってまいりました皆様にはここでね太田さんせっかく朝がヶ谷芝居なんだからねたまにはちょっといい声を聞かせていただいいですねなんかちょっと思って。 先週今週はなんか歌ってくれって言ってたけど何の歌にしましたか？あ、そうしましたらあのザピーナッツの恋の風がを歌わせていただきたいと思います。ねえ恋の風が。はい。これも結構歌になるという歌なんですか？あ、そうですね。ライブで歌わせてもらったりしてい歌がありましたので、はい。あって言ってプレッシャープレッシャーハードル上げちゃうね。

「追いかけて追いかけてすがりつきたいのあの人が消えてゆく雨の曲がり角幸せも思い出も水に流したの」 雨の音頬濡らす涙はじめからじめかすまれない約束のあなたと私つかの間の戯れとみんな諦めて 泣きながら外したの真珠の指輪をパヤ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 ありがとうございました最初途中でパヤって一回どこに行ったらちょっとね早速パヤ好きなもんだよね いつも歌い慣れてる歌って。そうですよね。歌い慣れてるって言ったんですけど、ちょっとイントロがね。イントロがちょっとね。うん。さんどうしたのそのパヤ。パヤがあの後にあるんで、前にもあるかなと思って。違いましたね、前になかったね。なかったんですね、ちょっとね。はい。聞いてみたら、でも結構悲しい歌だったね。そうですね。失恋というかね。でもなんだかすごくやっぱり、悲しい歌なのにすごくパンチがあるんですよね。そういのよね。 これ流行ったな俺たち大竹さんも流行ってま私ザピーナッ世代ですからね素敵なのよねピーナッさんがまたね歌ってる時はどっちが双子のあるか全然見分けつかないとね自分も双子のくせにね双子同士で双子でした全然もう比べられなかったねはいはいそんなんでね暑さはどっか少し軽くなりましたかねお見舞い申し上げますね

残塩に変えましてそれを持ってきてあとは野菜のお味噌汁で大根なすチンゲンサイにかしら4つかな4つのお味噌汁を今日は持ってきましたもうどのくらい玄米何玄米食 ?3 か月ぐらいもう玄米を食べてるよね前からねそうなんですよでスッキリして すっきりはしたんですけど、うん、ちょっともう3か月経ってきてちょっとなんか油断というかちょっと玄米にもちょっと飽きてきたみたいなのもあって、うんうん、ちょっとあの先週はお菓子をね結構食べちゃったりして<ら>、うん、ちょっと聞かれるとまずいかしらねちょっと <laughs> 聞かれるとまずいですよね, <laughs> ね誰,に誰に聞かれるとまずい、ね、<laughs> 何食ったの何をどうぞそうですねあのちょうちにあのちょ3か月前に、ね、あの食べないようにと思って、うん、冷蔵庫の奥にしまっといたあのミルクチョコレート <laughs> 食べないようにちょっと奥の方にちょっと封印してたのがあって開けちゃったの普通食べなかったらしまわなくてどっかねもう食べないやいやそれがまたね美穂さんはおいつから好きだからやっぱりねいつかいつか食べようと思って頭の片隅あったんでしょ冷蔵庫の奥に封印してたのそういつか食べようと思ってでもお前朝ここに来てケーキ食えたって食わないだろ朝っぱらからでも今仕事場だといいかみたいになって。 ちょっとね食いたくなるの夜だろ夜が食べてやっぱりお菓子がおいしくなるのは夜ですよねいや知らないけど俺は知らないけど朝のお菓子よりは断然夜のおやつの方がおいしいですよね朝お菓子空気そんなないですね早速食べようと思わないですねそうそうそれと何食べたそれとですねあのクッキーねクッキークッキーがちょっとあのもらったんで一箱あの ちょっとバターがいっぱい入ったあのランクド社クッキーみたいなでちょっとクリームが挟まってるようなソース入ってるのあれあれが多分二十枚ぐらい箱に入っててそれあの夜中に一気に食べました一気にミオさん一人っ子なんで一気に食べたがりで分けるとかしないんですよねえ二十枚入ってるうちの何枚食べたんです全部全部食べたえ 寝ぼけて食ったとかするんじゃなくてちゃんと起きて自分の意で、ね、しっかりこ,う食べてまあここまでやあのすっきり痩せたし <laughs> 洋服も入るようになったからちょっと結果が、ね、まあちょっといいねあ,あるからもう,いいもうよいないんですけどねなんか止まらなくなっちゃって。うん クッキーも食べた昨日は水ようかんも2つ食べたり普通さ水羊羹かん買ったらさ私はさ2個買ってきたら1個美穂さんに分けようなんて思うんだけどそういうのなかったのなかったそれは2つ食べちゃったちょっとちょっと考えたお姉さんにね1個あげたらねちょうどいいかななんて思ったんだけど食べちゃったねやっぱり。 なんかそよくよくなんで食べてしまう自分ではどうすることもできないから。買った時はお姉さんにと思って食べてくれたんですね。で買ったんだけど、美味しかったのやっぱり。美味しかった。いいところのだから、ほら朝ヶ谷のほらね。二度のバカやったね。えそれ全部一日じゃないですよね。クッキーとそうですね。それは違いますけど、クッキーのクッキーの日、チョコレートの日、よ水溶かの日。水溶かはどっか被ってるだろう。 水羊羹あ、ぶってますかね。それミホさんしか知らないの。自分一人で食べた。あとカレーの日ね。カレーの日。何カレーの日インドカレーとあのインドカレーとあのチーズナンを一緒に食べた日ね。ああ。チーズナンがまた美味しくて。まあカロリーがすごいわねきっとね。そうなんですなんか。まあ普段抑制してたりするとね。でで ぐんってくるからね。なんかこう、抑えてるとね。そうですね。<ー>大竹さんなんて、あんまりお、うん、お、甘い、まあ、甘いもの嫌い、うん、お嫌いじゃないっていうのは知ってますけど。何か食べたりとか。うん あの、あんまり言いたくないんだよね。あんまり。じゃ、何かあんまり。みんな言いたくないことばっかり。言いたくないんだけど、近頃なんか、俺甘いもす、食ってたら。女房も甘いも好きになっちゃって。女房が、なんか、俺はもう、極力抑えて。はい、そうですよね。買うんだけど。女房が帰ると買ってあんのね。あるとね、やっぱり。あるとだめなのよ。あんなにあれば、もう覚えちゃうから。

一個でいいと思って買ってるのよ10個入ってるとしてはい、これで十日とは思ってるんだけど、うん、大体三日ぐらいだねあでも三日一気審査はないんですね 三個ずつみたいな勢い。お前ねちょっと勝ってるわけ、ね、<laughs> まだまだひよっこだなみたいない。すごい三個はすごいです。三個はすごいってどっちのすごいなのか？すご三個で止まるっていうのはすごいです。逆にごめんなさい。<laughs> でもあの,あ,の、ね、あの揚げてある上にあのこのお砂糖がかかってるっていうのがねまたいいですよね。いいですね <laughs> 油。油油小麦粉砂糖。ま、ね、あバター。 いや、そ最高でだから。危険なものばかり入ってね。前もうね、玄満食の食いすぎなんじゃないの、お前。たまにはね、たまにはいいですよね。この間、あるメーカーの、なんか、オールレーズンっていうの、あるメーカーでてが。オールレーズンっていう、なんか、あの、クッキーの間にレーズンばっかし。 クちょっとしっとりしたなんかこうね平たくしたみたいなやつはいじゃあそれだけならいいんだけど女房がねオールレーズン買ってきたわよってオールレーズン買ってきたんだけどね横見たらねオールパイナップルがあったのえ私知らない だからオールパイナップルも買ってきたのな。<laughs> ああ二つ <laughs> 美味しそうだもんねそっのオールレーズン一つ食べてみたらね。はい、うん。オールパイナップルも食べてみたくなる。それ、うんはい、食べたい。それ横に並んでたらちょっと食べ,比べてみたくなる。な並べて置くなっていう。<笑><笑>いやいやいやそれは野さですもんね。ねちょっとね違うものも食べてみたらどうかしらって。 でも不思議に美穂で一緒で食いたくなるの夜なのね別に朝別に見たって朝って食べたくないこんなものなんで食べたんかってったんだろうなんなの牛年の特性なのかなんか。牛年同士だからですか大竹さんっお前は夜食わないの私はどっちかというと朝方なんですよ 朝方んか夜はあんまりあんまり食べないというかご飯を結構いっぱい食べたい方なんです私だからお前もんかちょっとスッキリしてるよなやっぱり見つかっちゃった見つかっちゃったあら見つかゃあら見 やっぱり玄米食で成功したみたいになってるから私もちょっとじゃあそんなに美穂さんがね成果出してんだったら私も食べてみようかしらってバランスを取ってちょっと玄米に切り替えてみたんですあそうしたらすっきりしてしでもあんまりすっきりしてるって美穂さんの方がすっきりしたすっきりしたってニュースにも取り上げて頂いてたから私あんまりバレることなかったんですけどやっぱり女を見てますね大竹さんは素晴らしいわてねすぐにもう違いに分かってねでもあの エイクさん、あんまりやするとね、あの首の後にちょっとちょっとそこそこ一番そうなんですよ。二度見の毛さんちょっとあの気をつけないとそうなんですよ。すんなりしてこないっていうかなんか縦じわねよ縦じわがすごくややかましいですよ。お竹さんそう確かにちょっとね縞が目立つんでやめてほしいわ。それ本当にもそうなの本当にそうなんですよ。お前ももうタートルネックばっか着るかお前も。 ちょっと首隠して。よっちゃんと一緒にね、よしこさん、頑張れね、よしこさんと一緒に。タートルネックプレゼントしていただこうかしら、本当に。美穂は、それはそんなに目立たないんだよ。私は、そう、皺じゃなくて、イボがあるだけなんで、あの首に。は老人性のイボがある。ので、それを。老人性。老人性のイボって、どこにある。なんか、こちっちゃい、こう、こういうのが。見えない。外してみた。はい。見えない、別に。 こうやってチョーカーとかして摩擦でちょっとずつ小さいのが皮膚が劣化するのね老人性のイボですって言われて一回皮膚科で取ってもらったんですけどまたどんどん増えてきてまた取りに行くかおかずクラブさんに勧めていただいた皮膚科だったんじゃないかとそこ行ってまあでもねあんまり俺なんか目も悪いせいかあんまり目立たないなんでそんな目の悪い人が私の首のシワだけ見つかっちゃうんですなんで見つけちゃうのかしらそんな美穂さんって私 そんなに距離大竹さんから変わらないでしょ。あ、こんなこと言いたくないけど、お前のシワは深い。いやちょっと、深いの名言なんです。私のシワは深いって。やっぱり。言いたいわけじゃないけど。言いたいわけじゃないんだったら言わないでもらっていいですか。なんで言っちゃうのかしら。お前いや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 だって、だから何かこうかクリームとか何か塗ったらいいのかしら。塗ってんのよ今。塗りたくってんの。塗りたくってんのよ私。だって気にしてんの。写真見て顎のラインだけじゃなく。 首の縦線も結構深くなってきたなって思ってるから首に来たな首に来たなと思いましたよちょっとだからやっぱりバランスよくしなきゃね写真撮りれてたぞちょっとやめて首の写真を撮りに来た私も首の写真を撮りに来たらちょっとね聴観も外しますけど本当に ああ今取ってます取ってますおうまく取れましさんの首のシワを取りました。みほさんはね首のシワもみほさん本当に首のシワがないんですよ。ないですか？ないね。みほさんねだから私も必死でチョで隠しちゃって大変ですよ本当によくもういろんなとこまあねまあ生きるの大変生きるの大変で私ど老化がねどうかもして首がすっきりしてちょっと長ちょっと長いからその分そうね。ちょっと目立最初にそう言っていただければいいんですけどお前のシワ 深いって言われちゃうんだよ。俺言いたくて言ったわけじゃないから。言っちゃったんだったらなおさらたちが悪いんですよ。言葉が。いや、聞くからお前が。聞いたから出ちゃってさ。ごめんね。ごめんね。急に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 。ちょっと話は違うんですけど。私昨日ね。あの前衛。オープンっていうのね。見ましてね。もうシーチャンネルからね。まあ、テレビでやったの CS チャンネルでず。っと とやってたのね。それでね、このポフポフポトフじゃねえな。ポじゃ、ポフポフポポポポフポポフポポフ。ここが二つ。ポポフポポフさんがこの人がね優勝したのよ。太田さん。はえ、女子ゴルフの今シーズンメジャー第一戦 AIG 全英女子オープン最終日昨日イギリスのロイヤルトルーンゴルフクラブで決勝ラウンドが行われましてなんと 世界ランキング304位の27歳ドイツのソフィア・ポポフが通算ンアンダーで初優勝を飾りまして優勝賞金およそ7130万円を獲得したということです。で、これ日本では渋野日向子がその連覇をするんじゃないかということで話題に上っておりましたが残念ながら予選落ちしてしまったんですけれども、はい、あのシンデレラスマイルなんていう言い方をしましたが、はい、その渋野日向子はえっと 優勝する前、去年優勝する前は、世界ランキング44位からの優勝で、シンデレラスマイルと言われていたんですよ。なんとポポフは304位からの優勝ということで、渋野日向子以上のシンデレラがあると言ってもいいのかもしれません。あの、3週間前のアメリカのツアー再開初戦のドライブオン選手権では、親友のキャディを務めたということで、まあ出られなかったっていうような状況ですよね。はい。 いーはい、えっ、ー、とねこれね優勝,して優勝したのはこの人なんだけどねこの人は304位でランキング,ンング、はい、304位で柊、ね、のは優勝やった時はランキング44位だったのね、はい、でこの人は304位でその前この間の週はあの友達のキャディをこの女性はやってて、はいはい、27歳。 27歳で一緒に回ってる人がボーイフレンドで彼は25歳で大学を出たての人で今度キャディーを務めてまあちょっとゴルフはやってるらしいんだけど名もない人なのね。それで 彼氏とこのポポフこの関係をあの実況していたアナウンサーがものすごいねいい関係だというわけよ。それはこの,あの一緒に回って男性のボーイフレンドがね決して出しゃばらない。ももうまあのバーディーとっても も,ものすごい大騒ぎするわけじゃないでボギーを出しても、うん、まあ悠然として<ー>でパターを打つ時なんか、はい、いつも大体同じ場所にすんなりこう立ってて、はい、ですごいこうあのなんていうの、はい 出しゃばるわけでもなく、えー、キャディーの務めを寄り添って全うするってことを、はい、岡本綾子さんがゲストなんだけど<お>そのアナウンサーがずっと褒めてるわけ。えー、<laughs> 絶賛してるわけ。はい、で聞いてて思ったんだけど、うん、多分このアナウンサーの方も、はい、とても気配りができてんそのなんていうの前に出すぎない立場みたいなのが、はい こうそのアナウンサーには自分の投影みたいに思えたいんだろう,、ね、うなどずっとずっと言ってるわけよ。<laughs> やっぱり <laughs>、うん、分かる人に分かるみたいなそういうところをちゃんとやっぱりね気づいて指摘されて。優勝した時もね、はい、あのそこまで見てたんだけど、はい、まあちょっと軽く抱き合,抱き合ってまあ。 ポポフはもう大泣きしてるわけだけども軽く背中さすったりする感じでねまたちょうどいいのにねこのねえっと2位になった人かな2位になった人にね2位になってミンジー・リーっていうのとそれからあれなのねスワハムナプトラじゃなんだスワナプラってこうタイの。 人がいるわけこの人があの渡辺恵里子さんみたいな渡辺恵子さん女優の女優の渡辺恵里子さんみたいな感じのいかにもおせっかい焼きのまあ実際におせっかい焼いたわけじゃないよ、はい、おせっかい焼きの感じの、うんはい、なんかこうあのちょっとナイスショットした時とかちょっとあのダメな時とかを ちょっとだけ態度に表す人なので、腐ったり。表情が、感情が素直な。そうそう。体型も渡辺恵里さん。渡辺恵さん。今、渡辺恵里って言うなら。そうなんです渡辺恵里さん。てるわけよ。で、この人が、こう、すごい勢いで追いかけてくるわけもうどっからでもバーディー取るのよ。5メートル離れてようとは何でしょうと。 どんどんバーディートで、はい、バンカーに入れて出して遠くに行ってもまたそこでパー取っちゃうあじゃあどんどん追いついてくる、うん、だからそれが<ー>だけどそれに負けずポポフも取ってるわけね。はいうん、だから最終的にはあの三つ3つの差ぐらいで。はい 終わったんだろうけども、三つ差ぐらいだったんだろう。二打差ですね。最終的に二打差。最後ボギー叩いたからね。三打差あったのが二打差になった。二打差になった。じゃあもう、本当に接戦。すごいもう、ほら、この、あれだもんだって俺、スワナプラってハムナプトラに似てる似てる俺もこの人がもうテレビ出てきたら、もうなんか、 ジョーンズの音楽が、俺、の頭の中流れるぐらい。ハムナプトラがもう、インプット。されちゃってるじゃあ、じゃんみたいな。<laughs> 上手なジョーンズが、迫ってくる。迫ってくるみたいな。ね、すごい心配したんだけど。<laughs> なんとか逃げ切って。<laughs> まあ、うんまあ、岡本綾子さんの解説も良くてね、はい、このアナウンサーも、なんかとっても。いい感じの、男の人でね。 いいコンビだなと思って日本人はちょっと残念だったけどね上田桃子が最高で6位に入った位に入った自己最高成績上田桃子もね34歳でもうこれちょっと快挙だと俺は思ってんのねこの人なんか結構気短なところがあってね結構短い5 0ンチか6 0ンチぐらいのパッと失敗して何回もくじをなめたりしてるのこの人ね。 今回はそんなことなくて本当にボギーほとんどなしぐらいの感じだったね。はい。まあまあそんな感じで。ちょっとポトが食べたくなる。ポトポトね。お前らどういう関心してるの？俺の話が通じてないのね。ちょっと秋も近くなってね。はい太田さん。はい。えっと今日はまあ。 各紙取り上げておりますけど、朝日新聞の記事、ご紹介します。えー、安倍総理の連続在職日数が佐藤栄作元総理を抜きまして、歴代最長となりました、およそ7年8ヶ月もの異例の長期政権を担ってきた総理ですが、最近は体調不安説もささやかれているという状況ではあります。でこの朝日新聞では安倍政政権が掲げた主な看板政策と、はい いうことでえ、掲げてありますので、あ、そういえばこんなものもあったなあ、あるな、と思い出していただければと思うんですけれども、はい、え2012年え、政権に復帰したときは、花々しくアベノミクス3本の矢を打ち出しました。はい、異次元の金融緩和、機動的な財政運営、そして成長戦略。はい、翌13年は待機児童ゼロ。はい、14年は女性活躍、地方創生。 15年はアベノミクス新3本の矢。これは GDP600 兆円。<laughs> 希望出生率1.8。はい、介護離職ゼロこの3つを新たな矢として打ち出しています。そして1億総活躍社会も15年。 2016年は働き方改革。2017年は人づくり革命。全世代型社会保障。そして2018年は戦後日本外交の総決算。こういった看板政策を次から次へと打ち出しつつ、長期政権を担っていたということですね。はいはい。いろんなね、もう思い返してみれば。う アベノミクス3本の矢からねもうあれだね女性活躍地方創生待機児童ゼロ働き方改革億総活躍社会一億総活躍社会ただこれ全部最後まで成し遂げたかっていうとねそうですねものによってはっていうか道半ばという言われ方がするものが多いですねうん。 あのみくりやさんだっけははい、はい東大名誉教授の政治学者の方ですね,ね、えー。北方領土や拉致の問題も現状維持次から次へと政策に手をつけてやってる感を演出するのが内政上の技でそれなりの成果がなかったわけではないと、うん、まあまあでもこのやってる感は まあ常にあって、まあ、世間の評判では安倍さんに代わる誰がいますかっていう時に、はいうん、安倍さんに代わる人がいない,ない,い,ないといる大きな理由の一つですね,、うんうんはい、ねただあのリ厨さんが続けておっしゃってるのは、はい、まあ今までの総理大臣は次の後継者をね えー、みんな考えてて、はいえー、佐藤政権では三角大福中、はいね、中曽根さんの時は安、うん、竹これ安竹なん安竹竹宮ってね、はいはい、小泉さんは麻生さんにだったね4人の人が呼ばれてたけどまあ安倍さんは後継者にしようと本気で思っているとは思えないっていうふうにビクリアさんは え分析してます,してます、ねまあこの後の政権まあ長年続いてね、まあ、お体の方もちょっとこれは心配ですけどもそれはまあわからない内容がないよくわからないのでまああの元気で続けて元気でお仕事してほしいなって思いますけどもね。うん はいえー、次です、はいえー、こちらも朝日新聞の記事ですけれども、高齢のお客さんへの金融商品の販売でトラブルが後を絶たないと。うんうんはい 人知れず思わぬ損失を抱えたお年寄りの方からは、施設入居の準備金と思っていたのにとか、子に迷惑をかけまいと貯めたお金を失ったとか、後悔の声が上がるケースが多いと、あなたの旦那さんや奥様、実家の親御さんは大丈夫かという記事なんですけれども、複雑で高いリスクの商品を十分わからず買ってしまう、あるいは売りつける、高齢のお客さんの勧誘被害の共通点なんですね。 まとまったお金が銀行口座に入った直後に金融機関が密室の自宅を訪問します。熱心な勧誘に相手を信頼させて甘い言葉に乗ってしまう。実は資産のバランスを考えた運用ではなくて多くの手数料を得られる商品の契約でしかない。その後の相場変動で損を抱えてしまう。そういったケースが相次いでいるということですね。 阿佐ヶ谷姉妹も誰かに何か勧められたりはしてないの私たち、そんな高額なものをため込んでるわけでもないんですけど、ただ、ちょっとね、優勝、コンテストで優勝したりした後に、鬼太郎さんのマネージャーさんにね、金を買い金を買いってすごい言われてね。 金は価値がが下らないから一番いいって言われななんら僕が買いに行きましょうかってお金さえ渡してもらえば買ってきましてきますよって言われたんですけどどうもちょっとちょっとんかまだ分かんないし設楽さんのマネージャーさん自体がちょっと信用できないみたいなころがあるんでまだちょっと手を出していいとしてね独り者だしねいいとして独り者だしそうなんですけどちょっと信用できないところまあだけどそれはね今金一番高いんだよね確かね。 そうなんですか。金めちゃくちゃ高いんです危ない北たさんのマネージャーさん。今、今買う。とグラムで七千いくらとか。そうだよな、七千五百いくらとか、そんなんだよな。あ、あいつの、あいつがおかしいんで。あいつ、あいつ、もうずっと、し運ゃように失敗してる男。失敗してる男なんですか。 人生に失敗してる。人生に失敗してるんですか。コラだって。ちょっとね、だから、でも、ね、もし買ったにしても、こうやうちに置いとけないのね、金をね。金庫。棚にちょっと、のっか、のっけといて、も神棚にね、金をのっけといてもね。られちゃった。りう、怖いでしょう。お待ちのドア、な、あれだしな。そう、ドアがちょっと、あの、腐っちゃって。腐っちゃって、壊れたんですけど、新しいのに、大屋さんが直してくれましたんで。丈夫にはなったんですけどね。そうですね。はい。え、まあ。 内騙されたとかそんな話はない全然でもうちの母がちょっとあのんか電力会社のものですってこううちに電話がかかってきて今からちょっと点検に行くので行きますって言われてであんまりんか間を置かずにその二人組の電力会社みたいな格好した人が二人来てであの 母は一人しかいなかったんですか、うん、うちに。でなんか上のところをまず点検しますって言って 2>,、うん、であの2階にちょっと一人が点検しに行って。じゃ、うん、一緒に来てくださいって言ってね。母も一緒に上に行った時に下にした人がなんかお財布からちょっとお金取って帰ってったっていうのが。

のに変えまして、うん、で知らない電話番号からかかってきたら、うん、あの知らない電話番号ですって,言ってこう、うん、赤く光るような、うん、電話機が、うん、電話機が光るようなのに変えましてあ,あそうなんそれからはあれ大丈夫ですけどあ電話機ねはいまメ、あ、タな電話取らない,方がい,いそうですね本当、ね、そ,そうそうあとねいろんなあのね あの、高齢者にはね、あまあお前らそうでもないかいや、そうです。私たち、そういえば、高齢者の悲しの流れでちょっと高齢者来てたいな。うううに入れられてるんだど、まだ読みづらどう、どう考えてもなんか、そっちでも、でもなんか、近海近海って言われたりして。そういうふうに。ってないですかね、でもさあ、今日は始めましょう。はい、こんにちは、大竹誠です。今日は8月の25日火曜日、今日のパートナーは、こんにちは、春菜愛です。はい、私の横には、大竹秀明です。よろしくお願いします。 はい、ちょっとだけね朝涼しいけどね。いや本当グッと変わりましたね。ちょっとね、まあね、あこのまま三十度ないですからね、ハモアつ。あ二十九点九度ですね。本当だ。約十度ぐらいちょっとね下がりましたよね、暑い時から比べたら。三十九度とかの。まあねここはそうですね。場所によってはね、あってるあってる。あってるあってる。良かった。間違ってません。なんかあのあっという間にこう。 一年って過ぎるって言うじゃないですかなんでか理由知ってますかわかんないなんでわかんないじゃない私ねちょっと前のチコちゃんに叱られるを見てたら大竹さんその回出てたんですよなんでか全然覚えてないじゃないですか覚えてないなんでボーと生きてんじゃねえよなんだよそれアイちゃんに叱られた ときめきが少ないからっていうのをそれテレビでやってたんですよ。やってた思い出しそんなこと言ってたな確かになと思ってそれスタジオで聞いてたんですよでも俺は問いは正確じゃないですよねだん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 こう一年を短く感じるようになってくるのはなぜかっていうことですよねあっという間に過ぎていくじゃないですか一年と年齢とともにそれはやっぱり若い時っていうか子供の時は一個一個にときめくからっていうのをね 一個一個にときめくから一年が長く感じるの長く感じるっていうのをスタジオでやっててその横で立って聞いてらっしゃいましたよ私がはい。ご本人がご本人が本当全。高田純次とかじゃなくてご本人が俺。泉谷茂でもなかったじゃなかったですよだから確かに大人になったらそういうちょっとときめきみたいなのがでも論理的にはねあれだよねなんか 子どもの時の1年はさ例えばね一1年例えば5歳の時の1年はその人の一生のうちの5分の1じゃん5歳の時の1年はで俺は70歳で70歳のうちの1年は俺の人生の70分の1じゃん何だからだから若い時の若い時の方が あの時間が長くてそうなんですけどそういう説もありますよねそういう説あるじゃんそうなんですけどでもちょっとときめきが確かに海見た時に、うん、あ,あ海すごい広いなどこまで続いてるんだろうって子供の時はときめいてたけど、うん、大人になったら、うん、あっ海だで終わるみたいなね、うんうんうん、いや俺も子供もの時から世界地図を見てるからね <laughs> <laughs> 海がどこまでかなんてことは分かってる <laughs> くるっと、ね、くるっっっと回ってるっていう、うんうん、昔の時代じゃないから向こうが崖,崖になってね落ちてるとか、ね、暑いからなんで暑いんだろうって考えたりとか子供の時は一個一個考えてたっていうことですよ。うん 本当に熱いな,なんでお前に到されなくちゃ <laughs> だって聞いてたんだもんスタジオでお前はそこ一年一年育って充実してときめいて生きてるのいや私は一個一個あの、うん、今日メイクつけまつげがうまいこと言ったとか、うんうん、一個一個あのちっちゃい喜び多いです確かにときめいてるかときめいてますいやつけまつげがちょっとずれるだけでも、うんうん、はっはって落ち込むんですよじゃあ落ち落ち込む方が多くないか んな, <laughs> なんでなんでそんなそんなことね綺麗についた方が多いから、うん、あと今日は失敗してないか、うん、失敗してないですあとちょっとしたあの洋服もそうだけども安いの見つかったとかなんか一個一個と決めいてまあてお花見たりとか感じるだけみたい感じるだけだからね一年は一年だから。 <laughs> 365日が200日になるわけじゃねえし365日が400日になるわけじゃないからねどもこもないけど365日だから1年は1年だから、うん <laughs> かね、夏が今年は長えなとかね、はい、そんなことは気候変動で思うけどもねいやだからちょっと異常ですよね今年のだから三万が高いんだよ三、うん、万高いんですね、うん めちゃくちゃゃく高い、ね、一番好きな魚です私おいしいもうまあまあ松茸がねもうちょっと取れないで、はい、めちゃくちゃ高いって噂は聞いてたのね今年は今年は<ー>それでサンマがさもう卸売り場に来たねサンマパッて見たら広いスペースになんだっけ、うん、何キロすごい少ないちっちゃく固まっておいてあってさ、うん もうめちゃくちゃゃく少ないもうだって例年々ならどんとね安いところにゴーッと氷水に入ってばってあるお魚屋さんとか多いですもんね。うん、一応いくら ?800 円とかえあのかか買うのでそうだからお店で出してさんま定食なんかなったら1,000、ね、円超えちゃうんじゃないの、ね、あ多分高級魚になってますね今年はね。うん もし安かったりしたらあれだよねそれは多分冷凍保存してたやつだったりでもね去年のものでもありがす私さんまの開きも結構探して買うんですけど最近見ないんですよ売ってないんですよさんまの開き売ってないんですようちの行く45軒のスーパーは私回ってでもさんまが好きでそんなにほんまに好きなんですよもうさんまさえ食べといた機嫌がいいってぐらいアジよりアジより好きなんですよさんまがでもその開きもタイよりああ もうさんまが出てきたらすごい嬉しい。マグロマグロ、マグロが好き。<laughs> <laughs> <laughs> マグロ好きないんじゃないか好きですけどね、はい、ちょっと困りますよねこれはやっぱ海の温度とかかなんですかね、うん、まあいろいろ説があって海、はい、水温が高いっていうこともありますし、はいはい、あるいはあの中国とか他の国もさんまたくさん食べるように、はい、取るようになったんで、はい、その大きくなる前に先に取られちゃったりとかてい、うん、流れがついてくる前にってことですか、はい。資源量がそもそもだんだん減ってきてるっていう説もあるし、うんまあ、その複合的な要因かもしれないですけどね。うんうん ちょっと何か知らなないところで何かか起きてますんね葉山もガスが臭いって言って三浦半島がガス私よく行くんですけど当にあにガスの匂いするんですほんでガス漏れではないんですよニュースとかでもテレビでもやってるよねなっててでも消防署とかがこう出て何があったんですかっていうとやっぱり近所でガスの匂いがすごいするのでっていうのを結構多発しててもうんか。 聞くところによると2月ぐらいからなんかこう多発してるみたいで。あの原因はお前とかお前の周辺とかそういうことじゃないのじゃなくて。あ、そう。という、そのガスじゃないです,すいそのガスじゃないです。あの、でもね、ちょっとね、私の匂うのはね、そういう感じのガスなんですよね。<laughs> うんうん、まあ、おならというか。うんうん、でも、人によってはなんかこう、魚が。 腐ったような匂いするっていう方もいらっしゃるし本当のガスの匂いするって方もあだからそれでも結構前から言われてるよねまた言われて始めたんだけど原因わかない嫌だねでもね原因わからないガスの匂いってどんだけ調べてもわからないってちょっとやっぱり地面からかなとも思いますよね地面から地面地面地面から地面をいそうですね地面でしたね地面からこ なんかね、地中から地中から上がってきてるかもしれないですかちょっとなんか嫌だな不気味だなと思って、うん、なんかまあこれはなでもラジオでなんかそういうなんか地震の前にそんなことがあったみたいな言いも聞いたことあるしなあそ、うん、あまあまあまあうあ,あ噂だからね,ねあ確定じゃないけどないかもしれないですけどね あ海もそうですけど調べてこいよお前が解明してこいよいやいやいやちょっと行ってみようちょっとどうなってるんだって調べて来週来週報告聞いてるんですよ来週報告してんですかってご近所の人も聞いてるんです何ですかこの匂いは原因は何ですかってそうみんなわからないのよって臭いのよっつって来週 <laughs> 分かりました大竹さんって,言っていやもう同じ答えだと思いますけど頑張りますはい、はい、頑張ってくださいえっ、ー、と太田さん、はい、えと朝日新聞の文化文芸欄にですね友、ええ、川一樹さんの「 描いた絵が出てるんですけどそうですね。今、あの、連載されてるんですね、うん、インタビュー記事が。うん、あの、それで、えっと、うん、ま、友川和樹さん、まあ、歌手として有名でいらっしゃいますけれども、うん、画家としての顔もありまして、うん、あの、1985年に初めての個展を東京銀座で開催して以来、うん、年に2回ぐらいずつ個展をやっていらっしゃるそうなんですね。うん で、テーマもなく何も考えずに何枚もペラペラも描くので、できるのが早いとおっしゃっていて、で、まあ、一人ぼっちになりきらないと絵は描けないみたいな哲学も、うん、このインタビューで語ってらっしゃいます。流で あの醤油を使って絵を描くということもやってたことがあったらしく <laughs>、うん、あのブリみたいに照りを出そうと砂糖を溶いて塗ったりとか、うんうん、ケチャップやマヨネーズを試したりもしたと、うん、醤油は部屋が臭くなるし砂糖はハエがたかってダメでした、うん、バカっていうのは止めどがないのよみたいなインタビュー記事が載ってる中で、えー、お書きになった、えー、作品「私の上司」という絵もカラーで掲載されています、うん、あの「私の上司」っていうこの絵がね、うん、あのー 絵ってまあね本当に理解できないタイプでまあなすごい有名な絵見てもねうんなんだろうなって思う時の方がまあ普通の人より劣ってるのね絵を見る才能が。でもこの友川和樹さんこれ遊び半分に描いてたら絵を描いてたらなんか美術評論家さんの目に留まってもっと見せてほしいって言ってそれで最後は 個展を開くようにななってみたいな話で今なんか絵の価値も上がってると本人はここにねいらしてお話ししたけども私と同じぐらいの年齢でまあ見るからに ダメな感じな、<laughs> 漂ってて、もうなんかこう。私 <laughs> の上司ってタイトルですけど、顔はこれ、ワンちゃんみたいな感じですかまあ、もう全部ワンちゃんですね。ワンちゃんですか。ワンちゃんですけども、うん、まあ、目、目とかは、こう人間の目だね、これ。ね、よくわかんないけど、ワンちゃんの目じゃなさそうだね。なんか物を語ってるような、うん。うん、なんか、 妙におかしな絵だわね。うん、表情がいろんなものを感じさせる犬の絵なんですけど、うん、表情がすごく深いですよね。なんだろうね。まあこの、うん、でもずっとやっぱりこの絵の方もねあ,のあれだよね、あのー、絵描くの忙しくてコンサート2年しやらなかったみたいなことも言ってるからねずいぶん絵に没頭されてたことは確かだよね。 色がすごい面白いですね、なんか。まあ ものすごい私も分かんないけど一応ね見に行こうと思っていろいろ美術館とか行っても分かんないですけど君は僕と同じで分かんないと思う分かんないですあれ大体どれぐらいの方が分かでもずっと絵の前にいらっしゃいますもんね私はどんどん次見たいからこれどん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 行くんですけどずっと見てらっしゃる方ずっと見てるじゃんまだいるあの人って。 まあ,でもね、あの、うん、赤信号の鍋みたいに分かんなくても、うん、一つの絵ずっと見てるやつもいるからね <laughs> なんかすごい分かってる感じが分かってる感じで見てるんだけど俺は分かってないと思うんだけどね <laughs> <laughs> でもなんかこうかこの絵はさこう私の上司っていうのはさなんかくだらない感じと、うん、馬鹿らしさと あとなんか、なんかバックの、なんかこう、色、色の、色も、ね、はい、なんか。ブルーの色までも、なんかこう、なんかを伝えてる感じが、してくる。単純な青じゃないです。もんね、ねいろんな色が混ざって、<ー>上での青っぽい感じの背景ですよね。はい、この一枚でメッセージの数が、すごい多いですね、うん、なんかね。あ、そう。っていう感じ。 <laughs> あまあいやいやこの絵から受け取るものがねよく分かんないんだけどなんかいいななとは思うよね、うん、なんかこう友川さんの絵ちょっと値段が上がってるっていう噂も聞いたことあるねどこで人生どう転んで <laughs> このあとね70歳ぐらいからまた何かす絵をもう一回ちゃんともうやってるかもしれないねそれは当然ね。うん、は,いはい え今日は、あの、お客様もお見えになるんで、時間があまりありません。大、はい、田さん。はい、えっ、ー、と、うん、今日は、まず、東京新聞の記事社説をご紹介したいと思うんですが、うんうん あの大阪大学などの研究者による国内外の意識調査の結果が載ってましてあの各国400人から500人を対象に行われた意識調査でえ感染するのは、まあ、コロナに感染するのは本人が悪いと答えた日本人は3月から4月の時点ではおよそ11%いたと。 で、一方で、アメリカ、イギリス、イタリアなどと比べると、これらの国は1%から2%台にとどまっているということで、えー、本人が悪いんだというする日本人の割合の方が突出して高いんだそうですねで。一人一人が感染を広げない自覚を持つべきだという考えはもちろん大事なんですけれども、えー、個人が孤立を深める中、その意識が過剰になると、えー、他者を責める声、えー、まあ 差別ととととかかか自粛警察みたいいいいな動きとかあるいは分断っっててうのが広が広くと例えば、経済的に恵まれない人を自己責任論で切り捨てる風潮とか、LGBT など性的少数者を排除する価値観とかいったことも、この同じ根っこに、まあ日本人にはちょっと強めにあるんじゃないか。 とといいう,うなことを書いてあってまあ一方で連帯を模索する人たちも実は少なくなくて社会がこういった危機に直面すると分断の一方で誰かのために何かをしようという結束が生まれてくるとこういったものを、まあ、コロナが収まろうと収まる前と大事にしていかなきゃいけないんじゃないかというような社説なんですねちょっと前ぐらいから自己責任論っていう 言葉がね、まあ、日本中でこうまあはやってっつうかねあれで、えー「なぜこの言葉は?」って言った時にあの中東であの、ね、あの IS に捕まったりしてた時に取材をしてた人たちとかがこう「自分って言ったんだからね」っていうような。 話があったけどでもそういう方たちがそこに行かなければ中東情勢なんかはもう CNN とかねああいうのって伝わってる大手の情報しか入ってこないだから日本の新聞記者の人たちもあの社の方からね行っちゃいけないって言われてるのをフリーランスの人がずっとやってたりしたわけだよねその時に何か自己責任論みたいな言葉が生まれたけどこの社説ではその大元になっているのは何か 言うとだね、あのー、心の中ではコロナでいくら手洗ったって、えー、そういうので病原菌なんかは防げても水と一緒に流れていかないものは何だってそれは人から人に伝わっていく恐怖だっていうふうに社説では書いてあってああそうかなとまあ俺もちょっと心の中にやっぱしある恐怖が。 こうまあ、正義感、まあ、正義感の名を借りてねこう分断が始まっていくんじゃないのかなと,、うん、えとしかも日本ではこの感染する人が悪いっていう風潮、うん、ま言ってみれば自己責任論みたいなことに落とし込めていくよね。しかもまあ、前にもよく言ってるけどかかった芸能人なんかのね人も。うん 謝罪なんかししたりして、まあ、どっかの大手の大学のラグビー部は、ねうん、感染したら就職の方もちょっと差し障りがあるみたいな誰が悪いんだろうと感染した人寮で生活してた人、うん、悪い,かいやもうだからもう撤退対,対コロナが。うん なんか対人になってるような感じがすごいするのがなんか違うなと思って、うん、さっき「恐怖」っていう言葉あったけど、うん、本当にその通りでなんか恐怖がこの不安な気持ちを煽って不安だからこそ人をこう攻撃して自分が違うところにいるっていう場所を救ってるような感じが。もっとオーバーバな言い方すればね これだけ私が石鹸使ったりあのアルコール使ったりして20分も手洗ったのにあんた何で2分ぐらいで水洗いだけで済ますのよみたいなのがうもう小さなそういう亀裂みたいなのが分断につながっていくんじゃないかなってねそれは人はまあでも学者の説でも、まあ、手洗いをし手を洗っておけばあんまりこう 感過剰に心配することがないっていう方もいますよね中にはで。しかも水洗いぐらいで大丈夫だっていう人もいるしまあそんなことじゃなくてアクリル板立ててねみたいなことをまあ指揮者の意見も分かれてはいるんだけど、うん、まあその中でこう、まあ、社会の流れの中で何かこう例えば新宿の夜の街みたいな。 くくり方が以前からどうも俺は納得がいかないでもちろんそこでいろんな感染の方が増えてたかもしれないけど、うん、その方が何かそこのバチだけポイントホットスポットみたいに。 どの環境でもすごく神経使う方とあまり気配らない方ってどの環境の中でもいるからねその問題と何ていうの感染の何かひ誰が悪いってまた別だと思うんだけどねえこの社説では最後の方では「あのお互い浜」っていう市民団体が。 あの立ち上げたプラットフォーム、ね、横浜なので、うん、最後に浜に、まうん、お互い様お互い様お互い,いうハッシュタグをつけたプラットフォームができているっていうことですよね。ねうんねはい、ねそれでなんかこう自分本位じゃどれだけなくなっていくかみたいなことを考えてみようって言ってるよね。さあ今日も始めましょう。 はい、こんにちは。大竹誠です。今日は8月の26日水曜日。今日のパートナーはごきげんよう、断密です。はい、私の横には大竹でやきです。よろしくお願いします。そして水曜日は今日も元気だ。伊藤あそこです。はい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 。今日も元気だ。ご飯がうまい。ご飯がうまい。いっぱい食べたよ。今日も。何ですかその今日も元気だっていう。んだろう なんかこうゾウゾうする感じも、ねうんそうね、逆説的な感じなんですか,、うん、なんかね、ねラジオだとねちょっとお姿がね、うんうん、見,見られないんであれですけど揺、うん、れにくいなそうですね全身あざでいいでしょうかね表現はね全身あざだら そういう柄なのか違うよ暴力を受けたじゃないんだよだとしたら相当ですよちょっとそんなマッサージですかね首筋もあざだらけですし半袖から出てきている腕もあざだらけだしああ、これはもうとりあえず笑ってるんですけど今僕たちの見てるとこだけですかそれとも背中とかあと背中お腹お尻もももも裏 だからもう全部顔以外、顔以外全身、首から顔以外あでも服えっとなんて言うんだっけこのふくらはぎにふくらはぎのエマルエキです。膝下は膝下はない綺麗ですね。綺麗でもないけどいやいやあではない。ブヨタブにねだから切ったねだからもう全身切ったねんだ私今なぜなんであのずっと二ヶ月ぐらい前から頭の なんていうの首との付け根の辺が、なんか痛かったんですよ、ずっと。はいはい、なんか頭痛とも違うし、うんうん、筋違いとも違うし、なんか奥の筋がつってるみたいな、ちょっと変な感じ。違和感が。そう、ずっとあって。 やっぱ年重ねてくるとねなんか違ってくるよね体がねでもそれを日常として許してる自分もいるわけですよ私だかはね50歳だからななんつってだけどやっぱり今回『24時間テレビ』がこの間土日ありまして女芸人で結構集まってるとすぐ健康の話になるんですよみんな40代私は50代だけどで なんかここ痛いんだよね、みたいな話したら、うん、あ、じゃあいい先生いるよ、みたいな。うん、やっぱ誰かが何かを知ってんですよ、うん、健康のことで,、ねはい、で、私も行ってこれが治ったとか、うん、私の、あの、もうここをやってもらったとかいう人が複数出てきた、うん、なんて言うんだろう、マッサージでいいのかな。うん、なんか器具を使った、うんうん 前カッサっていうのやったことあるんですけど、はい、韓国のなんか石みたいなのい、はい、気持ちいいですねあそんな感じっ言ってたらうん、うん、あの石じゃなくて鉄だよっていうのは聞いてたんですよ<鉄>体をこするものが<て>で鉄で鉄で南部鉄それは中世の拷問かなり <laughs> あでもあのなんか、はい、吐くと思いますよ つを秘密入っそれやられたらハグと結構大事な秘密入っちゃいます。そうですね。ちゃんといたかっけ。鉄の棒ですか。あのね、なんていうんだろう。何個かあったんです。鉄の器具は棒だったり、あとあれなんていうのですか。あの野球の人があのグラウンド鳴らすあの T 字の棒あるじゃん。あんなあれトンっていうですか。トンボね。あんな形のやつ。それで女王様が出てきてどれでやられたいみたいな。 お前、お前は我慢強いからもっと痛い鉄で <laughs>、みたいな感じです。いや、だけど全身、そのあざだらけじゃないはい,はい、はい。上から鉄落としたのそうじゃない <laughs> 違う。す。落としたら死んじゃいますよ。<laughs> だとしたら、もうちょっとダボ、もうちょっと違うんじゃないですか上状が。抑えながら、骨継ぎしながら来るんじゃないですか一応なんか、うん、その、なんていうんですか、全身をこう、うんうん その鉄の棒でこう流していく感じ。流していく感じ。はい。でもこうやって見てたら、それ相当痛かったと思うんだけど。そうなんっす、あの。な、何か、あの。どうにかしてくださいみたいなことは言われるの。いや、あの、だから。人見てちょっと。うん 痛さを調節してくださいらしいんですけど、私どうやら我慢強い方だったらしくて。気づいたら、近くにあったタオルを昭和の我慢の仕方でしょうね。タオルを口に加えて、はてぎいってやりなかった。映画ですね。映画の我慢の仕方ですね。それは昔の。タオルを噛むっていう。これあれだよ、あの戦争映画で、あのなんか兵隊があの。ああ、手術ね。麻酔なしでね。玉抜くときに。麻酔なしで。 弾取り出す時にやることだよそのれと比べたら絶対痛くないんだけど私の方が映画の中のシーンであるそっちの弾ですね何でしょうね歯を食いしばったり声を抑えたい時に人はタオルを噛むんですか他のことでタオル噛みたいですよねいやでもさどんなことですか悔しいとか 他に噛むことありますでもさ、こうやって見てたらさ、すごいこう跡が出てくるわけじゃないどんどん、やっぱり痣だから、濃くなってきてますよね。もう、あ青痣の段階じゃない今朝行ってきたんですよ。今朝あえ朝。朝9時やって、ここに来た状態今が多分やりたて。でもさ、どっか一箇所、それ出たら、先生、それちょっと こんなん,なこんなん出ましたけどって言ったで <laughs> <laughs> 久々に聞きましたけど <laughs> こ。これはちょっとっていうような気持ちにはならなかった。だって見えてないですもん。横 <laughs> 立なってますから、なこっちは。あのあ<ー>こんなふうになりますけどっていう説明はあったんですかいや、うすら聞いてたんですよ。やっぱその友達がもうやってますから。はあはあ、で、だんだんやっぱ。うん よくなってきたとこから、あざになんないし。いや、でも最初の首の後ろが、なんか筋が、なんか違和感がある。っていうのと、その、なんかその強烈な。治療と、どう関係してるの、そこは。もうだから全身ですよね。んなんか簡単に言うと、細胞。細胞、うん。細胞って普通こう、ぷよぷよこう。 柔らかい状態でそれぞれがいるのがまあ生き方とか年カレーとかでくっついてギュッてなっててそういうのを剥がすあなるほど細胞柔らかくそうそうそうだからお肉柔らかくするみたいな今美味しいんじゃないですか今私美味しいです食べます朝のサロイン食べます豚肉を なんで肉を指定したんですか。棒で,はい、棒で叩くじゃん。あ、そういうこと？あれもなんか鉄の、うんうん、なんか肉叩くみたいゃないけど。そうそうそう、うん、尖ったやつで肉叩くよね。はい、でもあの歌はもうあの極楽に行った豚じゃないか。今、まあ、生きてないじゃないかだって。うん。 こっちは生きてるだからなんで肉限定するんですか。だいたい柔らかくするので多いのってカツレツとか牛カツとかじゃないですかね。まあな牛バンバン叩いて叩きにしてね柔らかくはそうなんです。だからちょっとねあのアザンナの薄さ聞いてたし、あと自分が首があのや直してほしくて行ったからあの。 多少は言ってたんですスタイリストちゃんにもしかして首があざになるかもしれないからそしたらあのんか巻物用意しといて巻物ていうのバンダナとか首に巻くもの用意しといてねなんて思った以上に全身だったからすぐ裸の写真をスタイリストに朝送りましたよこうなりましたこんなん出でましたけどはいそれでその首のんちゃらみたいな違和感はどうなったの いやまだまだ何回か通えますから分かんないその時は少し良くなって朝も薄いかもしれないしまだしばらくちょっとやっぱめちゃくちゃ痛かったのが私首とお腹なんですけどそうあの本当に痛かったんですさすがにタオル噛んでてもギャーってカタカナで窓ガラスが揺れるぐらいギャーって言いましたけど漫画で言えばね。 やっぱそこは向こうも、あ、ここはっていう。痛いんだなって、うん。よ、よろしくない場所なんだなって。お腹は弱いんですかお腹は私、変なお腹で、なんでしょうね。なんか、妊婦さんみたいに前に出てんですよね、私。昔から。ぽっこり。ぽっこり。<あ>で、硬い,いの胃が出るタイプで、筋肉もあるんだけど、筋肉で、今ちょっとあざで痛いんでさ、あんまりあれですけど、なんていうの 筋肉もあって硬いから前言わなかったっけどトイレのスっポンみたいなのをお腹につけて。うん トラック聞いたことがあるっていうそのぐらい硬いすごい仕事ですよねいろんな仕事あるよね形が変なんでしょうねなんかいやだけど吸い付きやすい吸い付きやすい硬いからなんてこったちらっと始まる前にお腹見せてもらったけどそうお竹さん見せびらかした見せびらるちょっと待ってくださいダミさん見る今お腹をダミさん隣のダミさんに晒そうとしていますああああ

やっぱ引くから誰も写真撮りに来ないもんですよねさすがにねこれはちょっと見せられないんでねこれはお腹にデッドボール級ですね <laughs> 大きいやつね大きいやつバスケぐらい大きいやつ、はい、立村さんが手元を謝ったた発ぐらいだまあ <laughs> まあでもさすがにお腹はね、こういくら写真撮って、これは無理でしょうもんね、今の時期。でも首あたりぐらい、首ぐらいだよね。色なね、やっぱりとだから、あの、マンションの一室だったんですけど、ちょうど私が終わって、ありがとうございましたって出てきて、そしたらエレベーター前で宅配便のお兄さんと一緒になっちゃって、で、私も今、今日普通の T シャツ着てるんですけど、こんなに麻布が。 <laughs> T シャツからはみ出すと思ってなかったんで <laughs>、うん、この人が見たら今何をしてきたと思うんだろうと思ってマスクもちょっと伸ばして首の方までやって T シャツもちょっとなんか寒い時のタートルネックみたいにちょっと上げて <laughs> エレベータータ寒いいんですみたいな、うん、だけどもう明らかに変な人だからできるだけ感じいい。あのー 声で、なんか、ご一緒すいません、なんつって、<laughs> 乗ったりしたけど、もうやっぱみんな見るんですよ、当たり前だけど。それやっぱ事情が分かんないですからね。一応は、はい、芸人仲間では、はい、みんなそこがいいって言ってるわけ。はい、あのー、だけど、やっぱり、なんかをちゃんと直したいと思わないと、こんだけの痛みを耐えられないので、私とか、こういう、ちょっと、 なんていうの先輩世代は我慢できるけど、はいうん、なんか、頑張れの真昼とよしコも言ったらしいんですけど、もう真昼とか、あさ、うん、こさんちょっと本当にやばいですよ。とか言って脅してきてた似てる。似てる。あ、でも似てる。ヨシ <laughs> は4回ぐらい頑張ったって言ってたから。<ー>もう、もう言ってない。ちょっと今っ。でも、この番組で、そのあざ報告はなかったですよ。頑張れるやん。前だったのかないつ行ってんだ まあ私が聞いたのはこの間だったんで、うん、あれですけどね、いつ頃行ってたのかちょっとわかんないですけどね。そのマンションに、そういうプレイングルームがあるんだなと思ってる人も、<laughs> いるかもしれない。中にはいると思いますよね。まあ、それで、笑いながら出てきたそうでしょうね。<laughs> 喜んでる。楽しいことがあったんだなっていう。い,ね、いや、でも初めて行って帰ってきて行ってくるねって帰ってきて、その体見たら、みんなものすごい驚くと思うけどねそ。そうなんです。だから私もうちょっと、 トップの痣になると思ったんでな,あのなんとなくですよでお前どうしたんだよ母ハハの痣になると思ったんであえて水曜日のこのラジオの前に予約したっていうのもあるんですよでゲラゲラ笑って反乱になって大竹さんとか見てもらってお前それ本当に元気なるのかなんて言おうと思って 超ひくスタイルのあざしゃれになんないもんなそれ首首絞められたあとみたいですもんねこれ締絞められた人より強いあざだと思いますよ多分強い殺意がそうそうそうもうなのにまだやったみたいなあざですもん腕のグラデーションがちょっとすごいよ綺麗でしょこういうアイスだったないあっパリパリバーパリバーですのね 俺それやられたら多分ラジオ泣いてきてないと思うね泣く方いらっしゃるって言ってました。泣くのもやっぱし <laughs>。ええーんって泣いちゃうと思う。でもいい大竹さん1時間施術我慢できないと思う。いやできないよ。多分。うん、多分気絶か切れるかでしょうね。うん、だって口に何かくわえてるんでしょダメだよそんなの。<laughs> 初めての体験タオル加えるって。太田さん強い強い。いや絶対ダメですね。もう本当に。なんかプレーだと思った。綺麗な女王様がグリグリガリガリゴリゴリ綺麗な人ですよ。女医さんですよ。やってくださるの。女医さんなの。そうですか。女医さんなの。だってもうおっぱいも含めほぼ全身ですかやっぱ女性の。あなるほど。鉄の棒持ってるの。鉄の棒持ってる。の南部鉄。南部鉄です。あのあ。 目にマスクして、マスク。まあ、それもしかしてお願いしたら。やらない。やらない。オプションです。オプションなん。ボンテージとマスクは。行った時に、このマスクつけていただけますかっていうね。そうしたら、今かしたら、行くかもしれないですね。もしかしたら。もしかしたら。そういう対方もありますよね。そうですね。だって、あの、とある方は、あの、縛られに行くのを、奥さんにバレないように、加圧式トレーニングとおっしゃっていく方もいらっしゃいます。 そんなかだからあとがついても、うん、過圧なんだよこれはってえでも絶対縄のあざと加、うんはい、圧のちょっと幅のあるあざ違うでしょと思うけどね加圧<ー>ってあざんだろう <laughs> 過そもそも多分加圧の意味が多分なんか違うと思うんですけどでも嘘じゃないもんねそこに加圧だから、ね、健康になりますからね、うん、いやーもう <laughs> やるねなんかすごいねそんなになると。 思ってなかったんでしょだって,だって。本当に痛かったので、多分ほん、普通だともう、ちょっとやっぱ一回で私無理、痛み弱いんで私、無理かなともいそうなんですけど、うんうん。ちなみにおしっこ漏らしたりとかしなかったの、偉いです。ギリ大丈夫でした。ギリっていうか、全くもう、忘れるわ、尿意おしっこを忘れるほど忘れる。だけど、もうなんかやっぱり人、苦しみとか、うん、あの、悲しみをわす忘れる、うん。 っていうのをなんかここ五年ぐらい神様がくれてるんでももう忘れちゃった今忘れちゃったまた行こうと思って考え方変えりゃ拷問みたいなもんだろうでもそうそうですよあるしねあれあれ絶対自白できると思いますよ自白するはいえ今自白させたい人誰かいるかな南部鉄南部鉄の罰罰じゃないんだけどね本当はねそうそうそうなんか。 うん?。行ってみますか?。なんか、この流れだと、私が行った方が、次面白い。あ、で、なんか自白して書いて。あ、あざだらけになって書いて。二人で。あざだらけになって。二週間に一回ぐらいって聞いてるから。じゃ、あ来週行ってもらって、再来週私。いつも誰かが。どっちかが。今日はどっちが行ったでしょう?。俺さ、だって、この間の、ほら。指。会方針になったでしょう?。それで、今日。 ここのかさぶたが取れてやっと元に戻り加減指の先っちょが二週間ちょっとこれなるまでかかったわけよ時間かかるよねやっぱ元気になるのね良かったですねいやいやそれでもお前こんなの受けて受けて、はい で他の仕事とかでえ影響するようだった趣味ですって言えばいいんじゃないですか趣味でこうなります、ね、<laughs> <ー>首出せないですもんね、はい、出せないですかねそうですねだからバンダナをしばらくしますね,あね、まあ、でもこれ聞いたらあれだよねどっかの番組がまあ女の人はやんなくても男芸人か何かで なんかやりそうな。でも番組だと絶対1時間やらないから。かあ,あそっか、途中まで。ちょっと痛い痛い痛いが取れたら終わるでしょそうですね、取れたかってそんな甘いことじゃダメだ。<laughs> やるなら全部だみ。みっちり1時間。みっちり本当に体にそれが回ってるかはうかは分からないな。でも、こういうのって何でもそうですけど、うん、合う合わないは絶対に合うと思う。あ,<ー>あると思うんですけど。なんとなくそうですね、うんうん、大竹さん、大、うん、田さんは、うん プレーって認識あってもきついかもしれないよ <laughs> 怖いなやれって言われたらよくお前耐えられるんだな,なんでそんなの本当にもう忘れちゃってんですよ 君様すごい昨日くれましたまあいろんなこと忘れちゃうんだけど今ね生きてて本当にいやいろんな治療法があるもんだねでまた行ったら痛いもう二度とって思うて前のそれ見たらもうあれだよねんか今日んかお会いしたら演奏かっこよかったですって言おうと思ったら吹っ飛びましたよああがとしい24ん。かっこよかったですって言おうと思ったらなんか全部飛んでっちゃった緊張しちゃった でも、どっか行っちゃった。T シャツのそのね、胸のなんかインコなんか鳥が鳥鳥、鳥、赤い南国の鳥が。国際式のね。うん。それ脱いでも、あざでその鳥が体にやついてそうだもんね。あるかもしれないまだいるって。まだいるね。そう、砂元も結構ありますね。おっぱいもグリンチョしましたから。おっぱいグリンチョーあああ。 突っ先はだってもう死亡ですからそんなに。ってなんてこと言ういうの、トップオブ朝子ね。ごめんなさい、綺麗に言います。トップ。トップ。トップス。朝子ちゃんはトップス、トップは別にも生まれない、上手くはだって。もう一回南部鉄通りました。朝子のトップオブザ子。え、片道。片道。いや、あの四往復ぐらい通りました。え、トップもだってそこ。いや、もうわかんないですよ、痛いから。だってそここってねえだろだって。ジャストトップだったのかその。 い脇道行ったのかちょっとわかんないです。うん、私の感覚だとトップオブ朝子の上を四往復ぐらいしてましたけど。うん、いですね。マンモグラフィーみたいなもんじゃないか。はい。<laughs> マンモグラフィーも私痛がる方なんで。らほら一人よってあれもね。はい。はい 痛い痛くないがあるけど。もうすげえなその話は。もなんかもうラジオで伝える限り伝えたいですね本当にでも逆にこうテレビじゃ喋れないれないね。あの映像付きだと弾いちゃうでしょ。みんな怖がる人は怖がりますからね。でも元気になりたいんだおいら。そういう断面は今日もマスクをマスクを。ね買い物エコバッグですね。手作りの。はい手作りの。一応。 力士なんですけど牛の布が白地にいつも黒のブチだったのが布がもうなくなってしまい急あの追加で発注したんですけれどもそれも順番待ちということで仕方がなく黒地に白の逆牛です。ただ待つぐらいまでにはちょっと布が尽きる可能性もあるのでまた何か考えます。 はい、だから嬉しいだっ、暑いじゃん。はい、今日もプレゼントがあります。あのメールファックス一言、ダミーさんのエコバッグ欲しいっていう。はい、そう言て、はい、しければくれてやる。三名様にプレゼントです。はい、はい、太田さん。はい、えっと今日はまず毎日新聞の記事なんですが。 あのアメリカ中西部のウェスコンシン州ケノーシャというところで、うん、え23日の夕方警察官が黒人男性に背後から7回発砲する事件がありまして男性は重傷を負いました<え>え銃撃の様子を捉えた映像がソーシャルメディアで広がりまして23日の夜に早くも地元で抗議活動が起きたほかニューヨーク市の中心部マンハッタンでも24日抗議デモが行われています、うん この男性は29歳のジェイコブ・ブレイクさんという方で、路上から車の運転席に向かうブレイクさんを複数の警察官が追いかけまして、うん、えブレイクさんが運転席に乗り込もうとしたところ、警察官が背中に続けざまに発砲、しかも7発。うんえ ブレイクさんは病院に運ばれまして一時、渋滞となりましたがなんとか命は取り留めているということです家族の弁護士さんによると車の中にはブレイクさんの3人の息子さんがいて目の前で撃たれてしまったということなんですね<え>でブレイクさんは付近で女性2人の口論を仲裁していた止めていたということで警察官は何を恐れてこのブレイクさんに背中から7発発砲したのか。うん この我々からすると全く不明というか,かこうタンクトップとか着てるから何かをこう隠してるそこでもなかったんですよね見るとね映像見ると、ね、向かってきてるわけでもないしっていうことですよね逃げてるとも見えないよね歩いてました普通に、はい、で車に乗り込もうとしたところ背中からということですよね、うん、テレビでは映像が流れてて乾いたあのピストルの音がね拳銃の音が7回聞こえてたね 他に方法ないのかねって誰もが思っちゃうよね、うん、あれ見てたらね、うん、まあ日本だったらまあもしあるとしてもまあ威嚇そうです、ね、しあったとしてもですけどねまあ日本はまあここまではまあもちろんねあのみんながピストル持ってるわけでもないからね、うん、まあ空に向かって威嚇するとかっていうのがあって止まれみたいなことがあるんだろうね、まあ、音声がこうピストルの音しかないから何をう何を 警官が言ってはい、はい、何を、ね、この方が反応したのかもわからない、はい、まあ前後、まあ、前後あのその前の映像も実際にはあるらしいけども、うん、まあそこも僕たちは見てないからね、うん、ただもうすごいよなこう、はい、このなんか白人の警官と黒人のこうなんていうの 争いみたいなことがずっとえっと新しい大統領の候補のバイデンさんだっけはいジョー・バイデンさん民主党の大統領候補ですね、うんうん。これは許しちゃいけない行為だってかなり批判,批判してるしっかりね批判してるしあとはトランプさんの方はこれに対してまだ何の声明も出してないと、うんうん、ただなんかこうまあ向こうは二大政党制なのかね まあ、トランプさんの、まあ、芸能界の人でもトランプさんの、うん、応援をする人もいれば、まあ、民主党の方の応援をする人もいるっていうのは色分、はい、けが結構はっきりしてるみたいだね。うん。うん、本はその辺はまだなんかちょっとうやむや感がね日本の国内では伴ってるけどいずれにしてもこの映像はあれだよな。 ちょっとやりすぎな感じが誰が見てもしてるんじゃないかなと思うけどね。うんうん、新聞の写真だけでも結構物々しい感じ伝わりますはい、えー、次ですはい えー、こちら、東京新聞の記事ですが、うんえー、政府の新型コロナウイルス感染症対策の分科会が、7月下旬がピークだった、そういう見解を発表しておりまして、うん、流行の昇級死傾向なのかなというふうな見方もあるみたいなんですが、でも、コロナ禍がこの医療機関に残したダメージは相変わらず大きいと、で赤字が100億円になると訴える大学病院もあれば、うん、患者の受診控えで収入が激減した町の診療所もあると。 そんな中、ある大学の助教が、国は赤字の病院を救ってくださいと呼びかける署名活動で、4万人を超える賛同を集めたということなんですね。うんうん、で、日本病院会などの病院団体が8月6日に発表した、その調査結果によりますと、全国の病院のうち4月から6月に赤字だった病院は全体の6割以上、新型コロナの患者を受け入れる病院はより深刻となっていまして、8割を超える病院が 赤字になっているということなんですね、うん、ほとんどですねほとんどですね <laughs> はい。えー、っとこの感染者のね受け入れまあこう弱毒化しているとか、うん、減少しているとかを伝わってくるけどなんで弱毒化したのかしてしてるんならね、うん、その原因もちょっとよく分かってない、うんうん えー、減少もしてるって言うけども、まあ、それも理由が何で減少したかは分かってない実質、うん、として減少してるって言うんだけどもねあまあ世の中は経済を回さなくちゃいけないと、うんはい、世の中はこう医療も人も救わなくちゃいけない、うん、まあね国はこれをどういうバランスで。 経済をやりながらどういうバランスで医療も充実させなくちゃいけないってこう思ってそういう方向を取ってるんだけどまあでもそこに GoTo キャンペーンっていうのがあってここに1兆7,000億数字が出てるんだけども、まあ、今の話は医療があのお金で足んなくてひっ、ね、迫しているっていう、はい。 話でしょあのこのままだと、うん、例えば第2波、第3波が来た時に、うん、その病院が経営を撤退して閉めちゃうケースも当然、赤字続きだとあるでしょうし、あと、満足なお給料を看護師さんやお医者さんに払えないので、うんえー、看護師さんがその職場を離れちゃうっていうケースがあって、人員不足になってしまうっていうおれもあって、そういういろんな意味で今、はい、医療機関が大変厳しい状況にあるということですよね。うんね えー、医療関係者はこれはもう今は第2波だって言ってるんだけど、まあ、国の方はそこのとこが第2波ってこう言いづらい何かがあるのかそうですね定義はないと言って認めないですよね分、はいえー、かんないけどもねだからさっきのい1兆7千億だってさ、まあ、お金はどこにどうったかのとか知らないけどさ予備費があるわけでしょ全部 GoTo キャンペーンかと。はいはい、医療の方に、うん 半分回したっていいじゃねえなって普通思うよねよ8割ですよこれだけ困ってる人たちがいらっしゃって、ね、だからまあだから政府もこれ両天秤にかけるしか手はないわけだよ、うん、まあ医療の方にもお金を渡さなくちゃいけないし、ね、経済の方だって必死で回さなくちゃいけない、はいうん、だったらばまあ お金の配分としてね、医療にこれだけ回しますっていう話があってもいいよねそうですね、一応、政府も手当てをしておりますし、十兆円の予備費があるので、そこでその医療関係にお金を投入するっていうこともあるでしょうけど、まだ具体的にはっきりとした施策を打ち出しているわけではないので、医療関係者はやっぱり不安に思っていらっしゃるでしょうね。その上ににに現実川崎ある聖マリアン病院 ここでは太田さん、はい、あのこのコロナと熱中症と両方で結構先生が大変だっておっしゃっ,ってっゃっあのうの NHK クローズアップ現代プラスで取り上げたものをデイキガストニュースがまた、うん、あ取り上げているんですけれどもあ二十日現在で。 集中治療室、17床17ベッドあるうち、11ベッドが埋まっているということなんですけど、うん、そのうち4つが、実は熱中症で運ばれてくる人だったと。うん、で、熱中症は、その熱があって、他の症状は頭痛、倦怠感、呼吸障害、まあ、新型コロナとほぼ同じ。うん、ひょっとしたらコロナかもしれない。ただの熱中症かもしれない。でもわかんない。<ー>まずは全員コロナの対応病棟へ入れる。 ここで10日間検査で2度陰性になるまでを過ごすということで、これはまあしょうがないわけですね。コロナ患者を一般病棟へ入れたらまあ大変なことになってしまうということなので、ええ、まあそういう意味で、そのせっかくはコロナの対応のために用意してあるベッドが熱中症で今埋まっちゃっていてっていうようなこともあって、これから重症患者がさらにもしひょっとすると増えたりすると、もう対応するのがギリ、いやもう無理っていうことに なりかねないという危機感があるということですよね。うん、なんか医療関係者の方々も心が壊れてしまいますよね。今だって目いっぱいいっぱいいっぱいだと思うけど、はいはい、そこにこの熱中症の七十代の女性が運ばれてきたと、熱は三十八点九度、他の症状は頭痛倦怠感呼吸障害。もうコロナと一緒。はい、一緒。だからこれね。 一般の方に入れるわけに,いけにはいかないしあの院内感染が広がる恐れがあるっていうことですもんね、はい、しかもこの病院ではコロナ一旦はゼロになったんだけどもあのコロナの患者もまたここに来て増えているとこの病院ではね、はいはい、そういうことがあって先生のおっしゃるには我々では市中感染はコントロールできないんですと、うんうん、そりゃそうだよね 来た患者さんを目いっぱいこう手厚く看護することはできても市中感染はこの人たちはできないよねそれをどうするかはやっぱり国の仕事だよね都の仕事だよねそれをちゃんとしてくれないとまあこれがにもしかすると秋になって新型コロナから インフルエンザも加わってくると、大変だとさら、ね、に違うことだって、うんうん、当然あります、ね、アイアロウイルスだっ新しい病気だってあるかもしれない世間はこうねあの、夏が終わって、飽きてな、これで就職するだろうとか、いろいろ言われてるけど、これは北半球の話で、南半球のオーストラリアとか、はい、そういうとこでも、このだから今、冬なわけだよ。はい、ここも、はい、感染は ね、確実にちょっと多くなってるわけでメルボルボンとか大変そうです、ねうん、そううなんだよ、はい、だから夏ふ冬関係ないんだんかオールシーズン感がちょっとそうなんだよ、うん、ここに来てね、はい、まあ大将は大変なのは分かるけども、うん、やっぱしこう医療関係者の声もちゃんと聞いてあげて、うん、大変なところをやっぱ国,国なり隣がおきねき補っていくってい で市民は市民で、うん、なるべく感染しないように努力をするっていうのは必要だよな、はいうん、さあ今日も始めましょうはいこんにちは大竹誠です今日は8月27日木曜日今日のパートナーはこんにちは私だよ

うん、もセット、まあ、タイトルにセットだもんで、ね、まあ、そうそう。セットだから、余計俺言わなくていいじゃない。<laughs> だからはい、俺ですけどね。<laughs> <laughs> 俺だよって言ってくれる、うんはい。はい、私の横には、大滝秀明です。よろしくお願いします。 太田さんももう言わなくてもいいですよ、ねうん、声で声で分かるしさ、うん、ででる CM でやっててもすぐ分かるもん。うんね、ああこれ太田さんだっっ本当に太田さんの声だけよく分かる名乗ってなくてもすぐ分かる太田さんだっこんなとこでもまた働いてままた <laughs> また,またワーカホリックだなと思ってて <laughs>、はい ええー、そして、木曜日は、僕と、うん、僕です。<laughs> お願いします。<laughs> お願いします。ちゃんと僕ちゃんです。<laughs> はい、僕と僕か <laughs> <laughs> 一番何のなら、き、いきます。雷匠、雷学です。お願いします。お前ら、どのくらいやってんの?のんの。 もう三年ぐらい二2017年から三年です。もう三年ぐらい。はい。二千十七年の4月から。4今三年目ですね。ああ。そう。はい。なんか、お前髪の毛きっちりしてんだけど。あ、マジですかビシッと書いてある。ビシッと。ビシッとしたら、この強い雨の中。はい。ゲリラ豪雨どうでしたゲリラ豪雨どうだったんだゲリラ豪雨は全部下げてきました。ああ、いいなあ。濡れてないですね、僕。 はい、僕知らないよ俺が濡れてないかどうか <laughs> 俺は知らないけど <laughs> 俺もう来る途中途中から向こうにさものすごい厚い雲があってさそれでこっちはまだ晴れてるのね、うん、でもその雲の方に向かってたらさどんどん霧が深くなってきてさ、うん、そのうちズボって<ー>もう大雨の中に突入。ね 真っ白ですもんね路面がペシャペシャペシャってあれ羽ばめそうですね羽が家出る時が豪雨のゲリラの真っ最中ででももうあのうちでさタクシーないもんであの辺駅まで歩くんですけどずっと下り坂なんですよもうちっとすげえ怖いのゲリラ豪雨の中の下り坂あゲリラ豪雨でそう水に流されなかった大丈夫ですか なんでいつもニヤニヤしながら喋るのさ私の私が不幸にあったら楽しいなっても、まあ,あんた頭の中で先にそうえ映像映像を想像して笑いながら喋るわけじゃないよだって頭の中じゃもう水だがあの坂道水と一緒に滑って下くる言いながらな<笑>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 傘が落ち込んだっちゃってみたいなそんなの想像しちゃうからね大丈夫でした、うんうん、大丈夫でしたか、うん、でもびっちャビッチャでしたよズボンなんて。 あそう。あれってなんかもうやる気なくすよね全部全部濡れるとねああもう今お前なんかおしゃれだからあれだな学ぶなんかいったん帰って着替えたりしそうだよねああれちゃうとねうんまいや帰んなよ来いよちゃんと濡れちゃうと帰っちゃうやだ見せたくない濡れた服。今日もなんか高そうな半袖で見せたくないバーバリーの T シャツあそうでした色がね色々切り返してて。 お前先週も彼女の話したじゃんはいしましたしました彼女の話で盛り上がってでなんかどっかのニュースにやっとなりましたよそもそもネットニュースにならねえなって言いながら学ぶの彼女話自分たちずっとなんだ英語サーチしてやっとやっと見つけたやっと見つけましたよおめでとうございますニュースのタイトルが雷学ぶ第七世代にくくられたくないっていう。こっちがメインでしたねそん と言ったらはいはいさらっと冗談で言った彼女の話しつつそれさらっと言った感じお願、ねはいします,す,す、うん、えっとですね、はい、えっと彼女が彼女の話をするにもかかわらず全くマスコミに取り上げられないという話題になったとはい で竹内、僕ですね僕が霜降りとかイグジットなら話題になってるかもしれないけどと話すとオアシズ、三浦靖子はあなたたち第7世代じゃないのと聞いたそこからもうずっと第7世代の話です彼女をふりにしてふりにもなってない何やかんやで最終的にはくくられたくないくくられたない雷がリーダーじゃないとやだと言ったっていうこれだっ取材してくれって言ってるのにねたかったんでしょ。 まあどっちかっていうどっちかとね「さらっと」「誰誰にの」みたいなねえカメラが追っかけてるななんて気配は全くない全くない一応なんか黒いでっかい車あると一瞬警戒しますけど家の前にちょっと嬉しなっちゃう嬉しくなっちゃった黒いでっかい車見つけてついてってんだろお前ついてってないですよあのだ彼女が「誰誰に乗って大体何つの 三割増しから五割増しで書く。だれ誰にの誰誰を知りたいのね。記者がマナブ君の彼女を誰に似てるって例えんのかを知りたいね。誰誰になんだよ。あのこれ二つあるんですよ。二つもうちゃんとあるのね。一つが田中みなみ。あーなるほど。これメガネとかかけるとねすごい似てるんですよ。それ何割増しこれ本当にそのまま。本当。マッチするでしょ。本当本当。 本当、本当です。たくみが顔知らないんでしたっけ。僕顔知ってます。見たことあ、まあ、知ってます。ただ彼女聞いてるんでしょう。聞いてます。ないずれない。似てますね。似てますね。田中みな実さん、もう一人。これ、マジなんですけど。佐々木希。ええ。両方美人ですね。すごい美形じゃん。そんなことないよ。とか言わなかったですよ、彼女も。 よく言われるみたいな嬉しいでへあよくそうじゃもうとっんなのスタイルも含めてスタイルもいいへすごくいいです写真見してよ恥ずかしいえたくみくんからするとどっちに近いですか田中みな実佐田中みな実さんよりですねどっちかというと田中みな実さんよりで佐々木のぞみさんは全く似てないです。 また見える時があるの。え、写真見たい。見してくれるの？それ引っ張るの？まだ見ちゃダメなの？え、引っ張る。ちょっと今日天気今日ちょっと今日天気変。ちょっといいよ別にそんなもったいぶんない。いいよ今日で終わらせよ。この糊を書かなくちゃいけないのかなって記者の人が。書かなくていいですか？絶対書くもんか。もう絶対に。下手げたら俺ももうもう。 もう根性で書かないぞ。絶対に書かない。この話題に触れるな。ああでも三浦が始まる前に、はい、ねあの君たち農家じゃない、はいはい、ねそれで新聞の記事ではさ、うん、なんか。 もう人口がどんどん減って、日本全体で3197も、もう限界が来ている集落があって、はいうん、もう人口を増やすのを諦めると、ソフトランディングして、静かにその今住んでる人がその穏やかに生活できることだけを考えてほしいみたいなことが載ってたんです、ねうん、えっ、去年から50万人人、人口が減ってるらしいので、結構大きな中核土地が丸ごとドーンって消えていくっていう。 50万人減ってすっごいなと思ってえっだ目黒区とか知らなくとか区で行ったら区1個なくなる区1個なくなるぐらい人数が日本から減ってるとうどうする三浦どうするって言っても、うん、まあしょうがないですからね、うん、いやだから、うん、始まる前に まあ農家のパートととかかやりたいとかわけ違う違う違うコロナなりなんなり仕事がなくなっちゃって、うん、今後どう、うん、本当に不景気が来ちゃって、うん、仕事なくなっちゃったらどうしようって言って、うん、そしたらまあ自分の地元の方に帰って、うん、農家の友達のとこのパートをやらしてもらうか、うん、みたいな話をしてたんですそうだよ、ね、そ,うそ,うそう。でも農家やってできるのかと。 そうじゃん、虫。虫がね、虫が嫌なの。虫。とか、お付き合いしないとダメですからね、虫とは。あ、虫と虫と。人とお付き合いしなくていいでしょ農家すかいや、人とのつながりも大事ですよ。ええ、黙々と植物と語り合えばいいじゃないの。いや、お隣さんの畑とかとこう、ありい。収穫期とかな、お互い助け合わない。助け合って。 まあご近所ぐらいの付き合いはあるよ、そんなさ、100人とかいっぱいご挨拶したりしなくていいですか、きょう夕方雨降るらしいから、ハウス、水倉さん閉めたほうがいいよとか、そういうのは平気いいよ、そういう近所付き合いは得意よ。何作ええ、できれば水耕栽培で虫がいないみたいなね、そんな虫は嫌なんですね、本当に。 だけどあの昨日か一昨日い月曜日だ森永さんがあの人いつもあの人90は畑持ってるね借りてるんだって借りてるんだけどもただ同然らしいのねで借りるところでもう近頃月曜日はあそこなんか野菜市場みたいになってるのテーブルうちのテーブルいなトマトとねそうですゴーヤーとかさつまいも素晴らしい。 あこの間言ってましたもん、ね、そう型崩れしないメイクイーンとかいうお<ー>カレーライスに入れても型が崩れないみたいなうん、うん、だって森永さんに何かの時に会ったのかな、うん、木曜日珍しくね別の収録できとったのか、うん、でコロナの時代まだコロナが流行る流行り出したぐらいの時かなこれからの経済を考えたり私たちはどうすればいいでしょうかっつったら「じゃがいもを庭で作りなさい」っつったもん <laughs> 森永さんは。 何が一番のコロナ対策ですかってやっぱジャガイモなんですねジャガイモって森さん今あれだよな雨降んないで雨降んないでで水を運ばなくちゃいけないね。で軽トラを買う買わないで女房と大喧嘩かしてるんだよあら軽トラ水運ぶだけに軽トラなんか買うのかしらみたいなうん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 さん今。 自転車で運んでる人だからね。ええ大往復してるって言ってましたね。大変だ。もうね顔が農家の人みたいな真っ黒に焼けちゃって。もうなんかそんな感じになっちゃって。ええどうじゃどうじゃ今農家も人手不足ですからね。技能実習生の人とか来られなくなっちゃってか平均年齢もだいぶ上ですもんね。もう農家の。それ森永さんがそれであの小竹さんね いや無農薬なんかとんでもないと、うん、絶対無理だと、うん、虫とかねうん、うん、もう葉っぱとか食われちゃうからうん、うん、どうやってるんだろう無農薬ってって,って言って、うん、もうすごいあの無農薬に憧れるんだけど、うん、できないと。うん、難しいと思いますよ。うん お前とこだって無農薬あのあれです元人力車のマネージャーがマネージャーを辞めて中のおかなんかで無農薬の農家やってんですよ今。でそれの野菜をもらったりとかね買ったりとかしてね食べる時にねあの一個ねちょっとの虫食いぐらいはもう当たり前なんですよ。で食べとっただけどなんかの何の野菜かうるっころかな何かの野菜もう。 レースみたいになっとって全ての葉っぱがもう逆,もう逆にこういう植物かなと思うぐらいの虫をグングに商品として入れとったもんで、ね、もうすげえなと思って無農薬の世界すげーと思っっちゃったなんかあれだよねなんかテレビの番組なんかもそうだけどなんか園芸で今まで話そうとしたのがそのうちもナスとかきゅうりとか。 トマトとか育てるような番組、や、や、ってるよね。夏野菜は比較的簡単ね、うん、白鳥さんがいつも言うもん。うん、あ,あ、そう。夏野菜は本当簡単だってベランダでできるっつって。うんうん。でもベランダでやってるうちに、どっか地べたでたくさん植えてとか、おも、思うんじゃねえのかね、あれ。うんうん。あ、思いますよ。で、白鳥さんやりたいっつとったもん。やっぱあの畑のレンタルとかあるじゃないですか、うん、今、うん。うん。なんか、そういうのもやりたいなあっつって。やろうかなあっつってて。 山石ファイもよくやってますよね。うん。ね、うちやってますよ、もう。だって、あれだろ、この間ね、聞いたけど、はい、あれ、3、4人でやってんだろだって。うちですかうちそうですね。うん、父、母、兄、うん、じいちゃん、ばあちゃん。うん、みんな性低いんでしょ、うん、はい。で、じいちゃん、ばあちゃんはもう、あのー、戦力に。 なってんのかなってないのか分かんないですけどそうですねだから畑にはいることいますねただずっとコンテナ椅子にして座ってていやでもやっていただいてそうですだ五5人でじいちゃんばあちゃんも頑張ってくれてるの親戚農家だったもん腰が90度に曲がってるおばあちゃんがさなんつうコントみたいに馬車を押すわけ 前見えてないのの本当に度だったで竹の馬車って昔のって結構さ今のベビーカーのサイズじゃないじゃんヒ人ピッチャーの大きいやつほ本当に前見ずにさ出てくわけどうやって車をよけてるのか分からなかったんだけど車がけてるあの辺の域に達すると気配で分かんのか一応無事にいつも畑まで行ってあんまり動かんじゃんね。 て帰ってくるじゃん、ね、<laughs> かわいいなんかもう私はもう人形みたいでかわいいと思って子供の時何じ、うん、ゃと思って見ててだ,、ね、だ,だからもう三浦がそんなこと考えるようにね、うん、やっぱもうこのコロナからさ、うん、なんか人間関係がちょっとギスギスしてる感じが、うん、ねなんか新聞なんか見てるとんなんか。 なんかちょっとずるしたぞっていうのをいちいちさなんかこうテレビで上げて「よしみんなでこの手の人はたたいていいぞゴー!」みたいな風に見えちゃってなんかたまにちょっと嫌だなと思って消しちゃう時ありますかといってね広ロみたいにね山買って一人で山でキャンプするわけにもいかないしね大竹さんやればなんでななんかんで

そうっすね最終的には怖いけどすごいなんかすごいよね、うんうん、理にかなえすぎちゃって怖いよね,ね情も何もない感じ、うん、なんか怖い製造するのが、ね、なんかすごい無駄を省いた感じ怖い。 あと何だったっけ魚同化していくやつマンボウだったっけ何だったっけ魚あ、いましたねなんか血濃いオスがさ同化してっちゃうえメスにうん、受精して一緒にメスの体の一部になっちゃう吸い込まれう吸い込まれう溶けてバーックスして交尾しるままその だもう子育てしないからメスの方するからもうオスはもうセックスだけがしたくていい人ってオスは体小さくてメスのところにこうやってセックスしてて繋がったままセックスっていうのやめてくだる女性っつうのか繋がったまま女性コねなんかもう怖い恐ろしい恐ろしい多分本ミジャミツラは女だからな俺たち俺らはずっと吸います吸い込まれてこうじゃったって 食われたり吸い込まれているそういうのに魅力を感じます何やそういう話を聞いて興奮します自分がなくなっちゃう話でしょ興奮しねえよあんこですね深海にするのあんこええそうなんですねん。怖いのがあんこうまいまって食ってんじゃんあんこねあんこ茨城あんこ鍋有名ですけどあじゃああれ全部メスってことなの 全部がそうなのかな深海の一種のアんコウがなるほどなるほどなるほどビワなのでもっていう種類みたいですけどねうはい前大阪でなんかうまいもん食ったって言ってなかったいやうまいいやあの大阪に仕事があってえっと前乗りしたんですよで大阪でちょっと学とマネージャーさんとせっかく大阪来たからなんかおいしいものちょっと食べようかみたいなはいはいはい ああ、大阪だもんどっかこう探したんですけどちょっとなかったのでどうしようかなと思ったらあの、そばしゃぶそばのしゃぶしゃぶみたいなしゃぶしゃぶだねしゃぶしゃぶかしゃぶしゃぶですしゃぶしゃぶ屋さんがあってで、すごい店構えがこう、立派な高そうなところでで、行ってしたら。 多分雷って分かってくれたのが奥の個室に何も言わずご案内してくれてありがとうございますって言ってせっかくだから高めのコース上から2番目ぐらいのいい塩梅のせっかくそういう対応していただいたそれ頼んで来てじゃあいただきますって食べたら味がなかったんですよ。繊細すすぎたんでね味が 味を <laughs> 僕らには分かんない。味が感じなくて、しゃぶしゃぶだったらあれ<レ>って、タレタレとかもなかったの？なんかとりあえずそのままあとお,お味噌とかいただいたんですけど、うん、でもなんか感じなくて <laughs> あれと思って <laughs> あ<れ>であ。 これは、あの、卵もらった方がいいかなと思って、卵頼んで、で、卵くぐらせて、食ったら、にしても味なくて、あれと思って、お冷や飲んだら、一番お冷や味ありました。嘘つけ嘘つけなんびっくりした、繊細しすぎて、大阪だから味濃いものを、こう、多分、そういう、脳みそになっちゃってたね。なんだけど、そのね、口がつ食いたかったから、多分もう口がね、そう、匠も一緒だったのあ、学ぶも匠も一緒で。 お前味なかったちょっと僕も分かんなかったですねだってね、匠君は子供下だもんでさ下バカ、なんか味バカなんでしょはい、そうなんですよだから俺だけかなと思って学ぶブの顔見たらすげえ険しい顔してるからあれと思って俺合ってるんだと思って味探した、口の中であれ味がどこだ お前ら PCR 検査を受けたあ、いやいや大丈夫だそうだ怖え味がないってちょっと怪しいなちゃんとあの味濃いものを食ったんすよカップラーメンとか食べたちゃんとバッチリ味しました本当か。バッチリ味しましたお口直しになお口直しにお口直しに食べちゃったはい、疑わなこういう世の中になったか疑わなよ大丈夫ですよ大丈夫お前でもいいことあったんだって言ったじゃんこれ。ないよ始まる で味しないものを食べて運がないなとか思いながら先ほど文化放送の自販機でコーヒーを買ったらなんとこの開ける部分あじゃないですか缶コーヒーの真っ赤になってるんですよあれと見たら当たりもう一本って書いてあったんですよ当たりを引いたんですよ、僕すげじゃんただ俺自販機で買ったんですよどこに持ってっていいか分かんないですよ。 これを。コンビニ持ってたっていう。コンビニの人だって。当たりでもう一本。誰に持ってけばいいんだ。なあ。どこに持ってけんだ、これ。いや、わかんないですよ。自販機の前で持ってでもしょうがないですもん。ね私も自販機でさあ。当たりってさあ。当たったこと一回もないでしょ当たったって人聞いたことないけど、私一回だけ当たったこと。嘘。あら。コーンスープな。 日本も日本もいられんだよあれって絶対当たんないと思ったルーレットのやつですかルーレットのやつみたいな絶対惜しいと思うやつですね776とか人生で1回だけ当たったよすごい自慢だと思った誰も当たってないと変えないこの間女房と歩いてて時間潰させなきゃいなん何か飲み物ね買おうと思ってさ坂道の途中に自販機があったんだよはいはい 自販機があって、あ、あ、自販機あると思って、うん、で、坂道の途中で。で、一番上に、が、こう、台が下にかましたって。はい、一番上まで、手届かない、その自販機。<laughs> <ー>すごい。あ、す、は、ご、いい,はい。高い。高いんだよ。うん、ちょうど、あの、出てくるところが、俺の。 腰よりちょっと上ぐらいの相当高いね相当高いんだよで一番上だって俺たち一番上の水が欲しかったんだけど一番上から二番目のリンゴジュースにやっと手が届いた水飲めなかった大竹さんでも届かない場所は相当高いあれだって大の横から肺のもんだけ一番届かないと思って。 これ写真撮ってきちゃう。見たい。<laughs> 嘘だと思う。四十、肩、五十 <laughs> 肩だ、ね、自機で。<laughs> 自販機で水取ろうとして、なん <laughs> か落ちて。<laughs> <laughs> はい太田さん今日はまず東京新聞の記事をご紹介しますあの。政府は地上配備型の現役システム、イージス・アシュアの配備を撤回しました、うんはい、それを受けて敵基地攻撃能力の保有を含む安全保障政策の見直しの検討を本格化させているんですね、うん、で9月中に一定の結論を得る方針ということです。うんうん で、相手国内の兵器を攻撃する能力を備えますと、うんえ、抑止力の向上につながるだろうという考えで進めようとしてるんですが、ひょっとすると逆に周辺国に脅威を与えてしまって、緊張も高めかねないと。 で、先制攻撃が可能になる能力との見方もできて、選手防衛を今まで堅持してきた日本の安全保障政策を大きく転換させる懸念も高まっているということなんですね。うんうん、今まで選手防衛、あの、攻撃されない限り反撃しないという考え方だったんですけれども、それだと致命的な打撃を受けてしまうので、相手が確実に攻撃してくるだろうなというふうなことが分かったときに、 先に攻撃する能力を持とうじゃないかと。ただ、相手が本当に攻撃をしてくるかどうかの線引きって、なかなかこれ、難しいので、今までの方針とは大きく変わってくる。どうするのか。これ、あの、元内閣官房副長官補の柳沢教授さんという方が、その東京新聞にメッセージを寄せてるんですけれども、あの、そもそも地上イージスアシュア中止の理由は、ブースター、まあ、あの、 発射させてていた時に落ちてくるものですねでブースターが近隣地域に落ちてくるのを防ぐ回収にこれからさらに2000億円かかることが分かったということもその一つところが代わりにじゃあ,あの陸上じゃなくて海のその対応するイージス艦を2隻増やそうという考え方もあるんですがこれだと3000億円かかっちゃう、うん、結構お金かかりますよね<い>じゃあ敵基地攻撃はどうかと でミサイルの位置とそれが攻撃態勢にあることを判断する情報が欠かせないのでこれ1機100億円の偵察衛星が何十機も必要になる実はもっとお金がかかるということなんですね。うん、で今、ミサイルは極超音速滑空弾と言われる時代になっていて、うん、イースシステムでは撃ち落とせない。 どんどんあの高度が低くなったり、蛇行したり、精度が、性能が上がってるわけですよね。じゃあ落とせないんだったら、基地を破壊しちゃおうというのが今のこの敵基地攻撃論と。ただ、あの全ての基地を同時に破壊できないと、こちらから攻撃したら必ず反撃がやってくる。えー、ミサイルをめぐる矛と盾の競争は、やっぱり攻撃する方が優位と。 ということでじゃあ、ミサイルの潰し合いどっちが先に潰すのかえこうした状況は逆に疑心暗鬼を招いて抑止を不安定化させると山際さんはおっしゃってます。専守防衛というのは相手に脅威を与えないことで戦争の動機をなくしていこうという戦略でど,うしてやどうしたらいいかというと大国関係を安定させること。 ミサイルを防げない時代だからこそ、アメリカと中国、アメリカと北朝鮮、こういった国々の緊張を緩和する以外、うん、日本の安全はないと柳沢さんはおっしゃっていて、それを考えることが政治の第一の責務じゃないかというご意見なんですねはい、はい、ねえ世界はこういうふうになんか敵対関係になって、それがあの今までは弾道ミサイル。はい 弾道ミサイルって結構高くまで、ね、打ち上げて、それを迎え撃つと、最初はこうイージス艦か何かでね、こう高いところのやつをブロックするで、もし撃ち損じたりすると、今度は地上配備のイージス、ね、陸上イージスシュア,がシュアが活躍するっていう予定だったんだけど、はい、予,定予定だったんだけど、新型ミサイルはもうそんな高いとろ飛ばないし、しかも、 蛇行してくるっていうかあっち行ったりこっち行ったりしながらもう,もうもう迎撃は不可能ってことなの、ね、迎撃不可能これはあとはねもっと低く飛ばれたらもうレーダーもう補足できないかもしれない補足、ね、できない相手がそんなの持ってんだから、うん、それだったらこっちもそれに対抗する巡航ミサイルとかしてです、うんはい、これで最初に 先に相手の基地を、ミサイルがあるところを叩いちゃおうっていうのが、この敵基地攻撃能力と。前はエネルギー入れるのにね、なんかエネルギーあのあの入れるのに随分、ずいぶん。 ガソリンみたたいに時間かかっそうですね、今それがそうじゃなくなって移動式になってるんですよね、発射台が移動するようになってるので、どこから発射するかも細く聞しにくくなって前は衛星でね、動きがあるな、ミサイル弾物なって分かったんですけど、今それが移動式になってるんでだから、これを今までの専守防衛っていう枠から、敵地、 敵基地攻撃能力って、なんかちょっと一歩踏み出す感じだよね、ね今までの選手、防衛とはね、うん、そういう争いに参加するよりも、この柳澤さんはいつもちょっと冷静な意見を言ってくれてて、うん、柳澤さんはなんて言ってるかっていうと、うん、さっき太田さんが言った通り、選手、防衛とは、相手に脅威を与えないことで、戦争の動機をなくす戦略だと。うん その条件は、大国関係の安定だ、ミサイルを防げない時代だからこそ、米中、米朝の緊張を緩和する以外、日本の,の安全の道はないと、まあね、いろんな立場と世界とつきっていかなきゃいけないけど、まあ、それが、まあ昨日あたり、中国が何差、そうですね、うん、2>, 2発中距離ミサイル発射したっていう動きもありましたよね。えー、はい、はい まあね今までは北朝鮮だけだったんだけど、まあ、こ南沙諸島あたりは中国は自分の領海だっていうことを、ね、いろんな国と一緒ら、まあアメリカとも結構、もめ始めてる、アメリカとは経済でもいろんなことでもめ始めてるけどね、その間に日本は挟まれてるんだけど、どういうふうな自分たちは活路を見出していくのかなっていう感じだよね。うん、はい もう一つは毎日新聞の記事ですが、福島第一原発、廃炉、うん、あまあ、時間が経てば廃炉にしなければいけないんですけれども、福島第一原発の事故の前は、廃炉費用およそ3000億円と見込んでいたんですが、事故があったので、いろんな費用がかかってしまう、今、計算に上がっているのが8兆円かかるっていうことなんですね、当初のおよそ27倍ということです。で 毎年毎年東京電力はそのために積み立てをしてるんですけれども、えー、これまでに1兆328億円を積み立てて、5478億円を取り崩してきました。でもまだまだ足りない、えー、積み立ての原資は消費者が支払ってきた電気代だということで、えー、実はこのお金というのは私たちが負担しているということになってます。で8兆円の中には廃炉による廃棄物の処理費とか、 敷地の現状回復費用とかそういったものは含まれていませんで。敷地のタンクに溜まり続ける汚染処理水を処分するための設備の具体的な設計建設も これから、実は8兆円なんてどう考えても少ないというのが専門家の見方で、8兆円の資産からもう3年半が経った、費用が余計にかかる見通しがあるなら資産を出し直すべきだと、長崎大学の核兵器廃絶研究センター教授、鈴木達次郎さんもおっしゃっていると、そういう記事ですね。あの、金額だけ聞くと、最初は3000億円ぐらいだろうと。はい。事故が起きる前は、最終的な処分はなくすには3000億円だなと。 今の資産では8兆円全然違う全然違うしこの8兆円っていう中にもこう汚染水対策とかそうですね<ー>含まれていない費用がまだまだいっぱいまだまだありそうだね、ま、たくさんあるとこれがだね、あのー、全部あの、まあ、国も負担するだろうけども電力会社も当然負担しなくちゃいけないよね電力会社の料金は私たちの電気料金から ね、でこれが何方方式式だっけ原価原価あ総括原価方式ですね、はい、どうやっても利益,の利益を確保しながら入ってくる収入みたいな形になっててまあそうなってくるとこのあと電気代もあの、ね、クリーンエネルギーとか太陽光の方に行ってほしいなと思うんだけども、ねまあ、それにしてもこの後処理のお金が。 これだけ高くなったら、もうどう考えても原発安いなんてことは、高いよ、言えなくなっちゃうよね、どうすんだろう、しかも、あれだよね、この土地に、あれだよね、太田さん、今、帰宅困難区域にも、そうですね除染しないで解除しようという動きがあるということですよね、ねそこで住めないけども、入ってもいいですよ、はい、っていうふうに。 揉める原因ができてるね。うん、さあ今日も始めましょう。はいこんにちは大竹まことです。今日はもう8月の28日金曜日。今日のパートナーはム井ユウズです。はい私の横には大竹で明です。よろしくお願いします。そして金曜日はムッツリスケベの森です。ガッツリスケベの江口です。ドブロックです。お願いします。はい暑いよねもう32.4度です。今日すごかったですねで<ー>すね。うどうなる？うん もう九月になったら真っ先にブーツ履きたいのに。履いたら死んじゃうよ。お前ちょっと頭焦げてね。焦げてないです。焦げてない。別にそのこっちから言ったら焦げてるけど。なんとかそこまではないと思いますけど。はいはいい。九月は暑かったっけ？いや暑かった。暑いよ。暑い。十月から長袖だっけ？ いやーもう気が悪がないけど、でもなんか、あんまり秋が長くなかったような気がしてんだけどね、うん、今日ね、うん、おうごう寒なんてな,なってたような気がするんだけど、間違ってるかもしれない、なんかすごい、そんな気もする、1>, うん、1年前のことだけど、すっかり思いい出せないね、うんうんうん、そうだよ。 ただけどお前がギャー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 サンマ食った何食ったってうのは覚えてるよ。まだ食ってないのみたいな。サンマ食った僕も栗食ったとかいろんなこと言ってなこと。松茸食べたったって言ってたな。今年は今年は今はお盆すぎると一ちが出てくるでしょ。だから一ちを3箱買ってきて。 3箱って何やな石井君がこう箱詰めになってるやつだからパックで1個6個入ってるやつが4つ入ってる 1, 1>,、うんうん、1パック6個ね1個6個全然分かんないだろ1パック6個入ってるのが4パックで、えー、っと1箱それを3箱を買ってすごいかっこいいですジャム作ったのジャム。 んななことするの君なんか、うん、去年すごいなんかみんなに好評だったのね、うん、だからまたジャムおばさんになって見てほらジャムあ

えじゃあそれが触れて、だから皮の上のタンパク質が溶けたんですか。うわなんか去年もそうなったんだけど、すっかり一年経つと忘れるのよ去年も溶けたこと忘れちゃったね。手袋すんの忘れごえそのな指指節ちょっとなんか炎症とととつね。してるってことですそう。いやきいなお手てなのに本当に。もう一汁もう美味しいよねでも。すっごい美味しいんだから一汁。 えー、氷砂糖、うん、あと冬に向けてしょうがの泥のために、うん、凍らしとくんだけどさ、うん、半分ぐらいしょうがあとブル色付けにブルーベリー入れて水一切使わないで、うん、ワインだけでコト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 煮てジャム作る、うん、おいしそうな<ー>うワインでやるんですか、えー、それどどここでで見見たたのの <laughs> どこでシピレ,レ,レシピほとんど自分だんだん改良してもう4年目ぐらいいちじくのジャム作るの<ー>それとシナモンだ<う>シナモン入れたああおしゃれなしそう,そう美味しそう,そうだねうん,うんすごいそうか <laughs> <laughs> そうですねあんまりは絶対自分にそう言われてみれば毎年このくらいかなもうちょい毎このくらいの時期かななんかこう ケーキでさ、一軸のタルトみたいな。それもいいね、ジャム作って。出てきてるよね。あれも作ったよ、コンポート。お前が。うん。やめてくんないか、そういうこと。なんで。やめてくコンポート。すごいクイージー張ってるから、食べるためだったら、すごい。すごそんな色作られるんですね。コンポートって、ど。だって、あれだよ。あのタイの。 頭焼いたやつ、うん、醤油焼き頼むと、うん、そんなにお前そこまで食べんのかっていうぐらいきれい食べの頭ね <laughs> 大好き褒められたな子供の頃そういうのちゃんときれいに食ってなんかこう顔の横からなんか7つぐらいの部位が出てきて骨の、うん、それでこれが鎌だとか。うん お、おのだ、おのだとか、いろんなこと言いながら。目玉の周り綺麗に食ってた記憶があるな。もうすごいよ。お前、一緒に食べに行く人に、お前カラスかって言われるぐらい。目玉か、目玉と口の周りからいくから、美味しいとこ分かってんだもん、もう。あ、目玉食べられますか?。目玉大好き。先に。目玉って全部食うの?。一番最後の硬いとこ。硬いとこは、あれは食べきれない。よ でもあのトロトロのとこ好きあと口の周りが好き口の周りの筋肉の硬いとこねそういうのトロッとしたゼラチンああ嫌なんだ嫌なんだだって目玉のねはい、ね目玉ありましてドロッとしたから嫌いな人は嫌いでしょうけどお前は食べられない僕も大好きですもうそうドロッとし僕もちょっと苦手ですそうだろうはい いいコンビだねそうですねだから喧嘩にならない喧嘩ならないで食は逆ですね一緒に来ると目玉お前にやるよとか言ってる俺目玉はいらないね目玉ちょっとですねえっと今日もファッションがいやホン綺麗。ですね江口さん一言何かありませんか和製オードリー・ヘプバーンこちらにいらっしゃいますたホンにありがとうございます パシなぁ <laughs> いや<ー>なんかいつもはちょっとセクシーな感じですけど、うん、今日はなんていうんですかねヨーロッパのなんかパリ,パリのお嬢様みたいな感じですよね。で,ねでアクセサリーをこう金で統一されててベージュなのがいいですよね娘で見たらちょっと裸に見えるような感じ <laughs> それがまたいい、ね、<laughs> ま,あまたすぐ写真撮りにくるからね, <laughs> いいね昨日あったらいい「としまえん」豊島園っていうのさあ,あ なんか終わっちゃうんだって。寂しいね。で、もう終わるとなるとさ、すごい人で、すごいメッセージみたいなのが書かれてるってテレビでやっててさ。年しいたってことあるとしまの仕事で書いたくらいですね。ロケで僕ら行かしてもらった。だ俺も仕事で一回行ったぐらいかな。 まあでもあそこら辺に近所に住んでる人なんかもうずっと自分の遊園地みたいにねな、うん、くなっちゃうんだねなくなっちゃったあと何になるのかねハリー・ポッターねテーマパークになるんですね,でねあれは結構欲しまれるだろうね流れるプールは世界で初めてなんだってね<ー>世界で初めてとか日本初といろんなのたくさんあったらしいよ,いよ波のプールとかもそね波のプールか。 流れるなんかねそうだよね子供がさ、うん、インタビュー受けててさ、はい、子供が意見に来たやつや,つやその子供がプールに来ました泳ぎたいですって言ったんだよめちゃくちゃ可愛くてさなん <laughs> <laughs> かさ、うん なんかプールに来ました「泳ぎたいです」みたいな言い方がなんかこうマイク怖がってない感じがさすごいなと思って近うのでもそういう子供の方が可愛く感じるよねこう誰かがインタビューされてる時後ろでピースしたりとかさそういう子供の方が可愛いなんかきっちり答えるとさ思うやっぱちょっとあののそカメラとねはしゃいでほしいですよね 動画をやっぱり普段から見慣れてるからか、うん、あと親がすぐカメラ回すじゃないですか,か子供ってマジで今すごいカメラ向けられる時間が圧倒的に増えてる、うん、カメラ慣れてる慣れてるのか慣れてますよ

なんかユーチューバーの真似とかしますももういきなりカけたらはい今から何とかしてみたいと思いますみたいなのをもうなんか当たり前みたいにやったりしますよ子供ってそんなことされ張り倒しね時代の時代のそうそうそうですよグッとこらえるそれが普通みたいな感じなんでそうですでもこないだ可愛い子供いてさなんだっけあの あの日曜討論かなんか聞こうとしたのかな俺ラジオかなんかで聞こうとしてたら夏休みで子供電話相談室かなんかに変わってたのねで変わっててなんかその中で子供が質問するねで子供が質問する何々したいってどうしたらいいですかみたいなそれ質問の一つに子供小学校1年生ぐらいかな、あのー リニアモーターカーの運転手になりたいんですけど、うん、どうしたらいいですかみたいな質問が来たら、はい、そしたらあの答える人が「あのー、リニアモーターカーはね運転手いないんだよ」っあ言わなきゃいけないですもんねそれはね。<laughs> 子供がさ えみたいな感じでさ難しいっすねそれ今もなんかこのゆりかもめとかそうですね運転手さんいいん本当そうなのリリアは何百キロで走るか知らないけど本当そうかと思ってそうすねなんか賞金来るあれやったことある「電車で GO」っていうゲーム あ、ないっす。僕なんか、あの、どっかの鉄道博物館とかで、運転手みたいなやってみたことあります。あぴったりとめんの意外と私、うまいんで。いや、あれ難しいっすよ、あれめちゃくちゃ。はい。あ、すごいっす。はい、あ、そうなん。そう。そう。どのタイミングでブレーキをかけ始めていいかよくわかんないですね、距離感がね。なんか、その。ね、いますもんね。こう、昼間とかって、結構、たぶ新人の電、あの、運転手さんが多かったりして。失敗して、ちょっと戻ったりとか。ありますよね。たまに。いや、運転手さんによって、ずいぶん。 運転こう指差し確認とかかっこいいく感じるよねでも今はあれよくわかんないけど昔はね泊まるとこずれてたりねたくさんあったああ大観山の駅っていうのはさ豊子線にあってさ大観山の駅普通の駅飛んでるから出たとこがすぐ駅なのねで トンネルを出たときのすぐが駅で駅の長さが他より短いんだよ、うん、あそこ<お>、ね、だから東横線で渋谷方面に行こうとして一番後ろに乗ったとするじゃん、うん、で代官山代官山と思って降りようとすると、うん、そこトンネルの中でドア開かない。 焦って焦って隣の車線で走まで走ってもうだから車内放送はあるんだよあるんだけどもうちょっと聞き逃したりするとね、はい、止めるのが早いってこと<え>止めるのが早かったってこと違うよもう花はいちゃんと手手 定位置に止めても一番最後の車両はトンネルの中でドア開かないんで尺が合っってなかたですねだからほら満員電車の中で車両が増えたんじゃない昔に比べたらそうしたらトンネルの中になったりしたことが今もう代官山も変わっちゃってどうなってるのか言ってないから分かんないけどね今はもうあれでしょうすごいおしゃれな街でしょうね代官山というとまあね お前息子大賀山とかなんかは青山とか原宿とか連れてってないの前は、うん、昨日はお、うん、表参道に連れてったけど、うん、おおしゃれあの連れてきたくなかったんだよんだ昨日日美容室の日で、うんうん そしたらちょっと俺も頭散髪しに行きたいんだけどって、うん、なんかお金ないから私と一緒に行けば出してくれるじゃないか <laughs> <ー>だから待ち合わせして表参道の美容室行ったんだけど、うん、あの人右と左と違うサンダル履いてきて、ね、右と左とほなかなかの気持ち,ちいい、ね、恥ずかしくなっちゃった <laughs> あ、それはまあそれそれでいいと思ってるオシャレとか違うよ絶対何も考えてないよたまにいますよね表本さんと左右逆なんか色が違う相手の人はねえてじゃないんだショートパンツみたいなのにあと上アロハみたいなのでもうなんかえっ どこのチンピラですかちょっとあの無視しよう待ち合わせの時無視して帰ろうかなと思ったけどそういうわけにも「おう」とかって言ってるからニコニコしながらそういう無視するわけにもいかないし。かっこいいですよね何かね。でね。ビビってないしね表参考にビビってないしね。だけどあれでした。 ご飯食べるときは地元じゃないとこれはこの格好じゃダメなのなっていうそれは分かった自覚はあるんだうちの娘も左右も平気で違う別々の靴下履いてたなおしゃれなんじゃないですかいやどうでもいいと思ってあいつはどうでもいいと思ってたんじゃないファッション業界にお勤めですよねまあそうだけどそれはおしゃれかもしれないいいいややや。それ解決する方法私はうん。 見つけたん高校中学の息子が寮入ってる時、うんうん、毎回別々の靴下だったから、うんうん、全部靴下グレーにしたの全部グレーだからどれ履いてもどうなってもいいんですね,ねそうそれ俺の友達の正明がそれやってるよね<嘘> <laughs> 正明が全部同じ。

对吧？

るわけですよ五本指ソックスだったら B さんだったらいいじゃん B さんだったら全部風当たるじゃん、ね、いやいやだってあこれ足指くっつくじゃないですか、うん、ここがこう汗をかくと自トってなるじゃないですか、うんうんうん、おい70年間、はい、そ,その五本指今まで一回もはいたことないけど、はい、別に普通に生きてるけど <laughs> <laughs> あ,あ、それを知らずに。もったいな,ないですよ。いや、なんだ指の間の汗の量が多分多めなんだと思うんですよ。なんか細かそうな感じ、はい。なんかわかんないですよ。<laughs> 俺一回見たのは、うんうん、サンダル履いてるのに、この足と足の指の間に。なんか細く、あの。 ねじったティッシュを小寄りみたいな。小寄りにして挟んでる時あったん。俺見た家では俺毎日やってる。小指巻いてるんですよなんか。プロムスリングみたいなこう足にこう引っ掛けていなんか嫌だなここに対するなんかちゃんがすごいでしょ気になり出ったらもうダメもう。 もうだないいそれや一切しないですね僕は2人でそうだったら嫌だなんか嫌じゃないですかコンビで5本足ソックスって5本指ソックスねでもノーパンとかも嫌でしょだってノーパンも結局この辺ビチョビチョになっちゃうから嫌じゃないですかビチョビチョになんないよそれと同じいやビチョビチョになんないよって言うんだよお前は別にだって なるっていうか <laughs> そんな <laughs> そんなノーパンあんまりしてませんから私は。え <laughs> お風呂上がりなんかムーを切て少しノーパンでいなきゃダメでしょ<笑><笑> 後ろ。あ、え、乾かせなきゃいけないですか。やっぱちょっと乾かす。なんでえぐちの体はいつも乾かすて。もうそう、乾かすって。風呂上がりにちょっと乾かす。風呂上がり乾かすね。ローバンでうち合で会うのか。扇風機とか当たる。扇風機当たっちゃう。当っを広げて。動く扇風機あるからな。今のちっちゃいやつが。ちっちゃいから本当しないの。すぐじゃあお風呂上がりにパジャマとか着ちゃう？ああ。いやいや。 もパンチでは歩くけどね,ね、まあ、マナー的にもちょっと脱いでいたいとは思いますね。どうしてもこう吹き切って でもちょっとなんかこのまだなんか湿度が高い印象はありますよね、うん、僕もあの絶対のブリーフ派なんであのトランクスをずっとも入ってないんで、うんうん、ただですちょっとブレやすいんでじゃあたまに風に当てなきゃだれそれはありますね,いいすねブリーフだろうが知ったことある <laughs> その話を聞きたくない俺はトランク派だぜってなんで言われし、ね、<laughs> いてないよね 大人になってご褒美なんか入いたことないでしょでもありますけど、そんな特に気持ちいいっていう感じはなかったですよね。履くの、めんどくさくないですか、小指と薬指が一つの指にぶしゃっと入っちゃったりして、また履き直したり、あれ、めんどくさいですよね。 う慣れないと確かにありますけど<ー>ほらなんか手袋だって面倒くさいねんね足取 <laughs> 一本一本入れるなんか冗談じゃないよもういやお客さ一回はもうやっと入いてみてくださいそうなん絶対もったいないですよこれを知らずに、はい、はいはいはいえっ、ー、と「バカ声出すと気持ちがいい」っていうねああの、まあ、全然関係ない話がちょっと時間が足りなくなっちゃいました <laughs> はい、太田さん。うん、はい。じゃあ、あの、オードブロックの、はい、うん、ネタの準備をしてい、はい。はい、はい、今日のネタ、はい。はい。しみ。はい。お前ら何かで、あれだったの。のどっかで、誰かとすごい,い。色の係の、デジタルフェスに、出演が決定と、森山直太朗さんだった人と、一緒に出る。あ、そすか。<laughs> そうなん。

感染症として入院を進めるなど必要な措置が多くて、うん、医療機関とか保健所の業務を圧迫しているという声があるからなんですね、うん、で無症状の人軽症者の人の入院勧告をやめることなどが予想されるんですが、まあ、措置を緩和すると感染が広がる恐れもあって、うん、慎重な判断を求める声もあるということです、はいうん、で6月以降全国の新規の感染者1000人を超える日も多くて新型コロナ専門病床を備える医療機関 や保健所への負担が今増えています東京都内のある保健所の担当者は濃厚接触者の追跡とか健康観察とか3月や4月と比べて何倍も負荷がかかっているというふうに明かしております、うん、じゃあ措置をどこまで減らしたらいいのかという議論なんですけれども、うんうんうん 一部には、季節性インフルエンザと同じ5類相当にすべきだという意見もあります。今、2類相当扱いなんですね。新型コロナウイルス感染症は。それを3段階下げて、5類相当、インフルエンザ、 などとと同じよううにすするるいう声もあるんで新型コロナの感染実態がそうなると、つかみにくくなってしまうことを、厚生労働省の担当者は恐れていると。うんうん、で、入院勧告をやめると、お医者さんが入院が必要ですよと診断しても、うんうん、応じない患者さんが出てくる恐れもある、うんえ。知らないうちに高齢者の方々に感染させたり、重症者や死者が増える恐れもあります。 で入院勧告とセットとなっている今、治療費の公費負担、まあ、自己負担しなくていいということもなくなっちゃうので、うんうん、入院費などで患者の自己負担が生まれる恐れもあるということなんですね。うん、でこれあの、全国の知事さんたちもちょっと懸念の声を上げてまして、毎日新聞。大野元弘埼玉県知事は、指定が外されてしまうと、都道府県知事には対応するための法的な権限がなくなっちゃうと。うんうん、例えばあの5類の 季節性インフルエンザと同じにすると、うん。うん 感染の広がりを抑えるために都道府県知事がやれることはなくなっちゃうということですね。うん、それから大阪や京都など12府県政令市が参加する関西広域連合もそれぞれの都道府県で感染の拡大の防止と医療提供体制の確保に今全力で取り組んでいる中でグレードを下げてしまうのは時期尚早という声を上げています。うんうん、で、平井真司鳥取県知事も冬場に大きな波が来ようとする中引き下げは暴挙に等しい我々に、うん 職場放棄をしろというのかという声も上がっていて、まあ賛否両論分かれているということですね。はい、ムライどうこれは。いやこれすごいわかりやすいじゃん。だからコロナって案外なんかその感染者がおおい増えてきてるわけじゃん。だから国は国のお金を使い私たちに使いたくないってことでしょ。 そうとしか思えない。うん、今、入院して、入、今、かかると、入院しましょうよって進められると、うんうん、国のお金で入院できるんですけど。でも、ご、うん、その、5類になると、これからその、入院って、うん、例えば、えっ、ー、と、陽性になったけど、うん、全然症状が出てない人とかっていうのは、全部自分で、その、入院とか、うん、あの、ホテル取って泊まったりしない。うんうん、自分の自己判断になるわけです。自己判断という、自己負担。 自己負担だし、だからなんでそういうことするとしたら、うんうん、やっぱり国の、うん、つうか私たちが納めてる税金なんだけど、うん、それを私たちに使いたくないからっていうふうにしか取れない。うんうん、この緩和検討っていうのは、だどこがしてるんですか、政府がしてる国がこれからしようとしてるっていうことです。 まあ厚生労働省の一部は反対している懸念を示しているということですよね簡単に言うと、この指定をインフルエンザ並みにしようという。はいまあ、一番下げてと、うんうん、今、2類扱いなのを5類扱いにすると、3段階下げるということですけど、そうなると、季節性インフルエンザ並みの対策ということになります。 まあ、インフルエンザだとワクチンなんかが、まあ、出ててさ、うん、で行きたい人は注射行きましょうみたいなんで、うん、毎年ね2000円か2500円だっけ医療機関によって違いますけどかかっちゃったらもう自分で自己負担になると、うん、もう国はもうちょっとこれ以上金、うん、<laughs> そんなにかけられないよっていうふうにするのか。うん 今だって自分でその PCR、あの、検査しに行くとさ、3万から4万かかるんですよ。あれもおかしいよな、感染症なのになって思うよな。それをさ、無料にすべく動くっていうんじゃなくて、私その東京新聞のその出だしに見出しに書いてある、政府は新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けや、 運用の見直しの議論を始めたっていうこのことはいいのよだって今まですごい間違ったことばっかりやってきたじゃない例えばみんないらないって言ってる布マスク送りつけてくるとかあと GoTo トラベル結婚したりとかあとは給付金もう野党が頑張ってようやく出たけど10万円のだけどあれ最初うんって感じだったじゃん配り方の問題もあったしなだからその 運用の見直しっていうか議論の,その見直しっていうのは間違ってたことは間違ってたって認めて違う展開っていうのはいいと思うんだけどなんかこっちに見直すなとそう方向がちょっと違うだろうねそ,そうだよねあのー、あれだよねこれなんかあのー、小池さんなんかはさ あの収まりつつあるが、うん、高止まりしているっていう証言だよね、うんうん、収まりつつあるから高止まりしている、だから、あの23区内には要請を続けるっていうそうですね、東京23区内では、うん、あの9月の15日まで、うん、その午後10時までで営業を、うん、やめてほしいと、うんで、協力してくれた中小業者には15万円出しますよ、それは23区ないですよっていう話ですね。はい で、うん、都,の都はどうしてるかっていうと、うん、23区ってこう、まあ、要請をちょっと絞ったわけだ、うん、でもさあの俺近くに吉祥寺とかあるんだけどさ、うん、あそこは23区内じゃないんだよね、うん、そうするとさ吉祥寺は大丈夫だぞとかさ、うん、まあ町田でも八王子でもいいけどさあそこ大丈夫だぞみたいなことにもなる可能性はあるよね。 帰ってだから町の人はだから喜ぶ反面こ,うここはあのもう休業要請とかないからあのちょっと心配だって市民もいるわけだよね。うん、でそういうふうにとは方針を取ってるんだけど国はあのこのもう五類に下げると五、うん、類に下げてって言ってると。 まあ医療業界の人でもこれはまだ早いんじゃないかと、うん、なぜかっていうとさっき言った高止まりだけどもあの収まりつつあるっていう、うん、高止まりだけど収まりつつあるという理由がは,はっきりしないわけだよねずっと言ってるんだけどこのファクター X がはっきりしないと、うん、これがはっきりした時点の判断ならわかるけど、うん こうなんかこうなんか感染しても大したことないらしいよとかってう,こう噂だけで大元がなくて収まっていくかもしれないっていうまあ現実に収まりつつあるのかもしれないけどもうちょっとここをちゃんとしっかりしてからあと体勢もしっかりまあ多分。ななんんかか今のままだとなんか 身近でさ、身近でって、まだ私の本当の身近な人はまだ一人も出てないんだけど、誰かの知り合いがなったとか、そういう話も聞くようになってきてるし、テレビつけたら、あの、お亡くなりになった方もいるじゃん。だけど、政府のやってることって、 コロナの話もみんなそろそろ飽きてくるでしょって言われてるような気が、うん、そういうことじゃないんだけど、うんうん、まあ経済もとっても大事だから、うん、そんなに心配なものじゃないよっていう印象をつけたいなっていうニュアンスもにじみ出てはきますよねまあでも大元はだな入院勧告とセットとなっている治療費の公費負担をやめ。うん 入院費などで患者の自己負担が生じる可能性もあるっていうやっぱこの金はなんか大きそうだなそうだからうちらに金使いたくないからでしょそれしかないでしょうな理由 <laughs> とももうお金ないしねって言ってね、うん、国ももうね、うん、もう本当だったら一番何言ってるんだと思うあんなにさ前の選挙の時国難じゃ国難じゃって騒ぎまくったのにさ、うんうん うんね、本当の国難なのにな。うん、はい、次です。はい、えっ、ー、と、次はですね、あのー。 アメリカの問題がちょっと深刻ですね、うんうん、日刊スポーツの記事ですけれども、アメリカ中西部のウィスコンシン州ケノーシャで黒人男性が後ろから警官に銃撃された事件、うん、えミネソタ州で起きた警官による黒人男性への暴行死に続いて、抗議活動が広まっていて、全米で緊張が高まっているということなんですね。うんうん、でこののの模様を撮影しした SNS でで動画が広が広ってておりましてで現場ではその 抗議デモが始まりそれが全米に広がりつつあるとその抗議デモは一部で暴徒化してそれに対抗するべくあの白人少年が発砲して2人が亡くなるという事件も起きているということで、まあ、これからの混乱が本当に懸念されると、まあ、トランプさんは州兵を派遣するという方針を出しておりますけれどもそれも賛否両論ありましてアメリカの分断がますますその深刻度を増して広がっているということですね。 なんかあれだよね。それでまたこのボート化するってことになんかあれだよね。うん、目を向けて、ここを鎮静化しなくちゃダメだっていう意見も出てきてるよね。うんうん、あ、だけども、こう、現地の情報では、このボート化する人たちと、デモしてる人たちはちゃんじ、うん、ゃ,んゃん違うんだっていう話も伝わってきてるよね。そして、その上で、日本では大阪直おさんがまあ。 抗議ををしてうて、ね、こう試合を出ないっっ言まあ今度は出られることになったらしいけどねまあアメリカでも MLB でもね、うん、あの試合を3試合ぐらいこうやめてるけど、うん、大阪直美さんが言っ,たのいい言ってるのは、うん、いつまでこんなことがもう疲れたよと、うん、いつまで続いてるんだと。うん なんかこう、差別の定義みたいなのは、こっちにきてる、きてないまあ、一応、賛成堂の大辞林という辞書からすると、2番目の項目がこのケースに当てはまると思うんですけど、偏見や先入観などをもとに、特定の人々に対して不利益、不平等な扱いをすること、またその扱いというふうに書かれていますいろんな人種が、いろんな世界では。 いろんな宗教があっていろんな人たちがいるわけだからねなるべく黙ってちゃダメなんだよ自分がされてなくても声を上げなきゃダメなんだよ、うん、そういう野蛮なことやめろってそうだね、うん、さあ今日も始めましょうポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー「大竹メインディッシュ」本日のお客様をご紹介します1986年大阪府のご出身です 慶応大学卒業後、中国留学を経てリクルートに就職。しかし、子供たちを上から目線で評価しない支援を模索すべく、多摩大学の事務職員に転身されました。この度、ドリームハラスメント、夢で若者を追い詰める大人たちというご本をお出しになりました、高部大門さんです。 よろしくお願いしししまます、はい、よろしくお願い,しますいしや今回の本のタイトルは「ドリームハラスメント」うん「夢で若者を追い詰める大人たち」というふうになりますが、うんはい、いやーでもこれ、まあ、あなたはこういうことに加担していませんかみたいなことが書いてあるんだけど。 俺ぐらいの年取ってくるとねいやどっかで加担してたか若いやつそんなこと聞いちゃったような気がしないでもないなと思うけども阿佐ヶ谷姉妹は子供の頃なんかどんな夢がありますかとかでももうでもんか学年が変わるごとに何か文集とかで夢はみんな書かされて書いてましたね。て書いたなんか でもなんかあんまり書くのがなくて友達の真似をして看護婦さんって書いたことがありましたんか友達になりたいのがあんまなかったので友達の真似して看護婦さんって書いた時がありましたね俺は確か白バイのあれだったな小学6年生ぐらいの時はねええお姉ちゃんは私はやっぱり他の方が同じような職業を書かれていたのでんかそこにちょっと染まりたくなくて あの、お友達が渡辺徹に会いたいって書いたって、うん、で黒柳徹子になりたいって書いたりとかですね、<laughs> うん、あと小6の時は、あの、うん、急にコピーライターになりたいとか、うん、思ってもいないこと勝手に書いちゃったんです思ってなかったのに書いたのね。そうなの。なんかちょっとだからひねくれてたっていうか、<laughs> <laughs> 素直に夢をなんかこのまま答えてなるものかみたいな感じがちょっっとあった気がしますよ、ね、なんかここの中でも弊害を持つ3人<笑><笑>いろいろちょっとみんな一筋縄でいいかない感じのこの本のタイトル「ドリームハラスメント」はい、ちょっと教えていただきたいんですけども,、はい、もうあのなんとかハラスメントがすごい多い中でどうしようか迷ったんですけどあの意味としてはですね、うんはい あの若い人たち、まあ、特に子どもたちに、うんまあ、夢を持てとかですね、うん、夢を持って生きろと、うん、そういう、まあ、計画的に人生歩んでいけよっていう、うんね、そういう,こう生き方の強要を <laughs> あのドリームハラスメントと。<laughs> はい、あ,あそう夢を持って生きるってことはちょっと計画的っていう意味合いが裏側にちゃんとあるってことなのかうんはあ、い。う 夢を言ったりしたらですね逆に「お前はそんなの無理だろ」とそうなんです言われたりもしますよねお医者さんになりたいって書いたら「うんはい、お前にそんなになれるか?」と言われている子供が実際にいたりとか「黒柳徹子のモノマネしたい」って言うと「うん、できるか?」って言われるケースも <laughs>、えー、ケースもありますんで定されるとねまたはいで気がついたのがこうみんなが夢を夢を持たない 生き方みたいなことがそんなにダメなのかっていうふうにお思いになった、はいね、ご自身でもそんなに夢は全然僕一度も持ったことなくて一度もな, <laughs> ないんですよあいや毎日楽しいんですよ、うん、楽しいんですけど、うんうん、大きい夢をそのプロサッカー選手になりたいとかないなかったですね<ー>なのでより一層予想外な反応でしたじゃあどうしてそ,そういうのからドリームハラスメントみたいなことに なんか子どもたちが随分影響されてるなっていうことに興味をお持ちになったそうですねあのまあ学校に講演とかで行かしてもらった時にあの2000人ぐらいですねアンケートバーッとめくっていくともう夢夢うるさいとか正直鬱陶しいとかそういうコメントをもう2000件ぐらい目の当たりにしてですねこれはちょっと嫌がらせのレベルまでいってるんじゃないかなというところからハラスメントという名前をはい使いました。 でも、まあ、この国、まあ、世界もそうかもしれませんけども、はいうん、ドリームハラスメントみたいなことが、なんかやっちゃいけないことだっていうふうには、なかなか世の中、変わっていかないんじゃないですかそうですね。あ<ー>今回、コロナもあって、はい、余計にあに例えば大企業がどうなるかも、うん、有名企業がどうなるかもわからないので、計にこに頼れるものが。 はい、なくなっちゃって、うんうん、よりその個人の夢にかけるしかないみたいなのが、うん、一部まあ学校の教育の中でも、うん、まあ今まで以上にコロナもあってもう夢ぐらいしかもう頼れるもんないんじゃないっていう感じ、うん、<laughs> 僕はですけど、はい、一部そういう印象も受け取ってるのでたくさんの方にアンケートを取ってこのアンケートの用紙がここにちょっとあるんですけども。はい 世の中の大人に夢に向かって一直線で行くことを勧めてくる。ね、うん、学校では先生の言うことが家では親の言うことが正しいと思い込み疑ったことがありませんでした。ね夢は特に持たなくてもいいと聞いた時に肩の荷が下りた安心したとねえ いうアンケートもあります。夢夢に強制されないで。生活していきたい。結構夢の害大きいですね。これ。夢持たなくていいって言われたことあんまりないですもんね。今までで。で、私たちも、あの、まあ、インタビューとかまだね、あの、受けることが時々あるんですけど。未だに聞かれるっていうね。 気になってもう四十六とか四十七なんですけど、さらにまだ夢は残っすか？いやいや持ってくださいそれは。いやいやでも持った方がいいですか？雑誌とかテレビでもすごい聞かれますね今だ。にこの間でも朝谷姉妹の二人のあの夢っていうのある女性雑誌の記事で見つけちゃってではいはい。書いてありました。朝がハイムっていうのに住みたいと。えそれはそうなんです。そうですよね。 みんなで矯正できるなんかアパートみたいなのが建てたられたなって時々あの言ったりするんですけどそうするとちょっとはあみたいな顔をちょっとねインタビュアーの方にされられたりする場合もあっていいですねって言ってくださる方もいらっしゃるんですけどちょっと聞いてるのそっちじゃないんだけどなみたいな MC やりたいだねそういう方を求められたりする,もあるんですよ、ね、でも子どもたちもまさに同じで、うん、あのただ夢強制されてるっていうよりは。うんはい ストライクゾーンが決まってるんですよもっと言うと仕事に関係する夢を言ってほしそうに学校の先生とか保護者の人とか国もそうだと思いますけどなので「朝佐ハイム」って多分今の子どもたちが言っても多分「はっ」って言われる可能性の方が高いですね。ありがちなのは今賛否論あると思いますけど例えば公務員になりたいとかちょっと前だと大企業に入りたいとか。 まあ、あの東大に行きたいでも何でもいいんですけれども何、うん、かこう、うん、仕事につながりそうなとか、うん、こう社会のメインストリームっぽい感じのですね、うんうん、世界を放浪して歩きたいとかいうのはダメなんだそういうの <laughs> 僕は個人的に全然いいと思うんですけど <laughs>、はい、あまり受け入れられてないですね、まあ、学校教育もそうですけども、はい、なんかこう社会の一員に、はい、なりなさいとそうですね あのなりたいものとのギャップがあんまりない感じ歯車になれって言われてるんですけど、うん、表向き夢っていう言葉なんですごく立ちが悪いというか、うん、印象僕は持ってるんですけど、うんえー、実際にこれの弊害、まあ、ここのアンケートにもありますけども、はいはい、夢に縛られたり夢に追い詰められたりしてる人はかなりの人数。 そうですね僕がその1万人ちょっとぐらいですね中高生向けに今までお話をさせてもらってそのうち25%ぐらい4人に1人は何らか夢で苦しんでるっていう答えをもらっているので少なく見積もってもそれぐらいは4人人に1ぐらいいはるとお父さんが医者だからお前も医者になるんだみたいな。 ね押し付けばると思いますね。親からのなんかこう何かもありそうだよね。うそうですね、うん。そういうところでうちの親は別に何になるって俺に言わなかったな<あ><に>そう慣れなかったですか。う,すかうん。だからこんならうんだからこんな何と <laughs> コメントしていいのか良か,かったですよか。良か,かったのかどうか分からないです <laughs>、うん。いや夢っていうようにねなんかこう。 高校出て僕は高卒ですけどまあ大学でもどっちもいいんだけど、はい、さあ働きましょうっていうのがねいやなんか腑に落ちないなとあ<ー>なんかこう,そ,う、ね、そんなに自分の大事な仕事をね、まあ、将来、まあ、や,めやってるかどうか分かんないの、うん、まあすぐこうやりたいってどういうことかよく分かんないっていうのは俺の本音でねその時はいいろいろ経験してみないととかまだ思ってたのねそうですよね、うん モラトリアム期間みたいなもんですよね。えっとあれ高部さんもあっちやったりこっちやったり仕事してますよねいやいや全然全然もうただの大学の事務職員でコピー取ってる毎日なんで今は今ははいリクルートという会社ではいましたけれどもその時は会社の中でのいろんな仕事をクレーム対応やったりとかですね営業やったりとかまあでもクレーム対応がその時のお仕事だったわけですよね。 ね、もう夢にも思いませんでしあ結構きついきつかったですね電話取るといきなり怒鳴ってるんですよね、うん、お相手が<ー> <laughs> 鍛えられましたい,いろんな仕事あるよねありますよね でもそれが日々の生活の過程にみんななってたりするわけですよね。ですからなんかこうあらかじめ夢ってキラキラしたものを描いて仮に、まあ、僕は描かなかったんですけど描いてまあリクルートという会社に仮に入って。 はい、初日からクレーム対応だと、うん、この落差は多分すごいと思うんですよ。これ夢描いたからこその落差がおそらくあると思うんですけど、うん、僕は全くあの何の夢も描かずに入ったんで、うんうん、まあ、こんなもんかというよく言えば覚悟みたいなのが、うん できるというか仕事ってまあこれをやっていくんだろうなっていうのがあったので、そこのギャップは弊害としてあるんじゃない？高部さんはこう夢を持てっていうのは宝くじを買って当てると同じだって言っていらそうですね。あの宝くじで大体まあ10人中ほとんど8、9人ぐらい外れますよね当然。夢もあのそのハードルが高ければ高いほど基本的にはかなわない。 ものだと思うんですプロ野球選手になりたいって言っても夢はいいと思うんですけど叶わないそれを本人が持つ分にはいいんですけど強要するってことは宝くじ売り場に行きなさいよと買えと言われてるようなほとんどが外れるのに買えと自分がなりたいと思ったものは別に全然それはか構わないただどんな夢があるんだみたいなしつこく聞かれ方したりして答えざるを得ない時に 自分の本当の夢は答えられずに、はいまあ、ちょっとお茶を濁すような答え方もしなくちゃいけないですね。うん、本の中では「のつ造型」って僕は読んだんですよ、うん、結構もう子どもたちはその大人との,その夢のやり取りが、うん、夢の問答が面倒なので。あの、うん 大人に受けのいい夢を適当に言ってるんですよね本心で公務員とか思ってなくても公務員になりたいですみたいな感じをですね言ったりしてると確かにねなんかっなか何か何かしらをやっぱり書かされますよね書かされって感じがちょっとなんか怒られるよねなんでいですって言なたなんか怒られそうだよねなんか書きなさいとかねなんかあるでしょうってやっぱり言われますもんね書かなかったらね あの公務員になりたいっていうのは、はいうん、あれはだだ誰の夢,夢だって、うん、どういう意味なんですか、ま、これ。あの基本的におそらく大人側に都合がいいんだと思うんです、うん、公務員とか、その夢全般がですね。うんはい、で、大人たちはまあ食いっぱぐれがないよっていう意味で、で公務員がいいよみたいなことを案に行こう。はい、そうですね うん、象徴だと思います悪意があるわけじゃないと思うので、うん、あの食いっぱいぐれがあるよりは安定的にあの食べていける食、うん、そのまあ代表例としておそらく公務員というのを堅、うん、実に人生考えてるねみたいなでも逆にそれが浸透したのかどうかは知らないけど、はい、まあ本人たちも夢。夢 って言ったら、あの公務員になりたいですっていうのは多いよね。そうですね。最近ちょっとユーチューバーが、あの徐々に来てますけど。はい、来てはいますけど、一昔前は公務員が本当に。そうですね。あれはなに、子供、自分たちが言い出したことじゃなくて、社会の中で。こう、どっちなんですか。僕は言われ、言わされてるんじゃないかなという気はするんですね。あ、まあ、もともとその夢を、この個人が勝手にというよりは。あの国が結構ですね。全面的にバックアップして、持たせたり。 歴史があってこのラジオ多分始まったの2007年ぐらいですよね、うん、お二人が結成された時だと思うんですけどそれぐらいからこうキャリア教育っていうのが全面的に公教育としてこう学校に入っていったんですけど。うんうんうん なまあ、両々しい名前なんですけど、うん、要はあの生き方を教えましょうとか、うん、仕事食料教育をしましょうっていうのが200、まあ、2007年とかぐらいから始まったんですけど、うんはい、その時にあのどんんな子供ででも夢にに向かっってて頑張れるるよううというのがまあ一部入ってるんです、うん、そうすると裏側には夢を持つのが素晴らしいっていう前提がどうしても透けて見えるんですけどその頃からあの徐々に徐々に浸透していったんじゃないかなと思いますね。 そうか俺たちの高校生のね、はい、女の子なんかはね銀行員とか堅、はい、実,実って言って<実>まあそれ内定が決まったりするとみんな周りが喜んだりしてたけどね、はい、本当になんかそういうのって、まあ、世間の意を組んだりして言い出してたことも 多いいかもしれなね途中までの時代はもしかしたらいけたかも分からないですね僕も父親が60ちょっとなんですけどやっぱりマイホームを持つとかマイカーをとかでそれが夢でかつ達成できた時代もあったと思うんですけどそうなんだようちの親父の時代は高度経済成長でもうマイホームがサラリーマンの夢の塊みたいにね。 うちの親父は変なとこに土地買って騙されてそこにちょっと阿佐ヶ谷ハイムを建てていただいて <laughs> 親父と一緒に小学校4年か5年の時その土地見に行ったんだよね買ったっていうから、ねうん、そしたらマイホーム建てる土地ゴ、うん、ーって音が聞こえてきてあっという間に。 まぶれよ、すんごい飛行機が飛んだんだよ。<あー> <laughs> 隣のうちの窓ガラスが触れるぐらいの。そう、ちょっとあるとこ。<laughs> 夢がそんなもの困るですね。いやいやはい。えっ、ー、と、過去の経営者は、最初は夢なんか持ってなかったらしいですね。そうですね。もう<ー>、本田宗一郎にしても、はい、松下幸之助にしても。うんうん 今、ご存命ですけど、稲盛和夫さんにしても、ソニーでいうと、森田さんとかですね、いろいろインタビューとか本とかも見たんですけど、少なくともその会社始めるときとかですね、もっと遡ると、子供の時代ですよね、明確に夢っていうよりは、もうまあ戦後、すぐ創業されたっていう方も多いので、余計ですけれども、その日暮らし。 で、途中でようやく経営理念とか、うん、ビジョンとかですね。<laughs> これ、そうだったら後からだ。後から。まあ、私さんもご自身もそうかもしれないですよね。うん、こうどんどん理由を磨いていかれてみたいなのって、うん、別に子供時代に明確に。ないない。今、これよっていうのは、あんまりない気がするので、経営者も同じような。 あそうなのものすごいみんなこの本田宗一郎さんとかねすごい理念があって社員を教育してるみたいに思うけど最初はそうじゃないそうなんですよね創業してずいぶん経ってから最初は何て言ってたんですかこの誰でもいいんですけど経営者の方々すかいや例えばソニーとかね事例にとるともうあの その日、その日暮らしていて、ですねうん、うん、それこそもう観光庁からオーダーされる仕事をもう取って、それをこう組み立ててですねやっていて、ウォークマンを作ろうなんて、もうその時には全然思ってなかった夢の商品だもんね、あんなの、はい、ねこう、外で歩きながらステレオが聴けるみたいない。夢の商品でしたでね あの宣伝す <laughs> <laughs> でもそれがもうそれをっていう目標じゃない、うんうん、最初にそうしてたわけじゃないですもんね、うん、それ作りたいっていう,てう,ういやでも世界全部ですかこうこ子どもたち全部がやっぱしこう大人たちから夢を持つように日本だけですか夢を持つようにみたいな聞いてる限りはですね<ー>まだまだリサーチしないといけないんですけど、うん、日本特有な気がしてますあら どちらかから影響を受けたとかそういう感じ、ね、アメリカから受けたとか、ね、なんじゃな,なんいですかそうなんですあの昔だとキング牧師が「I have a dream」とか言って、はいはい、今英語の教科書なんかでも言われてるんですけどまあアメリカの場合やっぱり今回白人黒人の問題でもありましたけど、はい、まだあの階層とか階級とか、はいはい クラスがやっぱりありますよね、社会に。日本って表向き、そういう階級とか、そのない、もう差別なんてない、平等な社会っていうのは表向きですよね。表向きは向きですね。でね。そうすると、みんなどんな夢を持っても、達成できそうな感じがしますし、達成できないときに、 努力不足だっていう、うん、努力至上主義的な考え方がどうしてもあってあ<ー>裏側で例えば育ちがいい子も実際にはいたり、うん、教育にお金すごいかけられてる家庭もいるんですけど、うんはい、そうじゃない人たちがもうみんな一律平等にっていうのが、うん、一応表向きはそういうことになっているので、うん、あの夢を持てよって言った時に、うん、えと本人の問題にこうすり替えられちゃうっていうのが日本特有ではないかと。なるほど,るほど、はい、しかもこの 格差が今広がっていく中で、はい、もうはなからそんなこと言ってられない現実が若者たちに迫ってますもんね。それは教育の問題とも大きく関わってるわけですよね。そうなってくると、まあ、そういうのってごく一部の人たちの。 なんかこう象徴みたいになるのかな、うん、どうなるかな、ね、うですね、一部の人たちは、でも、まあ、そのなんか、そうですね、うん、まあ政治家の方なんて、特にあの政治家になりたいっていう、うん、まあそれはそれで立派な夢だと思いますし、うん、いい大学行きたいとかいうのもあると思うんで、うん、一部やっぱり今後も残っていくんだろうなと思うんですけど。その夢がやっぱりモチベーションになるか でそれで自分の何ていうか目標達成に到達するための何か指針になる方もいらっしゃいまねそうですねそれはそれであってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけどそうじゃない方もいらっしゃる。うん、そうですねう 世界でそんなな夢夢っっっててて言いい国う僕は北欧なんかを旅してるとあんまりその夢夢って言ってなくてですね、うんはい、フィンランドなんかもあのそれこそ子供たちとかに現地であの一応嫌みったらしくですね「夢は何?」とか聞い,て聞いてみると「早く大人になりたい」とか言うんですよ。であのパパとかママみたいにとか言ったりするんで職業とかこれっていう,こうストライクゾーン全然定まってないんですよねちっちゃい子でもですね。 なので、もうその公教育でこう夢っていうのを明確に、うん、あのいろんな指導要領とかです、ねうん、に夢っていうのはバチッとはまってる国ででそんなになにいですねどこに行っても聞か,聞かれたり書かなくちゃいけなかったりしますもんね。 言われていれば、早く大人になりたかったな、俺も。ああ、そうです健全でいらっしゃいますね。早く大人になれば、もう、タバコも吸えるし。何でもできるって。うち、うちも、呼んでるし。いや、それは、でも言われますよね、きっと多分ね。でもね、学校の先生とかからしたら、違う、そういうことだって書いてた子、やっぱいないもんね。そうですそうですね。いやー、すごいよね。じゃあ、これ、これがあれですね。なんか、これ、 これからかえって先の話になるのかな、ドリームハラスメントがちょっと若者とかを苦しめることになっていくかもしれないっていうふうに危惧なさそうですね、どうしたらいいんですか、それは。もうあの、このタイトルの通り、まずは子どもたちは、うん、もう IKKO さんが言うようにも、うん、ドリハラーと先生たちに言ってくれれば、うん、少なくともあのカジュアルですけど、防波堤にはなるんじゃないかと。 あまり深刻にやってもですねあんまり解決しないさん何したですか k 個さんはあの「どんだけ?」みたいなすいませんわざわざ言わされちゃってあの冷や汗が出ちゃいますけど「どんだけ?」みたいな感じで「ドリハラ」と言っていただければドリハラはいドリハラはいいかもしれないねお三方ていていてありがとうございますでも深刻なことでは僕もあると思いますよこれははいはい 改めて高部大門さんのご本を紹介します。ドリームハラスメント、夢で若者を追い詰める大人たち、うん、イースト新書から税込み946円です。うん、興味のある方はぜひ書店でお求めください。はい。はい,はい。でお時間ですね。はい,はい。大竹メインディッシュ、うん、ゲストは高部大門さんでした。ありがとうございました。はいどうもありがとうございました。したポッドキャスティングでも配信しています。ゴーデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。 今日のお客様は今お聴きいただいていますレッサンラブも収録されているソロデビュー30周年記念豪華8枚組ボックス愉快ボックスを 9月23日に発売するダイヤモンドゆかいさんですこんにちはよろしくお願いしますどうもハローサムシンかっこいいお前も急に元気なお前もいやなんかねちょっとあの曲聞いてるかなみたいなお前単純なんじゃない言い方ちょっと変えてみたすごいいい曲ですねレーサー。ありがとう前回はお越しいただいた時には確かね もう何年も前だけ。あ、そうなんですか。それぐらい前なんですか。そうしたっけ。あの、確か、種、五本のタイトル種なしだっ。だっけ。え、いや、その前来てますよ。本当。え。忘れちゃったんじゃないの。ちょっとね。そんな前じゃないですよ。そんな前じゃなか本がありましたね、私その時。うん。でも、はい。それから、俺はよく、あの。N. H. K. のすっぴんね。はい。すっぴんを。まあ。 担当の曜日が一日あってそれと高橋源一郎さんもやってて親友のねうんまあね親友がまあよく聞かせていただいてたんだけど大竹さんがねすっぴんをね他局でありながらずっとなんか応援してくださってねラジオ番組ですそうそうそうそれでその中でやっぱりゆかいさんが時々だけどねギターを持ってね歌うのよ今日はこれっつってもうすうまいね歌ね 俺なんか素人とかこんなこと褒めてもしょうがないけど歌手に向かって一応歌手なんですけどいやだけどさうまいなって思う人いるじゃない歌手の中でもさすごいなって思う人はういう歌歌うギターでバラードとか弾き語りはねやっぱり弾ける曲がねそんなペラペラやる方じゃないんで饒舌じゃないですよねどっちかっていうとこう。 タイプとしてはでもビートルズなんかやってたよねビートルズはもうねビートルズで音楽始めたきっかけがそうだったんでねそうなんですよいやいやいやもう本当ギターでもうなんか聴いたらお前うっとりするぞお前わあょっとにいや私は本当にバラエティーの番組でもうずっと前からご一緒すること多くて本当に何でも料理の番組とか一緒に料理やったりとか。 そういう、ゆかさんがイメージがすごいんで。何でもする人みたいなそう。ですよね。この間も、あのね、あの、あれ、フリーズって番組で、何が起こっても、もう動いたらいけない番組で、蛇がブーって、もう滝のより降りてくるところでも、動かないでぐっともう、なんかもう一点見つめてみたいな、すごいいろんな番組で。ちゃんのね。 そうですよね。はい、まるで優勝したんですよ。そう、いろいろやられ。すげえ。でも、そのバラエティは確かさんまさんぐらいからだよね。さんまさんの。番組でね。あれ、騙されて出たんですよ。あ、そうなの。一番初めに、当時のマネージャーがね。そう。役者やりませんか。で、俺、けあれなんですよ。二十代の頃に。映画。なんか。出たことがあって。 んかまあんての自分としてはね俺も40過ぎたらそろそろいい役者になれんじゃないかなと思ったらそうで仕事入りましたつそしたらそれがさんまさんのさんまさんの番組で違うじゃないかとでもその時のんかゆかいさんのいろんな言動は一つずつ全部面白かったわけでしょななんんでですかね自分は全然あの テレビとかあんまり見なかったんで当時だから一緒に出てた人たちが誰なんだかさっぱりわかんないわかんないよねバラエティなんかね分かんないもんねでもさんまさんが人っ面白くしてくれたんだや、そういうのがあってバラエティもこなしたりねえ浜ひぐですよねおたけさんはねまあ当時俺突っ張ってた頃のからおたけさん 知っててねレッドオーリアーズの時だから30年30年前の3年間ぐらいだよなああそうね大竹さんもかなりとんがってましたけどねとんがった同士で名古屋の番組でねそういう若者相手の番組やってすごい視聴者だったんでねねジャックナイフのようなトークでね人を傷つけるっていうね人を傷つける本当にもうあの頃人間じゃなかったからね <laughs> でもあのレッドオリアーズは、うん、うわーってきたことあれ3年間ぐらいの活動だったのそうですね。ああもう全然みんなものすごい活動して、ね、後で聞いてみると「いやあれ大高さん2年か3年ぐらいの間ですよ」って言われて俺びっくりしてるの、うんレッドオリアーズもそうだった。そうあのデビューして大体正確に、あのー、数えると 2>,、うん、2年半ちょっとぐらい。ああそう。 バンドブームとかねそれもあったけどいやあのねバンドブームが出る前に解散しちゃったんですよ実は90年からバンドブームっていうのがあってその前がまあ実績にはねその前にいろんなバンド出てたからバンドブームだったんだろうけど。 そうもう本当にバンドブームっていう言葉が出て流行る前に89年に開催しちゃったからえだからそれに名古屋の番組で生放送で、はい、あのやってたのねはいそれで生のバンドでやるわけよ、はい、それは東京からレッドォールヤズが来るとか、うん、ジュース・カイ・ウォーカーズが来るとジッタ・リンジンが来るとかね、うん、もうそんなのばっかしでもう名古屋の若いヤツはだからそれをもう三浦なんかが 青木さやかなんかが名古屋だから高校生が中学生ってもう飛んで帰って見てたっていう時代的には、はい、みてですね、うん、そういうのがあってあ<ー>そのあとやっぱソロになって、うん、3, 3年間しかやってなかったと思うびっくりしちゃって。うん、俺はもうずっとあの 暴れものずっと暴れてんのかなって長い間インパクトがすごかったから余計にそうながってなんかもひどかったもんねあの当時は x なんかですね x なんか来たらもうあれだよ終わった後もペンペン草も生えないみたいなそうそううんあま負けず x じゃもううーんゆかいも負けずのとりあだけどホテルよく出入り禁止になったりとかねえホテルがうん バンド名は言わないけどバンド名はビルの9階ぐらいのホテルからソファ投げちゃうんだからもう。わわけかんないでしょ何やってんだこいつらみたいな。でも投げたのはバンドじゃなくてスタッフなの。テレビ投げたのは「メンバーリアズ」とかって言ってないじゃん名前言わないし テレビ投げたのメンバーですよ人いますけど俺じゃないギター弾いてるやつがテレビ投げたまあでもそれでも人気もあったしもう夜中でもホテルの周りに女の子たち集まってたでったらめでしたねでったらめだったよねいい時代でしたねでもダイヤモンドユはその後結婚していろいろ苦労して子供が生まれてからはい お父さんだったね。いやいやあの立派なお父さんだったね。いや立派じゃないですけどね。はい立派じゃないです全然。うんだけどまあなんだろうね当時のようなフライボのようなそういう人間じゃいけないなっていう気持ちそれだけ持ってるっていうか。もう本当にいい話があってねあの湯川さんのお父さんは鉄道院公務員。 公務員,公務員え都庁、うん、都庁,、えー、都庁公務員で毎日ね、うん、夕方5時に帰ってくんだって、うん、お父さんがうもうとっくに向わずにうわと真面目な親父でね、うん、で何だよこの親父はってずっと思ってたんだって、うん、まあ真面目でね何のためにこんなことやってんだと思って反発したんだどそれが後々。 自分のためだったって気が付くんだよ <laughs>。だ俺を育てるためだったのかって愉快、うん、さんが気づいて。ああそれは本当子供を授かるまではね、うん、ずっとわからなかったですね、うんはな。なんでそんな働かなきゃいけないの、うん、みたいなね、うんうん、ずっと。うんうん 親の気持ちは分かんないもんね。分かんないよね。なってみて子供が生まれてもまたしばらくはね、結構年取ってきてて、俺なんかでいまだにそうだったのかって思うことたくさんあるもんね。お父さんでも。あ、そうそうそう。それはどういうタイミングで気づいたんですか。いや、自分が親になってみるとやっぱり。 この子たち、やっぱりねあの、生まれたばっかりの頃とかってのは、本当に何にも、右も左も分かんないじゃない。うそういう時から、でも、ね、子供たちの道を、まあ、親として、学校うん、まあ、なんだろう、できる限り。 作ってあげたいなって気持ちになってくるんだよね。教育も受けさせてあげたいし、ね、もし大学に行たいって言うなら大学も行かせてあげたいと。結構大変なんだよ、こうサラリーマンが。金かかんのよやっぱ。あの子供って。金金かかるよね子供。金かかる。まあこれ現実的な話でね、やっぱり大学まで行かせるのに、もうそういうお金もかかるわけじゃん。そうすると働かなきゃ。 育てらんないじゃそんなこと考えたことも全くなかったからさねえそっかお父さんになった立場がってことですねいろいろ考え方のじゃあやっぱしんかこうまあソロになるじゃんソロになった時よりもやっぱ子供が生まれた時の方がんか一人でやっていくっていうことに関してちょっと真剣になった うんやっぱり何て言うんですか無責任でねずっとザ・無責任男みたいな感じで生きてきたから初めてこう責任感っていうのんか俺がだってねめちゃくちゃやってたら。 この子たちが食っていけなくなっちゃうって思うと、三人いるからね。そうすると。一人、ふ、双子さん。そうん。うん。双子で、生意気ですよ。今いくつになったの、双子。八歳。あ、そう。あ、でも、まだ八歳か。一番上が八歳。一番上がね、十歳。十歳。あ、その下。シンクロやってますよ。一番上、がお姉ちゃんで。あの。シンクロナイティスミング。今、アーティスティックスイミングって言うんですけど。 それでねあのジュニアオリンピックとかでずっとええそうなのはい真剣にやってますあそうなのだ選手えですね強烈ですねへえ水の中でくるくるこうめメイクしてこないだのさテレビ見てたらさテレビでねあの北村弁護士ってるじゃないあれの息子さんが34歳なんだけどプロゴルファーなのよおおほいであ北村 あの弁護士の息子さんです」なんて読んで、ねまあ、まあそんな上にはいかなかったけど、うん、でも結構もう34歳だから、うん、息子さんも34歳だから <laughs> これ見ててそうかなんてね思ったりするんだけど愉快、うん、さんもそのシンクロナイドスイミングなんかやると、うんね、もしオリンピックだとかそういう大会がこの先あったとすると、うんまあ、お父さんが大変ヤモンなんだってって言われちゃうよねそりゃ。

またこれが生でねのいろんな今サッカーってすごいっすね小学校3年なんだけどなんかいろんな技があって覚えてそれでこの間一緒にやってたら股抜きされちゃってあれも技なの技ですあれ狙って股抜いてドリブルで抜いてあそうなのやろうと思って捕まえちゃったけどね。 息子に負けず。な,なんかわかんないけど、いやいや息子も、なんか娘も。なんかダイヤモンドゆかりの血を引いてるような。<laughs> それだけはちょっとね、感じだね、うん、すいませんって感じで。<laughs> いやいやいや、血はね、<laughs> んなんかこう。 ちょっと自分の親と争えないものがあるなって子供もちょっと足すと思い出すんだよね。そうなんですか本当は自分だけで子供は生きてるつもりなんだけどある時子供もねやっぱこれんか変な血が流れてるぞっていうふうにねいい血か悪いか別にしてね素敵だからんかお子さんいるからミュージカルもやったりとか幅広いじゃないですかお仕事そういうことも考えたんか子供が見る作品のディズニー映画とかも。 やられてたりしません?。あれはでもね、たまたま。あ、そうなんですか。二十四年ぐらい前なのかな。じゃなに、ミス最後?。あ、ミス最後はまた別なんです。その前にまだあるの?。あの、ディズニーの君は友達っていう、あの、トイストーリー。トイストーリー。映画があるんですよ。それの話がね。二十年前。まだ結婚もしてなくて。そうなんですよ。まだ突っ張ってる。 ま突っ張った役者どこ行って撮ったのハリウッドいやこれハリウッドじゃないですよ日本で日本で撮ったんでつよああなるほどねんで俺はディズニーなんだよなんてね文句言って撮ったんですよそしたらねもうパート2パート3パート4とか出てそのやっぱり二十何年間の間にね自分もいろいろ紆余曲折ありはいはい 男性不妊で男性不妊で子供授かったりとかしてその頃にはパート3が出ててで子おもがやっぱ大人になるじゃないですかパート3は大人になっておもちゃとさよならするっていう話結構しみるんですよそこに俺の曲が流れてきてまあちょっと俺もその時子供授かった うん。なんか自分でも感動しちゃったりとかしてね。君は友達。友達で。ね。ええ。テーマ曲な、テーマ曲です。これはなんか、業界のいい仕事もちゃんと。ね。いい仕事っていうか。いい自分を変えるような仕事もあったってことだよね。今考えるとね。うん。いいですね。ハリウッドもだって、経験されてるでしょ

どうして私にかかんないのかしら。いや、出たいなと思いますよ。ありで映画とか私も。お前だってでもな、タイのミス日本だもんな。タイのミス日本やった、日本におった方がいいじゃないですか。世界、世界一です。世界一。そうなん。でも、世界一だからね。いや、もう二千九年ですけども、ずいぶん前にね。肌が、ね。ああ、ありがとすごい褒めてくれる。かたつむり塗ってるんだろう。すぐに塗っても。 片つむりやっちゃう。<laughs> うちのガ壁ベキも片つむりじゃん。ガーベキです。<laughs> いやでも本当に今回は何、うん、ゆかいさんがアルバムう、ね、もうこのコロナ禍で、うん、ソ,ソロデビュー30周年、はいはい、ゆかいボックスサーティスアニバーサリー豪華8枚組ボックスです。 うんはい、その中からちょっとここで、はい、曲を聴、うん、かせていただきたいと思います、はい、9月23日にソロデビュー30周年を記念した「愉快ボックス30アニバーサリー」からお届けしたいのですがでは曲紹介お願いします OK Thank you, ie, Mama.「ファンキー・ジャンキー・ママ」ねえいい曲ですねはい最後に改めてダイヤモンド・ユカイさんのお知らせです ソロデビュー30周年を記念した8枚組のボックス「愉快ボックス 30th anniversary」が9月23日、うんえー、発売されます、えー、ぜひ、うん、あのゆかいさんの30年の音楽活動を CD と、D、DVD ですよねはい、はい、お楽しみにいただきたいと思います、うん、この曲のタイトルは何ていうのもう一回教えてファンキージャンキーママ」っていう、ね、<ー>タイトルでなんかね当時はメインじゃなかった。うん メインだとやっぱりほらこう例えばポップみんなに受けるようなまあ大体そういう曲多いじゃないですかでもこうやって30年まあソロデビュー30年だけどねして後からこう聴いてみるとこういう曲の本が今はねこの時代に何かこうしっくりくるっていうかね不思議ですねすごい曲を直球でいっちゃったみたいなねえ 聞いて、ストーンとね、まっ、あ、すぐ入ってくるから気持ちがいい,です、ねはい。いや、気持ちよかったですね。はい、ぜひ、この、あの、8枚組のボックス、愉快、うん、ボックスね、ぜひ皆さん、聞いていただきたいと思います。うん。あと、うん、大丈夫ですかなんか。うん、あ、うん、そうですね、今、この、ね、今や時代がこんな時代になっちゃってね。うんうん、はい。うん。うんだけど、うん まあエンンターテイメントはこれからどううななんんだろうなんてねいろいろ悩んでもいますけどでも悩んでばっかりでもしょうがないからね今できることをもうね前向きにいろいろあのね実はそうですねあの勉強できることもいろいろやりながら曲もいっぱい作ってね気が付いたらきっと還暦でしょう。 <laughs> <laughs> そ,うそうそう30周年のライブをやらずだったんですそれがやっぱり飛んじゃって30周年のライブはいつやるんだみたいなでもきっとこのままいくと還暦ライブになっちゃうなっていう還暦にじゃあもう本当に還暦に向かってね、はい、もうじゃあ曲を作ろうっていうはいまだまだちょっと楽気が離せません皆さんぜひ応援の方よろしくお願いします大竹メンディッシュ本日のゲストはダイヤモンドユカイさんでしたありがとうございましたありがとうございますボンボヤシ 続いては大竹メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様ご紹介さします。先月発売されました感染症専門医が普段やっている感染症自衛マニュアルがベストセラーになってます。うんうん、日本感染症学会専門医佐藤明弘先生です。初登場よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ます先生ね、帯とね、お顔全然変わらないの。うん だですか,だか看板に偽りはないんですね。<laughs> <laughs> 全然別の人だって別の人いらっしゃるじゃないですかえこんな角度違うでしょっていう誰とは言わないですけどトムお前悪意で物を見るなってそういそうなんですよねどうもそういう見方するよね悪意しかないですも先生すいません私たち2人さっきの心理テストで頭がおかしいということが分かったんですけどどうしたらいいですかねっていうのがちょっと変な話じゃないですかねどうしたらいい まあでもこちょっと感染症のお話もねやっぱりしなきゃダメですか当たり前だろうよそれ読んだ,んだから、はい、<laughs> 来ていただいたんだからね、はい、せっかくですからねでもダンはこの感染症の、はい、今のこの世界の日本の状況を歌に例えると、はい、みたいなこと言ってたね、はい、どんな歌だみたいなこと言ってなかった そうですね歌をね出しちゃうと角が立つじゃないですかまあそうかだからどっちかというとまだ正直言うと素人感覚ですよ A メロぐらいなのかなってサビには A メロ B メロで行ってつなぎがあってサビいくじゃないですかサビは盛り上がるじゃんだってそうするとまだちょっとかそうやって恐れてはいますなるほどただ世間は違うじゃないですか えとこう番組の冒頭でもお,お話ししたんですけど、まあ、これ決めるのかどうかは別にして、うん、1> まあ第1波があって今小康状態がちょっとあって第2波が起こっているっていうふうに見えるのかそれともなんかこれはど今どういう状態なんだろうっていうことに関して。

よかかっっったんじゃゃないかといいとううふうには思ってらっしゃいますあれ以上何かこう自粛だったりとか、うん、そういう社会的活動を抑えるのはおそらくまあ無理だったと思うんですね、うんうん、ただそのスタートの仕方が少し急すぎたんじゃないかなというふうには思うので、うんうん、もう少し何か職種を絞ったりして徐々に開けていく、うん、まあそういったやり方はあってもよかったかなと思いますね、うんうん、絞り込む方ですか開けていく方ですねです開けていく方法がもうちょってことですか そうですねートゥーキャンペーンなんかも含めてですかなるほどなるほどんかこう一気に開放したっていう感じはちょっとしますよね確かにやっぱニューヨークとかもまだ屋内のレストランは禁止ですよね屋外だけしかだからみんなテラス席とか軒先だけで営業してる軒先って軒先んか掘ったて小屋引きずってます 軒先だろうよあんなの,の、うん、ね道路でしょうほとんどそうです、ね、ほとんど道路みたいなところでね、はい、へえ先生のところでも PCR 検査を行ってらっしゃるはい検査を行ってますはいえっ、ー、とこれは自分で行くとやっぱ金かかるえっと両方当院ではやってまして <laughs>、はい、いわゆる保険でできる PCR 検査と自費でできる PCR 検査ですね保険っていうのはいわゆる公費で、うん できますので、国が PCR 検査代を負担してくれるんですね、はい、それを受けられる方は、症状があって、うん、医師が必要とした人、うん、あとは濃厚接触の人、うん、あとは最近、あの接触アプリですね、COCOA、あれで、えー、通知が来た人は、その公費で受けることができますでも COCOA ココもなんか、行って、なんか、濃厚ちょっと難しいらしいじゃないですか、COCOA、ね、ココでどうなったら見てもらえるなんていうのが。えっと 保健所とかそういうところは今まで通りなんですかそれとももっと人数が増えて改善されてるんですか COCOA についてもつい最近通知が来てこれまでは COCOA で通知があった方も症状がある方しか公費で検査できなかったんですただ、それが症状がなくても通知があれば検査 OK になったのでだいぶ改善はされてきたと思いますね。お金っていいくららぐかかります 公費で受けられるやつだと、はい、例えば PCR 検査センターとかだと0円です。はい、ただ、クリニックとか病院だと、初診料とか、そういうのがあるので、はい、その3割負担になるので、大体、はい、2000円から3000円とか、はい、あとは採血レントゲンする、しないでも変わってきますね。はい、あと、あの、な、なん自費全部自費でやった場合は、何万もかかるという話もそうですね、自費、はい、検査でやるのは、大体3万円、まあ、2万円、2万後半から、 あ、三万四万円ぐらいっていうのが多いと思います。ララララ高いとこだと、やっぱり六万なんていうのも。見ましたね、うんうん。ちょっと高い,高いですね。まあ、でも。ま人があの自分の持ってる感情としてね。こう。かかってるかもしれないっていうのを調べに行って、かかってるってことになったら。今の、こう法律だと。隔離。 はい、ですね、はい、こうまあそれはホテルなり病院なりっ、えー、若い人は無症状じゃないですかでも陽性だったらそういうことになるじゃないですか、えー、そうなるとなんかこうちょっと受けるの嫌だなとか、うん、ちょっと控えめになっちゃいますよねだただもしそうだったら隔離されちゃったら2週間も3週間もされちゃったら。 仕事にならなないいじゃないですか、うん、そうですね、なので実際こう、若い方、そういうふうにおっしゃる方多いんですよね。うん、で、たまたまこう,うちのクリニックでこう、うん、PCR 検査ができるっていうことが分かってきたときにですね、じゃあやりましょうっていうと、うん、いや、ちょっとやめときますと、うん、やっぱもういろいろ制限を受けちゃう可能性もあるので、はい、っていう方はやっぱりいらっしゃいますね。そ,ねねでそれで、うん、今この時期にかかると かあいつかまあ、会社でもどこでもそれでかかったっていうことがその職場に対する与える影響ってものすごい大きいですよね。そうなると余計ちょっとなんかんかこう抽象というか「うんうん、あの人かかったんだって」とか「んかどっか行ってたんじゃないの?」みたいなことを言われることはあれですよね。あの いつか自分に帰ってくるかもしれないっていう想像ができないから言っちゃうんですかね、うんうん、やっぱ多いですか、うん、そういうふうに言ってくる人たちって。あやっぱおどうですかね実際あの私に言う人はいないですけど、うん、周りでやっぱ会社でこう言われたとか、うんうん、そういう話はよく聞きますよね。うん、なんかアンケートにとうとあの7か国ぐらいで比べるとやっぱりそういうふうに中傷されるのは日本は。 よその国が1%か2%なら日本は134%そういう中傷されることが多いっていうのが出てるみたいだね,いね今断蜜が言ったみたいにあれだよね、はい、自分に返ってくることと誰もがかかるものですからね、うん、だからそういう誹謗中傷する人もだねあれだよね自分がかかった 時はどううするんだと、はい、同じような目にしかも重症化したらどうするんだと思ったらそんなにいろんなことは言えないと思うんですけどもね。うん、いや本当、うん、おっしゃるなんで今、まあ、ダミーさんもおっしゃった通りい、うん、いつかか帰ってきちゃうかもしれないですよね自分が感染するリスクだってまだまだありますからね。うん、自分が感染しない場所から行ってるわけじゃないって、うん、やっぱ想像しないとダメですよね。うんうん このコロナ対策ですけども日本人がやっぱりこのコロナ今言われてる対策の中で先生はとってもこれは苦手だっていうことを思ってる、はい、あの市民たちが多い何、えー、ですかやっぱりですねですあの体調が悪い時に休むことですね。はいはあえー 日本人一番これが苦手で、はい、手洗ったり距離取ったりマスクしたりって皆さんしっかりやるんですけどに、はいはい、ただやっぱ体調が悪い時に会社を休む、はい、仕事を休むこれが一番できてないですねそうだよね休めないですよねんかただの風邪で休めないって聞きますよ、えー、そうなんだよね番組ではこの番組ではね人にね、はい、も,うもう風邪ひいたら休めよと、はい、まあたとえそれがインフルエンザじゃなくてもね、はい 人に移すんだから、はい、こう可能そういう可能性のあるときは休めて、はいうん、人には言うんだけどね、俺は、はい、なかなか休もうるの <laughs> いやいや、俺もや、しかもこういうタイプのあれにしては司会みたいなことしてる割には休んでる方だと思うけど、それでもやっぱりちょっと無理して来てる時も。はい あるからね、うん、腰痛い時もねしんどくてもここに寝袋敷いて頑張ってたんですよ。<laughs> そうなんですね。休めよ <laughs> もうな。確かに、えー、おっしゃる通り苦手ですね。なん、えー、でなんでしょうなんでだろう 責任感強すぎる。うんうん、そうですね。そういう方はやっぱ多いですよね。だからさっきのその P シャル検査やめときますっていう人も結局仕事に行くために P シャル検査を受けないっていう選択をしてるってことですから。はいね、か結局そうか<ー>休みたくない休みないからってことですよね。そうだね。それもあるもんね。うん、それはいや予想の国人は。 ぼん、ぼんぼん休んでるわけ。ないけど <laughs> あ、それよそま国事情を知りたいですね。ねもうちょっと気軽にライトに休めるんでしょうかね。どうなん、そこはわかんない。いやわかんないですけどね。<laughs> まあ、ただ、あの、夏休みの取り方とか見てると、やっぱり。海外の方が休めそうな気はしてしまいますよ、ね。し、まあ、かも、なんか、自由な感じはしますよね。いつも、なんか、あの。カップに入ったコーヒー片手に。ね、なんか、自由にやってる感じはしますけど。<laughs> うんうん、そうだよね。はい。はい えー、先ほどもちょっと話題になりましたけど、このちょっと GoTo キャンペーンにはちょっと引っかか、ちょっとなんか、歯がゆいものを感じになっているとおっしゃやっぱあの時は、本当にこれいいのかなっていう印象はありましたよね、あの時はやっぱりまだまだ感染者数、どんどん伸びてる時でしたので、うんはい、今やる対策じゃないんじゃないかっていうふうに思ったのは事実ですね。うんうん ただやっぱり経済を回すっていうことと感染対策をするって本当に真逆の方向に行かないといけないので難しいよね。でもちょっとまだ、まあ、あれも、まあ、日本でねあの観光業界とか旅行業界はまあ大変な収入源もあるしっていうのは分からなくはないけども。 早く始めたなとあとやっぱり条件っていう面でも例えば一緒に住んでるご家族とかそういう方で旅行に行くのは特に問題ないと思うんですもうそこで感染するんだったらその前に家で感染してると思いますのでなんでそうじゃなくてやっぱり友達と行くような旅行とか大人数で行く旅行そういうのは例えばやめといてくださいとかそういうメッセージはもっとあってもよかったと思いますね連れ立っていく旅行。現場もああれでねの 何かで来てそのうち1人が熱が37度以上あっても、はいはい、旅館断れないらしいね断っちゃいけないらしいんだよ。そうなるとなんか,か、うん、リスクが高まって結果なんかクラスター怖いですよね。なっていくよね。うん イソジンは絶対にダメですよね。<laughs> ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと笑っちゃいけないんですけど、今イソ急なイソジンが来たんで、いやいやごめんなさい。ごめんなさい。はい、イソジンダメですよね。あの、<生>はい,い,い。あの、まあ、どんな目的かいろいろありますけれども。う,ん、うん、まあ、理論的にねお、おっしゃるたいことはわかるんですけど。うん、まあ、やはりまだまだ分かってないこといっぱい多いですから。うんうん、ああいうような断言はできないと思いますね。 よく覚えてないけど冒頭の出だしが嘘のような本当の話をしますみたいなことじゃなかったっけ吉村知事が急に始めてしまいました一気に街からねうがい薬が消えました高値で販売されちょっとしたパニックになりましたがえっとまあちょっと時期が発表する時期とかその裏付けがまだまだだったんじゃないかというのは後からね出てきましたね。 イソジンが効くんじゃないかっていうレベルの他のものって、まだまだ世の中にいっぱいあるんですよね。うんうん、それがあれだけこうポンって出ちゃうと、うんうん、あのようにこう買い占めに走ったりとか。うん、やっぱそういうことが起こるので、やっぱそういう情報の出し方はすごく大事だっていうふうに。また今回わかりましたね。ね、はい、思いましたよね。やっぱりよっぽど慎重にいかないと。そ,そうですね。流水でこまめにうがいでも、それは。うん 効果としてはそのウイルスをちゃんと排出することとしては同じですもんね、うん、そうですねあのうがいってもともと実はあんまり意味がないんじゃないかって今回言われて今回というか感染症領域では言われているんですね。もともとコロナの前、うん、普通の風邪に対して、うん、まあイソジンのうがいと水うがいと何もしないこれでどれが一番効くかっていう実験があるんです、はいはい、日本の実験なんですけど。はい、それだと一番いいのは水うがい、うん、で イソジンは何もしないよりちょっと成績が悪かったっていうのが風邪ではあったんですよ。それは今お話ししちゃって大丈夫なやつですか医療従事者は結構これは知っていてなでコロナ流行りだした頃から別に最初から手洗いは言ってましたけど手洗いうがいってあんまり言われなかったですよね。ですよね。なんで感染症対策って実はうがいってあんまりそもそも意味がないんじゃないかっていうふうには言われてました。 まあね、喉を清潔に保つ意味ではちゃんとねやってもいいと思うんですけど、うん、じゃあ逆に伺いたいんですけども感染症を、うん、あの自分でなるべく避けるマニュアルみたいなのは、うんうんえー 先生はちゃんと他にお持ちっていうことですか、ね、ほら、うん、リスナーの方々も聞きたいですよ。何,何をこう普段気をつけたらいいかっていうことは、えー、あのお考えになってる。はい、やっぱりもう、うん、これもうずっと言われているように手洗いが一番重要なんですよね。いはあ、まずは手洗い。はい、何で洗いましょう。 もう石鹸で石鹸ハンドソープで何でもいいですか何でもいいですしっかり時間をかけて洗うで洗い残しが多いところがあるので30秒ぐらいじっくりかけて洗う CM2 本分です30秒ならそんな長くないないや結構長いんですよ私ね「ハッピーバースデー」の歌歌いながら手洗ったんですけど30秒だとね2.5周できるあそんなにかかるはい すごいせずくましいせしハッピーバースデーだったんじゃというと頑張ったんですけどね結構30秒って毎回やると長いんですよ我慢してやりましょうじゃあ、はいはい、他,他にはどういったことがこの症状に現れるんですかこうその手洗いだけが一番大事マスクは マスクははい今新型コロナウイルス感染症についてやっぱりいろいろ証拠が出てきててつけてると予防効果があるっていうのは分かってきてますね。感染防止、うん、マスク、はい、でも暑いんです。暑いですよね。ねなので本当は距離が取れるときはマスクはいらないんですね。うんうん おった人と人の距離が、で、人と人の距離が取れない時の防護策っていうのがマスクだと捉えていただければいいので。なんで、まあ、外出て暑いなと思ってる時に、周りに特に人がいなければ外していただいた方がいいと思いますね。あの、マスク、誰も言わないんですけど、僕たちはあの仲間内でもそうですけど、満員電車乗るじゃないですか。で、じ結構満員なときあるじゃないですか。でも、みんなマスクしてるじゃないですか。あれは。 まわ、あ、は聞いてこないけど、えー、あそこでは絶対完成しないんですかいや、もちろん絶対ではないと思います、うん、ただ、まあ、クラスターも起こってないのか、満員、うん、電車で移ったっていうには、結構難しいですよね。うん、あそっか、立証が難しい、はい、立証が難しいってことか何時何分の電車に、どの車両に乗ってたっていう人たちをこう集めたりっていうのは、結構難しいです、情報収集が。なんで、もしかしたら出てるかもしれないですけど、うん、今のところは分かってない。うん ですね、まあでも思索として満員電車止めるわけにはいかないっていうのもあるよねそうなっちゃうんですよねなのでそういった面でもやっぱり咳してるとか体調悪い時には休んでそもそも満員電車に乗らない、うん、これが重要ですよね、はい、満員電車に乗らないね。はい、でこの間、はい、あのとあるコメンテーターの方専門の方がおっしゃってたんですけど楽しい場所に感染源が結構 集まりやすくなってると<ー>お歌を歌う、うん、おしゃべりする、うん、ご飯をみんなで食べる、うん、だべだべする、うんうん ですよねオーバーな言い方すればサッカーの試合に見に行くだとかね楽しい場所を控えてくださいって根こそぎなんかね感染源にされちゃうそうですねなんかやっぱり現代社会って人が集まる方向にみんな持ってきましたよね都市集中型にして人とのコミュニケーションなるべく取りましょうとかそれをすべて根底から変えてしまうようなウイルスですよね。これからら流行るとした一人キャン キャンプは楽しいとかね一<ー>人カラオケは楽しいみたいな、うんうん、山歩きは一人でしましょうみたいな、うんうん、あそう。山歩きは一人 <laughs> もう究極ですよねいやわかんないけどでももう一人キャンプなんかやっぱしこういうコロナが広まってきたから、はい、今なんか自分の山買ってみたいな話になってるじゃないですか、はい、ベランダでキャンプしたりとかねうん、うん、そう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  そうですよね。楽しみ方が変わりますよね。もう世界が変わっちまったんですよ。うん、それは一人キャンプの楽しい人はいるよね。います。うん、広司さんとかね。うん、広司さんとか広司さんとか。うんうん、広司ばっかりじゃないけど <laughs> ね。まあ、だかそれはそれで別にいいんだけど。はいはい みんなが一人キャンプして楽しいかっていうとちょっと先生あのこれ手洗いうがい手洗い消毒換気マスクってみんな分かっちゃいるんですけどもう疲れちゃってもういつまでなんだよっていうのって不安ででしょうがないんすよやっぱりこの自衛マニュアル書かれた先生としてはなんかこうモチベーションになるような。 うん、背中をしてくれるような言葉が、うん、お言葉が欲しいのです。<laughs> そうですね。それと同時に、いつまでなんだろうっていうのもね。聞きたいですね。はい、まあ、あの。 根絶という根絶感染症を根絶することはもうすごく難しいんですけど、うんはい、人類の、まあ、脅威にしないっていうことはこれまでずっと人類はできてきたわけですね、はい、どんな感染症に関しても、はい、なので、まあ、のすごくのんきに聞こえるかもしれないですけど、うんまあ、必ず克服はでできると思うんですそれがウイワクチンだったり特効薬だったりそういったことは必ず起こると思いますので、はいまあ、それがいつかっていうのがすごい難しい感染症ではあるんですけど、はいまあ、ワクチンもだいぶ うーえー、と研究が進んできて、うんはい、来年にはもう接種ができるんじゃないかっていうものもあるので少しずつ希望の光は見えてきてるんじゃないかなとも思いますけどね。でもワクチンの見込みというか、うん、こんな感じであろう的なところまではもうそうですねもう最終試験の段階までは来たのがいくつかありますね、うん、みんなにもらえますあの時間はかかるかもしれないんですけど行き、はい、届くあの 一つの種類を皆さんにじゃなくて、はい、数種類のワクチンを皆さんにっていうのは可能だと思いますあ<ー>まあね、この辺も医療業界があるからね、あ経済だからそれは立派なね、そうですねどうなるかわからないけども、まあ、できたらできたで、まあ、どの国でもやっぱりね、そのワクチンがうまく行き渡るような方法を、うんまあ、国連か何か、ね、ああいうところで考えてほしいよなと思うよね。そうですね、うん、あのやっぱ どうしても国によって経済力の差がありますからね。うん、その辺は。うん、でも、まあ、例えば、H. I. V. の薬とか、そうなんですけど。うんはい、まあ、こうお金がある国では、かなり高額に製薬会社が売って。その分、その利益で、えー、まあ、貧しい国に安く売っているとか。うん、まあ、そういうことは、これまでもされてるので。まあ、そういった対策っていうのは、もちろんされるとは思いますけどね。H. I. V. なんかも、今はタイとかで。その貧しい人だったり、雪だれ寸前の方にも、今は H. I. V. の薬は。 ちゃんとあの接種されるるようにしてるちゃんとお国の対象ができてるんですって、うんうん、でも日本だとやっぱりあれでしょあれ薬の混合治療でしょいろんな薬を合わせ飲んでみたいなあ、ね、日本じゃまだ結構するんですか安くなったんですか ?HIV の薬は、えー、と多剤併用療法っていうのが基本なので3種類ぐらいのお薬をまとめて飲む。 っていうのが基本です、うん、で自己負担はもう人によって全然違うんですけど収入によってだい5,000円からあ、はい、2>, まあ2万円ぐらいの自己負担で残りの金額っていうのは国が補助してくれるというふうにじゃあもうかかった方はそれを飲んで発症をしないようにとう、うんうんうん、そうですね<ー>ちょっと戻りますけど昨日の夜 NHK で見たんだけどあの50歳の方が4か月こう陽性反応で病院にいて。 で出てきたんだけどまだあの酸素ボンベみたいのを片手に下げててもう治るの、うん、そっからまあ、治ったから帰ってきたんだけどそっからも,もう大変らしいですよ、うんうん、生活がいつも通りによっはだってね全然治っちゃう人もいるんだろうけど、はい、その何ていうの後遺症みたいなことは。 これはどうなんですか後遺症についても徐々に分かってきてますよね。もちろん全員が全員後遺症起こるわけじゃなくて後遺症が何で起こってるかっていうのにもよるんですけど例えば血栓っていうのが作って肺に詰まったり脳に詰まったりして肺梗塞脳梗塞とかになるそういった方々の後遺症とあと何でこの人に肺の後遺症が起こってるか分からないっていうタイプもいくつかあるんですよね。原因がからないももののあるで 徐々に分、ね、知っている人は帰ってきたらその前まではぐっすりしてたけどかかってか治ってからは1時間に1回目が覚めるみたいな人もいるって聞いてるじゃないですか、うんはい、そうするとこれ結構なっうんだなって、うんあのー、やはり今かかる人が多いので後遺症の数も分かっ増えてきてるんですけど感染症って結構後遺症起こるんですよ。他の、ね、そうなはい なので、コロナに限ったことではなくて、えー、まあ今、これだけ注目されているウイルスなんで、うん、後遺症もすごくこう注目されますけれども、うん、どんな感染症でも、ある一定数、後遺症は残るものなので。 そうなのそれはいろんな形で出るわけ、それそうですね。はさて、そんな佐藤昭宏先生ですが、新型コロナウイルスなど、医学的な感染症の防止策をまとめた一冊、感染症専門医が普段やっている、感染症自衛マニュアル、SB クリエイティブから、1540円で発売中です。こちらね、イラストもあってね、解説がすごく詳しいんですよ。医師がやること、やらないこと、じゃあ、例えば宅配便の段ボールどうしたらいいのとか、スーパー で買ったものどうしたらいいのっていうのの最善策お家によって人によってね、うん、状況違いますから、うん その人にとって一番いい方法というのがこの本にちゃんと記されています。うん、他にもコロナウイルス、インフルエンザ、食中毒、2021年に心配なデング熱、自家熱まで全部紹介しておりますので、うん、ぜひ手に取っていただきたいと思います。そろそろお時間来てしまいました。今日はありがとうございました。はい、本日のゲスト、日本感染症学会専門医佐藤昭弘先生でした。ありがとうございました。 メインディッシュはゴールデンラジオ初登場のこのお二人です。どうぞ。初めまして、カエルていです。お願いします。はい。はい。あのー、<laughs> このアクリル板のパネルがあるから。はい。 カルテの中野君の方の顔がなんかぼやけてよく見えないね。そう、重ねます。二枚重なってます。どうもよろしくお願いします。します。ぼうっとしてる君はいつもそんなことない？えっと、そうですね。ぼうっとしてるとはよく言われますが、そうだよね。今日はぼうっとしてるわけではなく緊張しております。緊張してるの？なんか可愛らしい男の子ね。ムチ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 して。ぼうっとして太ったね。はい。十キロ太りまして一年で。ちょっとなんとかしないといけないんですけども、なかなか。 だったのそんなこもう完全にお食食事とお酒とですね食生活です。どんどん私より胸が肥沃化になってきていましそうよねちょっとおっぱいあるんで今今日ねコントのあれでしょうか全身タイツ着てるんですけどおっぱいがある男の子。ちょっと B 近くありますんで。

私が爆発してしまうっていうふうに言われたんですって。はい。後輩で元芸人で占い師をやってる後輩がいるんで、はい。それは当たるの？はい。すごく当たるんです。本当に。またすごい確率当たるんですけれども。お前が爆発してしまうってちょっと意味わかんないですね。意味がわからない。私は物理的にかなと思ったんですけど、多分精神的にだと。

標準語であったり、関西弁ではなく岡山弁や宮崎弁で喋って活動していまして、あ今年の4月から東京で活動するということで。今年の4月からって、コロナ真っただ中で。真っただ中に移動してきたのですか、日本でなんで9月に決めてたんです、去年の9月に、4月から行くぞって、会社にもお話しして、話し進めてたんですが。 まさかこんなことになるとは思わなくてですねでもこのこともその後輩の占い師はコロナがない時期にあの4月に行くんですって相談したらいや4月はダメです6月に行ってくださいって言われてて本当にそれもなんか本当に予言しててコロナっぽいことコロナとかじゃないんですけど僕らが行くタイミングいつがいいかって聞いたらいやいやいや6月でもダメだよでも6月から6月から僕ら舞台出れるようになったんです再会になったりとかで2ヶ月間何もなかったんですけどその おらないし紹介して私の人生が今狂ってるのいろんな計画がちょっと待っててそうですねに爆発してしまうのでそこまで国が僕が相談したでその後輩に何か東京行くんだけど仕事をどうかなって聞いた時にいや仕事はまあ大丈夫だと思いますけど相方の岩倉さんが年末年始あたりにあの爆発してしまうので支えてあげてくださいっていうのをはいなんかいろんなことをひどい ご自宅。 バリゾゾゴゴババリリすませんゴンも言われるかもしれないけど頑張って耐えてくださいって言われたらしいんですけどそんなに聞いてなっちゃう売れるってことかいやないんですけれどそんなは聞いてないんで原けはどからなて言ってないんですけどど。う考えても私はお前に しかイライラすることないから <laughs> お前やからお前が気をつけろって思って <laughs> どこがイライラするの？なんかもうすごい頼りないですしもうまあそれは見てわかる。だってネタも岩倉さんが全部やってんでしょ？<laughs> はい、そうです。うん、なんかもうアクリル板越しに見てもボケてるしね。<laughs> もうそういう運命なんですね。だうな太り方がだらしないもんのなんていうのかな節制した太った人とさ本当のだらしない太った人って違うじゃん太り方が。だらしない方です酒なんんか飲じゃうんだろうねでい なんでしまうんです。ないかよ。ない。ないかよ。ない。昨日受け返事です。ようつべ。おおお酒はうまいっすか。おいしいですよねお酒。何いつ覚えたのお酒おいしい。お酒は僕高校出て一回就職してその時に覚えましたね。恥ずかしい。なんでこの中この選んだの。いやもう本当に後悔しかないんですけど。 もももうう後悔しての手遅れんすごい後悔してるんですけど最初に会った時にコンビ組もうってなった時に相方がなんか話しかけてきて面白かったねって言ってきたのでそれでこいつと組めば一生面白いって言ってくるかなみたいなちちょっと安をめゃいました自分の悠香のことを面白いって言ってくれてるっていうか認めてるっていうか。らあの 中野くんが面白いとか、そういうことじゃない。それは本当に、まだまだ思ったことないです。まだ、前、もう、九年やってます。九年、九年、去年やってるけど、まだ中野くんが面白い。笑ったことある笑ったことは、本当にないです。なんか、こけ、こけたとか、そういう笑いしかない。駅でつまずいてと。事故、事故の話。笑いしか、まだ。これの手柄ではないやつ。はい。 よく上京してきたねその上京しようって言ったのも岩倉さんですしななぜぜ岩倉さんなぜや全部いやもうちょっと東京で勝負したいなと思ったんですけど、うん、まあでもこいつかってのなったんですけど <laughs> <laughs> 僕じゃなかったらもうとっくに来てたと思うんですけどほにいないからもう仕方ないかと思いまもう新メンバーを探す気力はもうない、はい、気力がなかったんで<ー>もうこいつをなんとか調理するしかない。 大人だな。わかんないけど、なんか対等な感じがしないよね。読み方からしてこいつこいつってずっと。そうですね。8位ぐらいだよね。パワーバランス。いやいや10ゼロです。1ゼロ。中野くんは岩倉さんのことを何言ってんの？僕岩倉さんか岩倉かどちらかです。そう。はい。岩倉なんて言えるんだ。岩倉。あ、そうでえ？えっと岩倉さんで今後は統一したいと思います。え？ちょっと岩倉って言ってみな。 岩倉あーんって言われました生意気な歯 <laughs> 見せるな歯 <laughs>、はあ、見せるな笑うないいね歯、はあ、見せるな <laughs>、えー、いやいやいやそれでしかもあれだよね岩倉はでもあれだよね 社会不適合者かどうかをちょっと悩んでるちょっと外側から見るとまともな中にチラチラ狂気が頑張ってまともなふりはしようとしてるんですがやっぱりアルバイトとかしたらんかミスとかミスはいいんですけどお客さんと会話がちゃんとできなくてそうだだったんよ私20色ぐらいクビになってるから。 敵はしなかったよね。いや、一生懸命やってるけど、いらっしゃいますって言う前に照れちゃうもんね。ただ、もじもしたりとかさ、なんかあの。社員さんとかにいつも言われるのは、なんかムカつくと、あの、なんか尻尾は掴まれてないんだけど。ぼんやりしたもので、なんムカつくって、ミスあんましないの。はい。それからも、そういうタイプじゃない。私もいらっしゃいませっていうのが、すごい悩むよね。悩む。どこで言っていいんだか、もう、なんか。 言うだけなのは分かってるんですけどなんかもうその言うまでに一、二、三ぐらい待っちゃって結局言えなくてそう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 一るみたいちょっと中の客として入ってきてみないいいですか言えるかどうかなんて言いたい恥ずかしいいらっしゃいませ遅いよもう完全に入ってきたよ一回ブーとか言っちゃうんでお客さんがえってびっくりしてしまってとかブーとか言っちゃうブーとか言っちゃって ハイスコが入ってくるのおかしい。いなんかは笑ったり変なところで笑ったりとか。花、うん、ちゃん。<laughs> なんか道尋ねるだけで、ね、道を尋ねるだけでその尋ねられた人にちょっともうイラッとされたりとか。 ちゃんと聞けない、ちゃんと話せないので、すみません。えっと、この電車に乗りたいんですけど。えっと、この電車、この駅はなんでここに、なんか、とか、自分の話し方、喋り方。今の喋り方で。いいって知らない人。がこの駅はなんでここにあるんですか。これは聞いてなるわ、そういう。これはそうだよ、ツーリストだもん。こっちはね、みっと時間ないから聞いてんのに。だから、ちょっと、もう。 やっていけない。で、アルバイト、大阪では、うん、その芸人だけをもう雇ってくれる、優しい、うん。まあ、御用達の。ああ<ー>、はい、そういうのがあんだあったので、はいはい、怒られたことは一回もなくて、はい、逆にもう笑ってくれるぐらいの感じだったんですけれども、うん、東京に来て、まだ見つけきれてないので、うんうん どううしよ私もそういうダメな人間を雇ってくれるラーメン屋さんに行ったんだよ、はい、劇団員とかそういうの。だけどなんかみんなが優しいもんでね、3ヶ月でね、うん、こんな私に優しくしてくれるなんて申し訳ないっつって、自ら身を引 <laughs> 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 もう頭おかしかったもん。 すごいわかる寄せてもんかああそんなによくしていただいてもってんか申し訳ねえと思っちゃって私はもうそういうところを見つけたらもう本当に誰もしない換気扇の掃除とかして帳尻合わせてますいつもどかるそういうとこもし仕事があったらもう誰も誰もしたことないよその掃除みたいなのを店長に見せつけてでももうすごい「お前やるな」みたいな感じでいつもかくまってもらってたので。 ちょっとそういうとこ見つけたいんですけれどいいとこ。 いや、岩倉さん、いい顔しとるよね、可愛い顔しとる、なんだろう、ペコちゃんみたいな顔してるからやっぱりさ、ペコちゃんみたいな顔してるのに、やっぱり狂気があるもんで、この辺がさ、すっごいさ、じゃが飛んできてるの、ぴんぴん、すごいいいよね、悪い、しはすぐやっちゃん、すごいふくふくした、いい顔なのよ、ハッピーパーツ持ってるのに、根から黒いものが出てるもんね、いい顔しとる、面白い顔なんだよね。 うんいそこまで分析しちゃっていいものかっていいい顔だなと思ってそのんか宿ってる「じゃ」みたいなのは「いいつぐららかの話じゃ」は多分もう小学生ぐらいとか幼稚園生の時から保育園の先生幼稚園の先生とか見ながらこのムカつく先生だなとか思ったりしててんかもうちょっと私に優しくしろとか。 おやつ増やせとか、物心ついた頃からも、じゃ、お昼寝なんかしたくねんだよ。とか眠くねんだよ。今、私は眠くねんだよ。何寝かせてんだよ。と思ってたわけね。多分、だから、多分、憎たらしい子供と生まれて、先生にも嫌われてました。また、このさ、天使みたいな目してんじゃ、パーツは。そいで、じゃがすごい。なんで、出るんですかね。しょうね。かわ。面白い顔だよね。いい顔、面白い顔。 いい顔してるなと思うよ<ー> そのなんてうね、お前中野は何でもないな顔ね。ちょっと中野でジャモなきゃヘモなきゃジャモヘモないですか。ジモないな。そうは欲しいです。ヘは中野周平って名前もこの引っかかりがありそうでないさ。いい名前でしょ。中野周平なんか似たような人が四人ぐらいいなかったみたいな名前で。いや同姓でもあんまりテレビではいない。見た時太ってるか痩せてるかそれしか考えなかったもん。顔から何の印象も受けてないもんだ。ジャモヘモってやつはちょっと考え

まあまあちょっとあれだねでもネタでもちらっとやってもらおうかねありがとうございます入る亭はコントはいコントなんだ、はい、ラジオでどこら辺までで,、ね、で通じるかちょっとわかんないんだけどはいはい、はいは みんなラジオでね、ルックスネタ持ってくる傾向があるのね。ラジオだっつってんのにね。見た目で笑うようなね。でもコントだからな、もう。大丈夫かな。だからな、これは、あの、その格好は最初に説明しとかなくていい。はい、あの、犬の格好をしており。ますすみません。本日は全身タイツ。で全身タイツ着て、犬の。犬の格好をさせていただきます。相方はどういう普通の人の設定なの。 私はあのーうん、飼い主の OL さんです犬の飼い主とはいわかりました椅子邪魔じゃねえだ椅子いるんだ、ね、<あ>じゃあ早速やっていただきましょう <laughs> カエルのお二人ですどうぞ僕はここの飼い犬のジョンそろそろご主人様が起きてくる時間だわん、うん、<laughs> わおはようちゃん今日もとってもいいやつだね <laughs> 今日は会社がお休みだからどこかお出かけでもしない うーん、どこがいいかなあ、会社から電話だ。はい、もしもしあ、いましょしおはようございます。はい、今日ですか今日はお休みいただいておりますけども。はい、書類ですかデスクの上に置いてあるはずなんですけども、ありますよね。はい。えお前が会社休みなのも、書類がデスクの上にあるのも分かってて電話をかけたちょっと待ってくださいよ、部長 勘弁してくださいよ休みの日ぐらいゆっくり休ませてくださいよほんまに悪い人やなはい、また飯お願いしますはい、失礼しますまあ、休みの日ぐらいゆっくり休ませろっちゅうのキャラが逆だわ <laughs> 普通その可愛い方を表に出すわんとても珍しいタイプだわん <laughs> そうだ、じゃあどっかお出かけしよ、う。どこがいい公園に行ってフリスビーをして遊びたいわん そうだ、ジョン。公園に行って、フリスビーをして遊ぶっていうのはどう思いが通じたわーんわ <laughs> ーいわーいだわーんよしそうと決まったら、タックンも誘ってみよう。タック彼氏のタックン、僕も大好きだわんあ、もしもしタックンウスミスミス今日会社休みで、今から軽くジョンと散歩でもかまそうかなと思ってんだけど、どううん。俺も休みだけど、散歩には行かない。と言いまそう。<laughs> うん、好きな人ができたから別れてほしい。<laughs> 了解です全然いいよ。うんうん。また飯行こう。お疲れっすったく、大好きだよ。別れたくないよ。それをそのまま言えばいいのだわ。<laughs> 損してるわ。<laughs> ああ、もう泣かないで。<laughs> こんな時は親友のリナちゃんに相談するわ。 寝てちゃダメだ。こんな時は親友のリナちゃんに相談しよう。思いが通じたわーわ、うん、ーいわーいだわーんあ、もしもし、リナちゃんえっぐいこと起きましたよなんとタックに振られました <laughs> 腹痛い腹痛い。え昨日タックに告白されて付き合うことになったえ、むちゃくちゃや。え、むちゃくちゃおもろいや。全然いいようん、全然逆におもろいから。あ、この、 この話さ、明日会社させてもらうていいうん、絶対爆笑取る自信あるから。うんお。いいよ、謝らないで。うん、ありがとう。逆にエピソードできました。ありがとう。また飯行こう。お疲れっす。<laughs> ああ、りなちゃん、たっくん、幸せになってね。地獄だわん。起きて3分でいろいろ起きすぎだわん。<laughs> ああ。 <laughs> 仕方ないよねそりゃりなちゃんは可愛らしくて女の子っぽくてなんかおっとりしてて私みたいな子は勝てこないよ勝てるわいやその路線で勝負したら勝てるわ <laughs> ちょっとまだ間に合うわもう一回今からタックに電話してその感じで電話するわいけるわ間に合うわじゃあお腹減ってんの何でこれ通じないわあ、うん、悔しいわ ごめん、じゃん。お散歩もう少しだけ待って。え私、やっぱり電話しないといけない人がいるから。そうだわイ <laughs> けイけご主人様ーあ、もしもし部長、めちゃめちゃおもろい話あるんですけどね。やれやれだわんありがとうございました。<laughs> 面白いね。水浦壺にはまるタイプのゲコントじゃないの、こういうのは。うん、好き、可愛い。裏返っちゃって。ねあとあの、もうザ西の、もうなんつっていいのかな、これ吉本の人の電話の口調だわと思ってすごい、すっごいなんか、ああ。 すごいわかると思って、あの口調。西の商売人の。それを見て、多分、あの作ったなと思います。この、これは大体、あの、岩倉が作ってる。はい、もう全部。はい、全部。全部。うん。うなこの。はい、そうです。 もう僕がはあの完全に作っていただいてまあ台本をもらってっていう形ですねまあでもそのまあネタによったら新ネタとか単独ライブでするんですけどそういう時はあの新ネタ単独ライブで10本ぐらいするんですけど当日前日ぐらいまでなかなか台本もらえなかったりして。 いざもらえても結構過剰書きで書いてあったりするので犬がしゃべるとか犬がしゃ今入ってたら私がこういうことするから犬がしゃべるみたいなまでしか書いてないんで練習も全然できないのでもうぶっつけ本番でんかほぼアドリブ状態みたいな感じでんかあっなも中野か結構やるってことじゃんな。 自分のセリフがないよ。まあでもそれは点がしっかりしちゃるので、僕はその間のひょろひょろの線をつなげるだけなので、<laughs> そのも僕は。いやいや、それだってなかなかできないよ。今回、あの、うん、今回のネタで、うん、あの、なんか一番頑張ったセリフは。 わいわいわいだワンっていつもお客さんに向かってこう全力でやるんですけど今日やっぱ一番緊張しました大竹まことさんの前で僕何をやってるんだろうわいわいわいずっとこのアクリル板でお前だけはボケてたからちょっとこれ半分で岩倉の方はねちゃんと見えるんだけどねボケてたから逆に良かったですここはボケててまだ声が高いからね

もう許してくれてると言いますか、うん、10秒、まあ、という、病気それ、分かんないですよ、もう物心ついた頃から、何かがあって10秒なわけではないので、そういうもんだと思ってたので、うん、むしろ、<あ>10秒っていうのまあ彼女も、ね、も、はい、うん、あの許してくれてますけど、まあ、それはもちろん10秒より長い方がいい点で、いい点で、うんうん、<laughs> いろいろ。<laughs> あの協力してもらうんですけど一回なんか違う男性の名前とか言ってもらったんですけどそしたら10秒が7秒に短くなってむしろなんかでもなんか優しい彼女だねだって大阪の活動は大阪で知り合ったのも大阪なんですけどもたまたまバイト先で。 あの大阪のバイト先で、そのこと知り合ったんですけど、あの地元の岡山県が一緒で、年齢も一緒で、中学校が隣の中学校だみたいな、でちょっと盛り上がりまして、仲良くなって、共通の友達いるねみたいになって、仲良くなりまして、でそれから6年、今、一緒に。いや、だからそれ、大阪だったの今、東京でしょ、きち彼女は一緒に来ていただいて、はい。一緒に住んでるんですけど。一緒に住んでるはい それで10秒でも大丈夫っていう大丈夫かどうか分かんないですね東京来てからまだそういうのは1回しかないのでこの4か月で4か月で四か月で10秒ってことだよねおおそうですねそうだよねこうあれこう中野くんがそんななんかわちゃわちゃみたいな感じに出て。 どっか,なんかこいつちょっとあれだ閉めてやろうかみたいな気にならないの結構もう本当にどういうつもりで楽しく毎日生きてるのかなって <laughs>、うん、<laughs> すごい毎日笑顔なので、ね、彼女も彼女に連れてきれて,きてで今家賃14万のところにです。けえー、でもう訳分かんないでも大阪に住んでた家が7万なんですけど、はい、もう倍に合ってるのに収入は合ってないのにどうん、なんかいや、うん、そ相場そんなもんだと思ったんです僕は。 その高いところに住んだつもりはなくてです。ね大阪は七万なら時は十四万だろうと。はい。まあ十から十五の間ぐらいで探してまして。うんうんうん 彼女もついてきてくれるんでできるだけいい部屋にはと思ったんですけどえー、で彼女はいくら払ってんの彼女はあの大阪で仕事辞めてきたので、うん、今ちょっと <laughs> あの就職なんで、うん、求人がないので、うん、今就活中でなんか6社ぐらい受けてて今1社最終面接まで行ったので、うん、まあ今収入はなんでゼロです、ねうん、じゃあ家賃どうやって払ってんの、うん ま、切り崩して、切り崩してで、今月切り崩し終わりました。山が。<や> <laughs> だよねだよね<り>だってし、違事ないのに、家賃がな切り崩して終わったってのは、どっちの貯金を、はい、彼女、お前あ、僕ですね。まあ、一緒にしてるぐらいな感じなんですけど、まあ、一、はい、人本当にお前,にお前え、バイトで食べたの <laughs> 本当に僕の山。はい、僕の山がなくなりました。親、はい、親からもらってるの <laughs> いいえ、それはしないようにしてます。 本当は。そっか、うん、吉本に、何か貸していただいたりとかい、ね。うんはい、吉本に。はい、吉本に。ああ、そうです。あの、引っ越しにあたって、吉本に借金。うん、会社から。人生で借金したことなかったんですけど。うん、その引っ越し費用は全くなかったので。うんうんうん あの借りてしまいまして、わ悪徳業者だよ吉本。大丈夫か？大手大手。今度どこ住んでる？私はあの今ルームシェアをしてまして四人でルームシェア。男三人と。男三人と。あやこれまたすごいね。これまたどうなってるのか知りたいね。れも知りたい。もう時間なっちゃったよ。何年？今。 えーとじゃあちょっとあのカエル亭からあのお知らせありますか。はい。えーと舞台とかはお知らせはないのですが、私も中の相方もインスタグラムとかツイッターで告知を普段していますので、はい、普段吉本ま、えーえー、無限大ホールという渋谷の劇場に出てますので、はいうん、そちらのチェックしていただきたいなと思います。はい、わかりました。お時間来ちゃいました。本日のゲストカエル亭のお二人でした。ありがとうございました。 続いてはポッドキャストでも配信しています大竹メインディッシュ本日のお客様はジャーナリストの青木治さんですはいこんにちはよろしくお願いします始まる前にニュースが飛び込んでまいりましたもう一回ニュースですねはい。あるですよねあの室井があれだよね明日から何を考えて生きていこうって言ってました違う違違うよ なんか不謹慎だけどちょっとなんか「シュー」っていう泡のもので乾杯したいねっていうのとどうしよう私明日から何を心の支えにしようって言った安倍政権に対してねさんは厳しい意味で見てきたからね私本当に相性が悪いっていうかやりたいことが私が賛同できないことばっかりだったから第一次安倍政権から反発してきたからもう何年になる まあだからトータルといったら、7年半というぐらい、9年ちょっとですね9年半ぐらい、長い間ね、たのだ、なんかまだね、よくわからないんですけど、共同通信の速報だと、やっぱり体調の悪化で首相の職務の継続は困難だというふうに判断したと。 これ、ね、一番最初に報道したのが NHK だったっていうのが、うん、なんとなくこうねあの裏事情がよく見えて <laughs> 興味深いんだけれどもそうそう NHK がねあの早いっていうのは、まあ、言ってみれば NHK の速報だよね <laughs> そうですどこよりも早く NHK が伝えたと。 とといいううこここはどこよりりも早く NHK にに情報が入ったったていうことになりますねあのだからそれはだからねあの以前この番組で僕と大竹さんにこう、うん、僕もかなり詰め寄られましたけれど、うんうん、記者の立場に立ってみれば、うんうん、こういうその,そのシーンの時にこうそういう言い方するとちょっと不謹慎だけれども。うんうん 記者って要するに、人の知らないことを一刻も早く掴んで速報したいと。で、そのために普段の取材活動をしているっていうふうに考えれば。うん、まあ、これはある種の得だね。うん、だから、N. H. K. が早かったっていうのは。N. H. K. にそれだけ、まあ、政権に食い込んだ記者の人は、うんうん、誰とは言わないけれども、いたと。そ,うん、その一方で、私たちが知りたいことを。 ちゃんとその取材してっていうのも記者の役目だからそうそういうことですだからそこら辺のバランスだからこう懐に飛び込みつつしかし一定のきちんと距離を取れるか取れないかっていうあたりは勝負だけれどもただ今回 NHK が抜いたっていうのはそういう役目だと私安倍さん会見で「元気です」っていうのかと思ってたから「大丈夫です」って。 んな歳の子供みたいなこや、ようやくすると、そういうふうに言うのかなと思ってたから。まあ、ただ、確かに、この間、これは僕、政治記者じゃないので、裏事情をそんな詳しく知ってるわけじゃなくて、ちょっと今日は大竹さんや室さんにはちょっと申し訳ないんですけれど、ただ、この間、やっぱりちょっとこの具合が悪い、ある意味、僕はそんな時代じゃないし、そんなこと許さないんだけれども、権力者の健康状態っていうのは、 ある意味で本当は隠したい情報なわけじゃないですかそれが側近とかねあれはだって官邸が流した、うん、そうそうそう側近だったりとかあるいは官邸の周辺の人たちから、うん、非常に具合が悪いと、うん、体調が悪いんだとかだから少しでも休んでいただきたいみたいな情報が流れていて、うんうん、でそういう情報が流れてメディアもこう本来、ね、批判するべき、うん、国会は野党がこう憲法に基づいて召集要求してるんだから、うん、こう召集しなくちゃいけないとか。うん あるいは記者会見もしてないじゃないかとか、うん、まあもっと遡れば多分今日そういう話すると思いますけれども、うん、森友学園の話、加計学園の話、うん、桜を見る会の話、うん、まあ最近だと昨日おとといですか初公判始まったあのも前の法務大臣の公職選挙法規発言とか、うん、本来そういう聞かなくちゃいけないことをなんとなくこう聞きにくいっていうかね焦点がこう安倍さんの健康問題にずれちゃってたので、うん、だから本当にこれ、安倍さんどうなんだろう病状の本当のところはっていう疑問は確かにあったんですよね。うん、ただまあ おやめになるってことでしょうから、うんうん、本当に実際にその持病なのかどうなのか、うん、まあ今日この後5時から記者会見ですか、うん、だから、うんえー、持病の潰瘍性大腸炎が悪化しているのか、うん、あるいは他のね、何か体調の悪化の原因があるのかというあたりはちょっとまだ分からないところはありますけどね。うん、まあ、あれだよね、まああの、ご病気ならね、これはちゃんと治,治して元気になってほしいなってみんな思ってるよね。うん、ただ前回のスクープってさ 確か TBS、ねね、は前回というのはつまり2006年に第一次政権ができて、その辞やめるときは確か TBS が早かったんじゃないでしょうか、だからあれはまた TBS にこう、ね、親しいらく記者がいらっしゃったというか、まあ、想像つく人は想像つくと思いますけれども、まあ、だからそれも、うかあだからこう、まあ、そういう意味では、憲政史上最長、それから連続在任期間も。 えー、この8月29日でしたかで最長になったんですけれどもだけれど第一次政権も第二次政権もまだ8月の28日ですんない29日になってないですか、はいえー、と3日ぐらい前では2 5日ぐらいにな、ね、ったかね、えー、に、えー、連続罪人が最長にもなったんですけれど、うんはい、だからさ最初に病院に行ったのが17日かなんかだったじゃん、うんうん、今回は、うん、だから頑張ったんだ24日まではって思って。 なだけど24日だとぴったりだと何か,、うん、か言われそうだから3日我慢した25日だと <laughs> なんか言われそうだからあのそれで言うとだから僕その安倍さんって僕は政治記者じゃないんですけれど、うん、安倍さんって一体何者なのかなということで、はい、この番組でもちょっと僕紹介したと思うんですけれど。うんうん 安倍さんのそもそものモチベーションだったりとか政治的なスタンスだったりとか生い立ちだったりとかっていう話はそのお父さんの慎太郎さんそれから父方のお父さんの安倍寛さんの話も取材して安倍三代っていう本を書いたので多少想像がつくんだけどやっぱり安倍さんってもともとこれをやりたいと思って政治家になった人じゃなくっておじいちゃんまあ母方は岸信介だしだから。 こう,うまくこの政治権を運営したいっていう人がまず最初にあった人なので,、うん、で実際にレガシーっていわれるものって大きなのなのいでしょでも負けず嫌いは負けず嫌いだったよねあの給食のマスクみたいなのずっとやり続けたんだからさ<笑><笑>まあそうだね、うんうん、だけど、うん、そういう意味では一つ連続在任最長とか建設史上最長の政権っていうのは、うん、まあ彼にとってみるとやっぱり三井さんが言うように欲しい。うんうん こう称号ではあったのかもしれないですけどねただ結局だけどレガシーってそれになるわけうん。だからそれは捉える人によって違うでしょだから例えば安全保障法制っていうのは室井さんはおそらく反対だろうし、うん、僕も疑問を持ってるけれども、うん、集団的自衛権っていうのはずっと行使できないんだって言ってたのを行使できるようにしたっていうのが一つのレガシーだっていう人はいるのかもしれないですよね、うん、だけど、うん、その拉致問題、うん、これは僕は拉致問題に関してはもう 当初からずっと取材してたのでこれは、はい、あのもうしゃべりだしたらきりがないんですけれど安倍さんは拉致問題での強硬姿勢を最大の跳躍台にして一気に首相になったわけでしょ、うん、そういう意味で言うとその全くって言っていいほど動かなかった、うん、動かないどころじゃないでしょトランプが拳上げた時にそこについてっちゃって、うん、あの余計 その話しし合いとかもできる余地なくしちゃったしう、ね、そうだからこれ、この問題って結構難しくてね、うん、その拉致被害者の,そのご家族の方だったりとか、うん、拉致被害者を支援している人たちっていうのは、安倍さんのことを応援してたわけですよ。うん、だから、安倍さん以外の人が何かこう北朝鮮と交渉しようとすると、どうしてもこう融和的だみたいな形で、叩、うんうん、かれやすいっていうか、批判されやすいところはあるので。 だから僕はそう思ってますけれど、うん、だからそういう意味で言うと、安倍さんの間に何かね、こう成果を残していかなくちゃいけなかったんだけど、結局、何もしなかったといういや、だからこ,これはさあの、いつも思うんだけど、これ、水面下の話でね、うん、僕たちのふうに伝わってこないわけじゃん、だから何が行われるたか分かんないっていうのが、ただなんかこう、ここに来て前、前に進んでないんだなーっていうことは、 分ただそれに関してに住みそうだったら、うん、政府っていうか官邸がもう大宣伝するに決まってんじゃん。ね、だってあの北方領土のことだってさ、うん、あれ2とプラスアルファで帰ってくるんだ帰ってくるんだってどのぐらいテレビって尺つくって流した全く帰ってこないことになっちゃった、うん、だからそれに関して言うと、うんうん、これも僕は話したかもしれないですけど。 外交って、ある種官邸がこうしたいっていうものがあってね。だけど、一方で外務省の外交官たちがいて、こう、なんていうのかな、両方がうまく同じ方向を向いて、こう、歯車があって動かないとなかなかうまくいかないでしょ。だけど、安倍政権の、まあ、これはいずれきちんと総括されなくちゃいけないと思うんだけれど、一番の問題点って、 やっぱり官邸主導っていうのを事実上の官邸独裁化しちゃって、官邸がこうだっていうと、それに合わせて官僚の人たちは下から積み上げるんじゃなくて、その官邸の意向に沿った形で無理やりにこうデータもそうだし、外交も方針もそうだし、ねじ曲がっていっちゃうので、それじゃやっぱり成果が出ない。だから、ありとあらゆるものはそうですよ。例えば、番組にいらっしゃって僕も感動しましたけど、 なんでその財務省で証拠改ざんあの公文書改ざんが行われたかっていえば安倍さんがあんな言わなくてもいいような大見えを国会で切っちゃったもんだからで人事に握られた財務省の官僚たちはこれはまずいと大変だって言ってどうにかしなくちゃいけないつまり官邸の意向あるいは官邸を守るために下でいろんなことをした中で公文書の改ざんまでしちゃったわけでしょだからロシアの外交もそうですよロシアの外交も僕が聞いた限りは。 外務省なんかがこううまくいきそうだってんじゃなくて、うん、官邸でこうだって言ったもんだから、うん、それに沿っていろんな観測気球ばっかり上がって、うん、結果的にうまくいかなかったありとあらゆるうん、ここですよいろいろその文書改ざんとかさ、うん、か官僚のこあり方とかさ、うん、ここまであと権力の私物化しちゃいけないとかさ、うん、ここまで破壊されちゃってさこれから先さちゃんとまともに戻ると思う <laughs> まあ、だから誰になるかですよね。うん、だから、今の報道だと、共同通信なんかは速やかにその総裁選を実施すると。うん、ただ、総裁選やるってことになってくると、今度は、次が誰になるか、交換言われてるのは、石破さんだ、うん、岸田さんだ、うん、菅さんだ、うん、ひょっとしたら麻生さんなんじゃないか。うん、まあ麻生さんは、総裁選になったら出ないかもしれないですけれども、うん だからその選挙の仕方基本的には総裁選やらなきゃいけないんだけどその今、これも NHK で報道してましたけれども緊急の場合には両院議員総会でその新総裁を選出できると。議員の人だけってことっていうことになってくれば党員は関係なくなっちゃう党員関係ななくってしまう。ないからっうふうな見方も出てくるでしょうしねだからそのどういう形で新総裁を選ぶのか。 今まで、こう、これだけの緊急事態なのに、国会も閉じちゃって、それから会見もしないっていうような状況だったのを逆手に取れば、緊急事態だからっていう形で、以前、だから、小渕恵三さんが倒れた時に、密室で決めちゃったじゃないですか。そういう形で、例えば、ね、今、あの、 ああ臨時代理は麻生さんなので、うん、とりあえず麻生さんにして、その後はっていうような形にしていくっていうことも,も考えられなくはないです。だからそれをどうやって決めるかによって、うん、室井さんが言った、その、こう壊れたもの、うん、壊されたものっていうのと私はもう、新しい、その、総理に求めることは、うん、自分が総理になってこうしたいっていう、うん、最初にだよ。うん、あの、それを語らなきゃいけないじゃん。うん、それとプラス、今まであった、 変なことに関してきちんと検証して検査するって検証するってはっきりさせるっていうことをちゃんと約束してもらいたい、うん、そんなこと言ったら安倍さんが公認にさせてくれないそんなことされたらたまったもんじゃないですよそれが政治っていう,そうしないとガタガタになったの治ってかないよ、ね、いやそりゃそうですよだから本来であれば、うんうん 公文書改ざん、奥様の赤木雅子さんが訴えているように、首相がちゃんと調べろといえば、あれはかなり正確な内実が分かるわけだし、あるいは前の法務大臣が捕まった件でいえば、1億5000万もの金がなんで前法相の負債の陣営だけに流れたのか。あれは その政党助成権が入ってる可能性もあるわけですからす、ね、僕らの税金かもしれないんだから、うんうん、それが買収に使われた可能性はないのかっていうあたりも。うん、あれ安倍さんだって最初の頃ってその党としてどうなってるのかはっきりさせるみたいに言ってたんだよでも全然その だけどいつも口だけであのきちんと調べるっていうけど調べたことなんかなそうだからそうだから室井さんが言ってるだからそれからね桜を見るだってあって招待者名簿ないないないって言ってるんだけどそんなはずはないのでその次の総裁がきちんとやっぱり調べるべきだと60番台ってことも分かってきちゃった分かってきちゃったそうだからあれもまだねくすぶってますからねあの 60番台で招かれた人が一体誰の枠で来てたのか、まあ、60番台ってことはつまり総理枠なんだけれども、うん、そういうのもきちんと調べろっていうふうに言えば、ある意味で自民党っていう政党の、なんていうかな、こう健康さっていうか、うんその、なんていうかな、自力でこう物事をこう、うん、検証していくような形になるのかどうなのかそうだね、そこだね、うん、なんかこの、ここに来て、やっぱこのコロナがあったじゃない。こ、うん、この時の時なんかこう あの、政府の動きとかはさ、やっぱしなんか、どっかで誰かが決めちゃったことが、うん、こう、な、何の相談なしに、うん、まあ、各省庁もまたがずに、いろいろやってきたじゃない、うん、でそういうことで、このコロナの中、やっぱり本当は政府のやることって今、一番たくさんある、 そうですね、100年に一度のあれですからね、もうあのリーマン超えてるぐらいのもう経済ショックがあるわけで、うん、これは政府の役割は本当に大きい時期に、このなんか、退陣、うん、が、退任が決まるっていうのは、もうこの国にとって、どういう方向に行くのか、ちょっと、まあ、誰になるにしろ、うん、その俺を任された人は、 結構な重責だよねこの時期っていうのただ、うんその、これは室井さんがひょっとしたら近いかもしれないけれど、うん、やっぱり安倍政権っていうのはもちろんその重責だしこう喫緊の課題たくさんあるんだけど、うん、やっぱり安倍政権って何だったのかっていうのはやっぱりよく考えてみなきゃいけなくて、うん、その今日だから辞任の意向を固めて5時から辞任されるの、うん、その意向を発表されるのかもしれないけれども、うんうん、7年半長期政権っていうんだけど、うん、結局こう。 いろんな打打ちち上上げげ花火はたわけでしょ一億総活躍だとか女性が輝くだとか地方創生だとかだけど結局やってる感だけを演出して実際にはきちんと成し遂げたものっていうのはほとんどないでそういう政権がまあ誰かが広告代理店政治って言ったけどねでもそういう政治が初めて。 大竹さんの言葉で言えば、本当の有事、本当の危機をコロナで迎えちゃったわけですよ、直面しちゃった、世界中にいろんな指導者いるんですけれども、そこそこうまくやって、評価を上げた人、支持率上げた人、それからもうめちゃめちゃで支持率下がっちゃった人いるんだけど、国際的に見ると、安倍さんの評価って、少なくともコロナに関しては、 最低ですよね下から3番目以内だ、ね、つまりやっぱり7年半の安倍政権って何だったのかっていうとやってる感で野党も弱いだから自民党の中にもこう対抗する派閥がいなくなったっていうその安倍さん自身がすごくこう強いもんだから一強になったっていうよりも周りが全部陥没しちゃったから一強に見えたで結果的に本当の危機に直面してみたら こんななな無残なそのこう終わり方になっただからそういう意味で言うとやっぱりこういう政治しか持ちえなかった、うん、あるいは逆に言えば7年半もこういう政治を長引かせてしまった、うん、っていう、うん、まあう、ね、メディアっていうもそうだけどうこ、ん、と、うん、は時代がそういう時代だったっていう捉え方もできるよね。 それでいうとね、だからそんな時間多分ないと思うけど、ごく簡単に言うと、僕は安倍さんは小中高大、それから就職した後も、だからつまり政界入りする前の彼のことをよく知っている同級生、先輩、後輩、それから恩師、会社の上司、同僚、聞いたけど、安倍さんって何だったのかっていうと、少なくとも政界入りする前に、彼に特別な政治思想なんかないわけですよ。 僕の何本に書いてあったよ、うん、そういうのを先生も、ゼミの先生でさえ、彼とそういう政治的な議論をしたこともないし、うん、彼が卒業論文で何書いたも覚えてないし、うん、ゼミの時に彼が何か積極的に発言した記憶もないと。うん、で、うん、神戸製鋼の上司だった人もそうですし、同級生も、彼とそういう政治談義したことがないっていうんですよ。うん、っていうことは やっぱりその彼はやっぱりもともと何かこうあの右派的なねまあそれがいいか悪いか別として右派的な政治思想を持ってたわけじゃなくて政界に入った後とにまあ周辺だったりとか世の中の流れだったりとかにまあ,ある種感化されて今みたいな立場になったとまあそれはいいか悪いかっていうのはとりあえず置いたとしてもやっぱりね室井さんが言ったその政治でこれでいいのかっていう話で言うと やっぱり2世3世、うん、世襲政治の弊害みたいなね、うん、だって今だって次に名前出てるのだってみんな2世3世ですよ唯一違うのは菅さんぐらいでしょう、うん、菅さんがいいか悪いか別として、うんうん、やっぱりだからね親父さんや、まあうん、2>, 2世3世にもいろんな人いるんですけど、うん ただでもやっぱり政治ってそもそも今の世の中のこういうところがおかしいとか、うん、世の中こうしたいとか、はい、日本は今こういう問題があるからこれをなんとか解決したいって思った人たちが政治って紡ぐものじゃないですかそうじゃないよおいしいから後つぐんだ、うんうん、まあおいしいんだろうねきっと <laughs> みんなに生産性でやるってことは。うん、だから やっぱりね、その政治のあり方っていうのを、根本的に、まあ、それはそんな簡単じゃないんですけど。うんうん、見直さないと、これだけだって、次の、こう、石破さんもそうだし、うんうん、岸田さんもそうだし。うんうん、それから、河野太郎さんもそうだし、うんうん、みんな二世三世でしょで、ね、だから、二世三世の政治でいいのかって。のやり方を見直すっていうのは、うん、今すごいわかりやすい。その権力の私物化とか、不正っていうのが、ここのとこ、ずっと出てきたでしょ、うん、安倍政権で。うんうん、だから、それ。 それを次の総理はだよ、うん、検証するところからやんないと、うん、またそこをさ結局受け継いでって言ったらいつまでこれ続けて日本がさそんな体力はそ,れそういう政治家に付き合ってっていう体力があるのかって思うんだ。 かつてだったらね、例えば自民党の中にも、だからそのいろんな派閥があって、例えばそのロッキード事件っていうのが、なぜ検察が捜査できたかっていうのを、当時の、この間、あのあの検察庁法改定案の時にその元検事総長経験者で記者会見した松尾さんっていう方、僕、インタビューしたんですけど、あの人はロッキード事件の時の現場の特捜検事だったんですよ。うん、で なぜロッキード事件はできたのかって聞いたら、はいうん、やっぱりその時の政治、三木、うん、さんだったわけですよ。うん、クリーン三木ってのを旗印にして、うん、金券政治とおさらばだっていうふうに言っていた政権があって、うんうん、で、法務大臣も捜査の邪魔しないと、むしろ捜査のこうケツを叩くようなことをした。うん、で、メディアもやっぱり田中角也は問題であるっ,、うん、っていうようなことを言ったから、捜査ができたわけですよ。うん、つまり、自民党の中にも、その、いろんな派閥、いろんな人たちがいて、 その A っていう派閥の,その政権が終わったら、B や C が出てきて、やっぱり室井さんが言ってる通り、そこからやらなきゃだめじゃないかっていう声が出ればいいんだけど、今、そういう状況でもない、逆に言えば、もっと言えば政権交代すればですよ、それがいいかどうか別にして、韓国なんかは前の大統領みんな捕まっちゃうっていう、そこまで行くのは行き過ぎにしても、本来であれば野党が出てきたら、やっぱり前の政権の問題点をきちんと追及しましょうってすべきなんだけど、 でもこの局面で出てきて、うん、まあそれこそ僕は知らないけど、うん、石破さんあたりになれば、多少そういう気分があるのかもしれないけど、うん、そうなったら安倍さんや安倍さんの周辺の人、困るわけだから、それはなかなかそういうふうにはならない、うん、っていうところがあるかもしれない。 権力を持ってさ長く続いたじゃまあ歴代の総理はさその時にはさじゃあその後継みたいなことでなんかいつも候補があって4人とか3人とか争ってたじゃない、うんうん、今回どこまで続くか分かんないからっていうのもあってあのしかも後継者みたいなのがなんかこう誰かを育ててるみたいな、うん、誰かに期待してるみたいなのが 全然なないいいじゃ安倍さんってうのはだから、それなかかったですよねだらこれは僕は政治記者じゃないけど、歴代の例えば田中角栄さんにしたって、長谷さんにしたって、そういう人たちっていうのは必ず後継を育てて、安倍さんに関して言うと、小泉さんが育てたっていうふうに言ってますけど、でもね、これはね、残念ながらね、僕は安倍さんに関して言うと、育ててないのもそうだし、安倍さんのね、一つの究極的な欠点はね、人を見る目がない。だって 安倍さんがこう可愛がっているその政治家だったりとかあるいはその安倍さんに気に入られましたって言って政界に入った人とか自民党に入った人ってまあ室井さん今ニヤにヤしてるけどいななのいいよ <laughs> の引き倒ししでさ大臣にしちゃっった人って必ず問題起こだってこの間のその前の法務大臣だって安倍さんの結構近い人だったらしいんだけど。 だって、あの人だって、自らだって現金配ってもらってるんですよ、うん、なんでそんなことすんのかと思ったら、要するに秘書が次々辞めちゃうってわけですよ、要するにかなりこううな人格的な問題があるので、だから自分で配ったらしいんですよ、そういう人が安倍さんはこう引き立てちゃうわけですよ。だってあの、うん LGBT に生産性がないとかって言った人も、あれ、安倍さんが気に入って自民党に入れたんですよ、あるいはその僕と元同じ通信社の人なんかも、どうしてこんな人がっていう人が、安倍政権のでこう取り立てられる。 人を見る目がない。ね、人を見る目がないんですよ、あのー。まあ、俺たちが分かんないぐらいね、政治はもう正だくね、合わせ飲んで、うん、なんかやっぱり過去に苦い経験とかいろんなことをした人たちが、それを自分のね、薬にしながら、なんか新しい人材を育ってていくみたいな、うん、まあ、綺麗事じゃないっていうのは、俺たちも分かってるけど、うん、まあ、それでもやっぱし、 次のこと次の世代のことをやっぱり考えていってほしいよね、そういうふうに。なるんかだからコロナもそうだけども、なんかちょっとほっぽり出された感じがあるよね。とりあえず今、私がちょっと喋ってみたいのは、古賀茂明さん。 それはだってあれじゃないあなたの結婚相手を紹介してくれたからでしょ違うよそういうのをねあれをほらアイムノットアベを出していかんなっちゃった大竹メインディッシュ本日のゲストは青木おさむさんでしたありがとうございましたもうちょっと政治に詳しいジャーナリストだったら良かったんですけどいや面白かったはい。 大竹紳士講説録月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。はいどうもということでですね。あの昨日はうちの方も所沢も豪雨の予定だったんですけれども全く降らずにそうなんです。全然降らない。うちの方も降る予定だったんだけど杉並だけど全然降らなかったであでもうちの息子練馬に住んでるんですけどはいはい。 中野もなんか豪雨だったとかって聞くので結構なんかこうね当たり外 <laughs> れって言ったらですね。周知が違うんだけどね。で,でも、モネさんそれにしても今日届いた野菜はプロ野菜じゃないですか、はい、これも 見てこれ。なんあ、そうアナガさんのこれ。いやいや、何これもうゴーヤが太いし、これからプチトマトがものすごい量ですね。アナさんどんどんプチトマトの<う>あのなんかお届けが多くなってません。ようんうん、いやもうもうプロ最終処分っていうか<そ>う <laughs> あのもう夏休みさえそろそろ終わりなんであのでももう大変なんですよ。なら今月に入ってほとんど雨降ってないんです。なもう今朝も四時半に起きて自転車の荷台にポリ タンク20リッターの積んで5往復したんで、100リッターまくだけで、もう水まきだけで重労働なんですね、だら、えー、あの、うんまあ、豪雨のね、被害があった方は、お前、ふざけんじゃねえぞ、うん、って思われると思うんですけど、降らなきゃ降らないで、もう地獄なんですよそそちょっとはね、やっぱお湿りもいただきたいところだね。 もう本当にケトル買うケトラ買うか買わないで奥さんと大喧嘩した。あらちょっと。さんもダメだって言うんです。ケイ中古でも結構安いのね。あのよ森永先生のねオキュだと。あのトラの荷台に給水タンクを積んであのタンクローリーみたいにすると楽だなって思うんですけど、他に使い道がある。確かに確かそうタンクローリーという。量とか重いかも確かにそうばうね。 農家の方は大変だってい。ということで本題に入るとですね政府の有識者会議である新型コロナウイルス感染症対策分科会がですね先週の金曜日に開かれて再拡大した新規感染についてあの なぜか第2波って言わないんですけど誰がどう見ても第2波だと思うんですが、はいえー、ピークに達したものと考えられるっていう評価を発表しました、はい、つまりですね、えー、この巨大第2波が、えー、ついに収束に向かって動き出したとで発症日別の、あのー、感染者数のグラフっていうのを発表したんですけどそれを見ると、まあ、明らかにもう ピークアウトしていてい、うんえー、この分科会の評価では7月の27日から29日、うん、つまり7月末がピークで、うん、8月になってどんどん減っているうん、うん、でこれが、まあえー、10日ぐらいのタイムラグを置いて、うんえー、統計として出てくるでしょ、うん、っていうことなんです。問題はですね、はい、なぜ8月に入って感染者数が 減るようになってきたのかっていうところなんですね。あの政府は、えー、あのゴールデンウィークの時と違ってですね、えー、それほど強い自粛要請とか休業要請をしていないわけです。で積極的な対策を取らない。 えー、どころか7月の22日この最終盤の7月のところからは、はいはい、GoTo キャンペーンが始まった日ですね、うん、ねはこ、い、えー、これ全く効果ないって言われてるんですけど、うんうん、どうも1ヶ月で200万人ぐらい利用したっていうことで結構利用はされているっていうことなんですね。にもかかわらずなぜピークアウトしたのか。 えこれはこの感染者数の急増っていう報道に接した国民が、まずいぞっていうので、自主規制をしたということが大きな原因だって言われてるんですけれども、私はそれだけで、感染がピークアウトしたとはどうしても思えないんですそうですね。なんかね、えー、市民たたちちが自分たちで 頑張っったかていうのはねだって人でもそこそこ出てたわけですよ。もうだってゴールデンウィークの時なんてもうゴーストタウンみたいになってましたからそれと比べるとそこそこ人も出続けているわけですね。でじゃなぜか私はこの気温が急上昇したことが原因ではないかって 思ったんです。ウイルスって結構湿度の問題だって、その前までは言われてたけど。気温の関係ありますか?。いや、で、これね、その天気の話からすると、七月はもうずっと梅雨が長引いていたんですよ。はいはい。まあ、雨ばっかり降っていた。うん、そうですね。例えば東京で言うと、え七月。朝昼晩とずっと晴れてた日。たった一日しかない。そうなん。一日だけ。 あの7月の19日だけ晴れてたんですねでこれは何で知ってるかっていうとその晴れた日にうちのスイカを人工授粉したのでその日しかチャンスがなかったイではで東海地方と関東甲信越が梅雨明けしたのが8月の1日です と晴れが続いてるす当然気温は急上昇ってそんなこと言われなくても分かってるって言われると思うんですけど私はこの、えー、インフルエンザでもそうですけど夏場暑くなると、うんえー、やっぱり収まるわけですね。うん、で、うん、同じようなことが起こってんじゃないのかなと思っていたので先週の金曜日21日にですねあの情報ライブミヤネ屋って。 っていう番組に出演した時に、はいえー、関西福祉大学の勝田義明教授、はい、私はこの人に言ってること割と正しいと思うんですけど、はい、私の気温説をどう思いますかっていうのを、はいえー、ぶつけたところ、はい、勝田教授はこう言ったんです、はいえー、感染者数を縦軸にとって、はい、気温を横軸にと グラフを見ると、うんうん、大体接種0度前後をピークとした富士山型になり、うん、20度台後半になるとベースラインになる、えー、つまりですね、えー、気温0度っていうところがこの新型コロナはピークになる。 つまり気温が下がれば下がるほどとてつもないマイナスになればまた別ですど、冷凍庫とかでは生きられないんですけど普通の我々の環境でいうと気温が下がれば下がるほど感染が増えるっていうことを言ってるんですそのため気温が原因で感染者が減ったということもあるそのことを反対から見ると冬になったらもっと増える。 冬になって振り返ったらかわいい山だったなということになる可能性があるこれは私が言ってんじゃなくて、うん、勝田教授がそう言ったんです。第3波ってことですすかそうなんで,すんで実はですね、はい、あのー、白鴎大学の岡田古江教授も前から同じことを言っています。からら冬にななったら大きな 感染の波が来るぞ、うん、今は気温が高いから抑えられているんだでねこの感染症の専門家が2人揃ってそう言っている私もそうなる可能性は極めて高いだからこの今どんどん感染者数が落ち着いてきているっていうのを喜んでちゃだめなんだと思うんです。ね もしですよ今の第2波、これは第1波よりも大きいわけですけれども、それよりも大きな第3波が来たら、これはもう大変なことになるわけですね。医療体制が追いつかないっていうことももちろん起きますし、経済でも大混乱になるわけですもし起こったらねだって、今でももう仕事にならない。 もう誰かが濃厚接触者になったっていうだけで番組を降ろされると。 本当に感染すると、うんはい、その事務所とか事業所を消毒のために閉鎖するとか、うん、そういうことが、はい、あっちこっちで起こってて、はい、で私の場合でもどんどんそれが増えちゃってるわけですよ。こ<ー>うしたら仕事回んなくなるに決まってんじゃないか、うん、でこれ市中感染率が上昇するとですね実はその濃厚接触の可能性は指数関数的に増えていくわけです。うん、だからこう1 2の人と 一緒にえ15分とか20分一緒にいるっていう可能性よりも例えば市中感染率が50%になっちゃったらもう誰とどんな仕事をしてもどんな遊びをしても濃厚接触すするるに決まってるじゃないですかだからそれはまずいわけですよ。ということは普通に冷静に考えたら来月9月っていうのがこの巨大な第3波を 防ぐ、ラストチャンスになるんだ。ラストチャンス。だって、九月までは。まあ、結構暑いって言われて。そうですね。十月になったら、気温は下がってくる。確実に。あの、絶対そうです。その、その、気温との関係っていうのは、先生がおっしゃってるように。立証されてるんですか。うん、でも。あの。あの。勝田先生。 もともと SARS の時かな現場に出て陣頭指揮を取った専門家ですし岡田さんも国立感染研究所にいたので2人が同じことを言ってるっていうことはこうなんでると あのウイルスはねあんまり生きられないみたいなこと言ったけど今度のこれに関してはそうでもねえなっていう話になっちゃってたんですよ、ね、いやだからものすごく強くなってるから、うん、こんな暑い中でも生きてるわけですよ、うん、で、うん、それがブイブイいけるブイ気温が下がるれか湿度になったら。 大変なことになっちゃう。今のうちに、もうこのコロナを根絶やしにしておくっていうのが。うん、私はいい、一番いい方法根するためには、どうしたらいいですか。もう、これはもう、世界の常識は、え感染流行地を封鎖して。 徹底的に PCR 検査をして陽性者を隔離するっていうこの3ステップしか私はないんだと思っているんです前も話しました世田谷区はいつでもどこでも誰とで誰,と誰,誰でも。 言ってて、なんかぶん新聞にも何万人ぐらいは、はいうん、2万人って言ってましたよね、2> 2保育士さんとか、はいううね、介護施設で働いているかとかいや。それを東京23区全部でやって、うんえー、徹底的に調べると、うんで、調べてる間は東京の人、外出ないっていうふうにすればいいんだと思うんですけど。調べて感染しすると、でも今の法律ではなんか隔離とかされて、2週間休まなくちゃいけない。 とというここになってますよねこの法律はと調べないでいると若い人はかかっててもまだ働けるっていう状況が続くこの番組でよく言ってるんだけど、まあ、世田谷区がやるみたいにあのまあよその国もそうだろうか知らないけどあのよく保健所に調べに来てくれましたねっていうようなトーンを出さないとあそうですそ,うですそれは何かこう、うん、3自費で言ったら34万とか言 だめだと思うんですよね。いやだ、世田谷区のやってる方向をすべての区でやればいい。うんうん、なんでできないんですか。世田谷でできて。新宿でできないはずがないでしょうん。そうなんだと思うんですけどもね。うん、こう、はい、調べると、またそれがなんかこう。隠れてた方が得なみたいなニュアンスもちょっと今出てきちゃってるんで、余計心配ですよね。うんうんはい はい森永さんありがとうございました <laughs> 明日は武田佐鉄さんがいらっしゃいますお知らせの後は交通情報です <laughs> 大竹紳士高有禄火曜日の担当はフリーダイターの武田佐鉄さんですはいよろしくお願いします安倍総理がですね、まあ、連続在籍最長を達成したということで、はい、まあ8月24日に達成したんですけれども、はい <laughs> 二次内閣発足が12年の12月26日ということで、うん、それ以降2799日となって佐藤栄作元首相を抜いて最長になったと、はいまあ、通算の在任日数というのはもう去年の段階で達成してたんですけれども、うん、昨日安倍さんが会見で、まあ、何とおっしゃったかというと、うんえー、政治においてはその職人何日間在職したかではなくて、うん 何を成し遂げたかが問われるだろうと思いますということで、こちらが言いたかったことを、責任をおっしゃってくださったと思ったんですが、そこにお前が、お前じゃ、そこにあなたが踏み込むかと、ちょっと思ったよね。それに続けて、この7年8か月、国民の皆様にお約束した政策を実行するため、結果を出すため、一日一日、日々、全身全霊を傾けてまいりましたと、その積み重ねの上に、今日の日を迎えることができたんだろうと考えておりますと。いうのは まあその人に備わっている体力と精神力のすべてというのをまあ意味するわけですけれども、なかなかどう考えても、国民の皆様にお約束した政策を実行するということはできてないと思うんですけど、これ、よくまあ文章とか音声を振り返ってみると、なかなかよくできていて、政策を実行したというふうには述べてはないんですよね、政策を実行するために全身全霊を傾けてきたと、その積み重ねの上に、今日の日を迎えることができたと。 つまり、ずっと頑張ってきて、今日がありますということをおっしゃっていて、うん、あまあでも安倍さんはずっとこの政治は結果ということを断るごとにおっしゃってたんですけれども、ねうん、まあここには大きなかい離があるかなと、皮肉っぽいことを言えば、ダイエットしたいという思いを持ち続けてきましたというのは、<laughs> おそらくダイエットはしてないんじゃないかなというふうに疑われると思うんですけれども。うん 春の愛とね似てるよね。私はもうダイエットガリガリになりました。大成功なりましたね。は有言実行のタイプです。はい。ダイエットチャレンジしてる方はほとんどの方が道半ばですよ。道半ばですよね。でまあその安倍さんずっとレガシーっていうのをねまあ保持続けてたんですけれども、それこそ佐藤さんだったら沖縄返還だとか、中曽根さんだったら民営化とかねそういうのがありましたけれども、まあ安倍さんレガシーがないっていうふうにずっと言われてたんですけれども。 共謀罪とかね、なかなか要件が曖昧なまま成立しましたけれども、あるいはアメリカへの依存をさらに強める安保法制の話であるとか、あるいは消費税の2度の増税なんてのもありましたけれども、こういうふうに国民の制限とか制約っていうのを強めるっていうところでは、いろいろ達成されたのかもしれないんですけれども、この最も手に入る予定だったレガシーっていうのは、東京オリンピックだと思うんですけれども、1年後に延期されましたし、そもそもオリンピックもね、 例のアンダーコントロール発言であるとか、うん、まあ武田元会長の賄賂疑惑であるとか、うん、まあそのレガシーという前に、そもそも解決するべき、証明するべき問題というのがたくさんあったわけですけれども、あるいはその憲法改正もね、ずっと悲願だ、悲願だということで言ってましたけれども、国民投票法の改正案というところまでまだ行き着きそうにもないと、それなのに先月、麻生さんのねなんか会合かなんかにビデオメッセージで、 自民党総裁中の任期中に憲法改正を成し遂げたいというふうにおっしゃってまあたとえ仮にですねこの国に憲法改正が必要だとしてそれがでも誰かの任期中である必要性というのは全くないんですけれどもご自身は常に自分の任期中にというふうにおっしゃっていたで森友だとか家計だとか桜を見る会だとかまあいろいろ説明不足のまま忘却したものというのがたくさんあると。全全身全霊傾けててきたのって まあこれ皮肉っぽく言うと、これはまあ疑惑の払拭というのをずっと全身全霊でやってこられたのかなと、まあ、相次ぐ大臣の辞任というのもありましたけれども、まあ、そこで責任を取るんじゃなくて、まあ、例のね責任を痛感するという言い方をずっと続けてますし。うん、あ,のあれですよねあのもう気になって いうとあのあのもう一生懸命やってるとこれが最重要課題だっていろんな、うん、面でおっしゃったた時に、まあ、拉致問題も最重要課題ってう、ね、こうおっしゃってたんですけども横田茂さんが亡くなられた時には断腸の思いということを言いましたけれども。うん 拉致問題、まあ、そして、そうなんですよ、動いてませんからね、その辺も、なんかこう、やって,てくれてるのかなって、もう俺、これもいい、民主党政権時代からね、うん、拉致問題に関してはね、えー、あの聞いてると、えー、民主党政権時代もやってるって言ってたんですよ。うん でその割に、でもこれ、水面下のことだから、俺、突っ込めないでしょ、うん、そうですよね。何にも知らないから、どこまでやってるのかとか、どういうふうに動いてるのかとか、何も知らずに今日まで来て、ただ、外国とのあれだから、こっちは何も知らないし、しかも突っ込めないしね、なんまあ水面下で動いてるってことをずっと言い続けて、ただ今、表に出てるところで動いてるかさら何も動いてないっていう結果が、残念ながらあるわけですからね。でここ最近やっぱりその、まあうん 1>, 1週間ぐらいずっとテレビではその安倍さんの体調不安説というのが出ていろんな憶測を呼んでいるわけですけれどもまあでも実際の安倍さんの体調というのはこれは側近にしかわからないのででもその公的に流れてきた情報としては安倍さんは昨日はもう体調管理に万全を期してこれからも仕事を頑張るというふうに言っているのでまあそれを素直に受け止めてですねまあ臨時国会を開いてくださいとかあるいは説明不足している案件ありますよというふうに言えばいいので何かこの言いにくくなる必要というのは僕はないと。 思うんですけれどそれなのに、その首相の周辺からは、ですね首相は疲れてるとか、責任感が非常に強い方なんだとか、休むときに休んだ方がいい稲田さん、稲田朋美さんなんかは、ちゃんと治療すれば、ますます活躍されると思いますとかね、あるいは萩生田さんなんかは、少し疲れてきてバランスは崩れたかもしれませんが、大丈夫と言ってますよとかね、世耕さんなんかは、少しでも休暇を取ってもらいたい。 という,ようなことを言い続けるんですけれども、うん、まさにそのご自身が全身全霊っていうのに対応するように、うん、周りの人たちが、あの方は本当にいつも全身全霊でやってますよっていうふうに、うん、まあ言い合ってるわけですけど、なんかこう、温かい目で見守ってください的な、そういう身内内のコミュニケーションみたいなものを、うん、あんまりこのメディアが素直に物語として引き受ける必要はないんじゃないかなっていうふうに。 思うんですけれどもね。そうだね。うん、そういうま、まあ、その物語をやっぱりメディアは。 結構流してるよ、ね、まあずっとだってまあ病院に入る黒い車の列をずっと追いかけたりなんかしてますけれども,でも今これだけコロナいろんなことでまあ社会情勢が不安の中で国民それぞれがまずその首相の体調って大丈夫なのかなっていうふうに真っ先に考えなきゃいけないっていうのはこれはあまり健全じゃないと思うんですよね。問題がないなら通常通りの勤務すればいいし問題があるんだったら誰か代理を立ててえその間きっちり治療してもらうとか本当になかなか治らないっていうことであれば それはもう他の方を、うん、に代わってもらうしかないと思うんですけど、うん、事態も国会も憶測だけで進んでいっちゃって、ねそうですね、だから今ね太田さんおっしゃったように温かく見守ってくださいだと、うん、これからじゃあこの会合には出ますけど、うん、こうちょっと批判されそうになると、うん、いやちょっと。<laughs> 体調がほらご存知の通りっていうふうになるとそういう住み分けをされちゃうとまあこれから例えば日臨時国会がねまあ10月開く予定ですけどそれがもう早ま謝るのか分かりませんけれど何かその自分の出たくない場所にはあ,あ実は体調がですねっていうふうになってしまうとあんまりよろしくない。 これ、ですよね、昔だったら政治家って、あの、体調不良は極力避ける。もう、ね。明らかにしないっていうのが当たり前ですうん、うん、ああいう、だから病院に入るところとか出るところとか。絶対見せない。入るところは絶対に見せなかったんですけどね。うん、あれ、見せて、暖、うん、かく見守ってくださいっていうふうな雰囲気を作るってことが、うん、まさに自民党の中で代わりになる人が一人も育ってないっていう、うん、その安倍さん一強が、万弱だっていうことの逆の証明にもなっている、ね、気がしますよね、まあ。あの、体調不良って、 まあその病院に入る1日前か2日前にあまりさんがテレビ番組で「安倍さん非常に疲れてますよ」と「少しお休みになった方がいいんじゃないですか」っていうのはまあ今思えばこう前もった告知みたいな感じでそういうふうにおっしゃってその後にまあ病院に入ったわけですけれどもなんかそういう大変なんでちょっといろいろ言うのやめてあげた方がいいんじゃないですかっていうような。 雰囲気づくりをすごく感じるんですよね、うん。前はこういうの全部隠して。隠してましたね、政治家が、はい。こういうことが命取りになるっていうことでね。これ、昨日時事通信出てたんですけどね、9月に想定される内閣改造が、うんまあ、首相の体調次第だと、あんまりこう、がらりと変更しないと、うん、いうことになりそうだとで、その時に。 入閣待機組っていうのがやきもきしてるというニュース出てて60人ぐらいいるらしいんですけどそこの記事の中にですね当関係者は待機組をある程度消化しないといけないと改造に期待すると待機組のある一人は今回の改造で入閣できなければ選挙区を歩くことができないと漏らすとまあ知らんがらっていう話 <laughs> <laughs> ですよねまあでも本当に今回ね例えば台湾の IT のエキスパートの人が ああいう,ふうにマスクを配布する仕組みを作ったりとか、うん、まあそのセクションにすごく精通している人がいたからこそ、うんうん、いろんな新しい取り組みができた、そうですね、こちらはなかなか IT 担当大臣がハンコがどうだとか、うん、書類をどうするかっていうのは言ってる、でもこれって、いわゆる入閣待機組的なものを優先してるからこそ、こういうことになったわけですよね。これだだけの危機機を経ててまだ入閣待機組60人がしる うん、まだ変わる気がないのか、この政治体制は、とれ別に野党、与党に限った、うん、どちらに限った問題じゃなくて、政治体制がまだこういうことを繰り返すのかっていうふうに思うと、うん、なんか、としちゃいますけどね年、ね、をね重ねた方の知恵も必要だけども、うん、ニュージーランドみたいに小、ね、ょうが女性で34歳っていうね、もうそういう世代にもう、日本全部が、業界も含めてね。うんえー 若い人に任せなくちゃだ、今までのシステムだけが生き残っていっちゃうんじゃないかっていうふうに思っちゃいますね、うん、入閣待機組って、日本にしかない言葉じゃないですかね、<笑><笑>そんな気がしますけど、60人、60人 <laughs> 入閣待機室みたいなのがあったら、僕、面白いなと思うんですけどね、いこです、ね、<laughs> ここで,す,こですって、みんなたすきかけてね <laughs>、うんうん、何年待ってますと、私はもう, <laughs> う,う12年待ってますみたいな。うん、あの政治のの、ね、空気感みたいいいななものを今、うん、優先する段階ではないという ふううに思うんですけれども、うん、なかなか今、そっちばっかり優先されていると、でまあ、この最長記録を更新しましたけど、うん、まあこれまでね、2012年からいろいろ看板政策掲げてきた、うん、あ女性活躍とか地方創生とか、希望出生率とかね、うん、介護離職ゼロとか、1億総活躍とか、働き、うん、方改革とか、うん、人づくり革命、全、うん、世代型社会保障とかですね。うん なかなかこのスローガンとして提示された一つ一つが、うん、あその後どうなってますかっていう検証をすればですね、うんえー、この全身全霊を傾けてきましたっていうことをそのまま素直に受け止めることっていうのは僕はなんか難しい気がするんですけれどもね。ゴードゥトラルだって国の、はい だからねねそうですあれもだから菅さんがまこの一月で200万人それを利用したんだそこから10人しか感染者出てませんよとでもどれぐらい効果がありましたかっていうことに関してはちょっとまた時間をくれっていうことになってるわけですよねそれもまたあのとりあえずやったという数値だけを持ち出してそれが有効であるかのように伝えてるんでしょうけれども。 ただ世の中の経済はもうみんな友達も含めて不安でいっぱいですよ、うん、どの業界も、どうなっていくんだろうとう、ね、僕、だからその昨日の安倍さんのぶら下がり会見でね、うん、その安倍さんがこれまでの国政選挙において力強い支持をいただいた国民の皆さんのおかげだというふうに言って、これって言ってみればまあその支援者の皆さん、ありがとうっていうふうに僕なんかには聞こえたんですけれど、まあ、でもこの支持者であろうがなかろうが、うん 国全体を見渡して動かしていくっていうのが政治なんですけれども、なんかやっぱり安倍さんってまだこのあの応援してくれてる人たちありがとうっていうようなこうファン優遇政治みたいなものっていうのをいまだにやってるし、これからもやり続けようとしてるんじゃないかなっていう感じがするんで、青竹さん、今おっしゃったように、本当にあらゆる経済のねお店でも会社でも何でも非常に厳しい状況にある中で、いやもう大変ですよ大変ですよね。そこでその 体調が、の憶測がっていうことをおまあ伝える側もですね、そこまでこう優先するんじゃなくて、だめならだめ、やるならやる、やるんだったらそこに厳しい追及を向けるってことを。 怠っちゃいけないと僕は思ううんでですすけれどもねそうですねそ、うん、なかなかあの総理からの発信や記者会見がないんで、うんええ、あのまいになってるところ多いと思うんですけど、うん、例えばこの感染者が最近増えたっていうのが第2波なのかどうかっていう定義がまだしないので、これ、一旦収まって、また秋冬に次の波が来たときに、これを2波とするのか、3波とするのか、うん、いやいや、波の定義がまだはっきりしてないって、まだ言うのか、うんうん、ずっと僕ら、第2波に備えてくださいっていうふうに言われたんですけれども、うん、これ、第2波ですか っていうふうに言うと、いやーちょっとまだわかんないですねっていうふうに、何に備えればいいのかよくわかんないですよね。はい、ありがとうございます。大竹紳士高有禄今日の担当は武田さとしさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。続いては大竹紳士高有禄毎週水曜日ごめんなさい北野康治です。はいどうもこんにちは。今ね、オレンジね台所の工事をやってんだキッチのなんか変えようって言うんで。 それが意外と大変だね人数がいっぱい来ててあそんなに来てるの、ね、そ,それでその工事の人とかあのよく馴染みの電気屋さんなんだけど、うん、何でも頼む、うん、電気屋さんが来てるの電気屋さんは何でも引き受けてくれるんだよだあのクーラーとか、うん、あの蛍光灯を替えたり全部やってくれるのその電気屋さん,ててん町の電気屋さんそれ何の工事だよ キッチンの代でもあるキッチンの工事なのでもナショナルのキッチンとかあるじゃないいろルねそういう感じだから電気屋さんで十分なんで持ってるキッチンが電気屋さんのものだから電気屋さんがやってくれるキッチンのそれを総得会ってことでんかも関係 電気とか。いやいや関係ないけど。けそれそれやってくれた人、その電気屋さん。ああやってくれた人ね。だから何でも言えるんだけど、うん、そのおじさんがね、うん、工事が2日前から始まって、うん、その2日前ぐらいから、うん、俺がやっぱり家族がいると邪魔だって雰囲気を出すわけね。うんうん、出すか最初からね、契約時から、 家族がいるとっていうとお前 <laughs> と女房、ね、しかいないけど、うん、だお前がやっぱりいろいろ見たり「ほ」<laughs> とか「は」とかいろんなこと言うんだこれは何ないいう全然お任せきりなんだけど <laughs>、うん、やっぱあの日常生活ができなくて、うんあのー、大変だろうっていう感じで邪魔で俺それで温泉行ってたの、うん、2>, 2日間。うんうん もう家を開けてあじゃあリフォーム任せて、うん、そうそう、はい、かうちの鍵もそのおじさんに渡してすごい信頼関係ですね,ね<ー>全然長い信頼関係あそれはあるかもしれなえじゃあ,あの奥さんはどこにいたのと一緒だよああ奥さんも一緒に旅行に行たいいそうそうああそうで今日はあそこの温泉から来たんだけど、うん、この温泉がねうちから1時間半ぐらいで反応、うん半<の>、うん 知ってる知ってるよ。あの辺、埼玉。近いな。近いよ。な遠くまで行けるかも、おそれで。なんか今日、色艶がいいのはそのせいですかもう温泉疲れだよ。もう温泉入って本屋読んで、緑の木を見てて、それだけだもん。緑の木見た杉の木がすごいんだよ。緑そういう杉の木に囲まれた宿なの。春大変じゃないなかなか拡張がある、いい宿なんだよ。 前から俺ネットで調べてて気になってたやつだから、で近いし。近いね。近いよ。でもいいぞ。近場でこんなとこがあるんだってぐらい。ゆったりのんびり。うん。それで今だからコロナでね、そんな温泉とか行く場合じゃないけどねい。まあいろいろな事情があってだからね。 逃避しなきゃいけないからっていうのがあって、逃避、悪いことはしてない、公事じゃないけどね。避かなからね。でもあの旅館はね、やっぱその対策がすごいよね。絶対絶対に近寄らない。工事のおじさんには嫌われないで済んだのね、それじゃ。そうそうそう。まだ続いてんだけど。それはだって。 好き放題だもん別に俺は,放題はわあわあギャーギャー言うわけじゃないから、うんうん、これ何どうしたのなんでこれ,れそんなこと言ってたんだからうるさいんだよお前な <laughs> 言わないの、うん、任せっきりなのお任せしたんそれで,それで、そのってじゃあまだ打ち返ってないんだでね,ね今日はだそこの反応の宿から女房を車で、うんうんうん あの、連れてって、下ろしてからこっち来たの。うちまでってね。うん。連れてって、うちに連れてって。じゃあ見たんだ。直ってるところを。もう大変。何あの、今がね、養生がなんかビニールシート全部かけられちゃって、誇りにならないようなね。そうね。予防策がね。あ、これじゃ進めないなと思って。まだやってるんですよね。まだやってるんだけども、う基地は入ってた。 新しいのがね。そんな変わってない感じ。そんな変わってないのリフォーム大学の何を変えたかったんだキッチンがダメになってたんだろ違うのドうやガタガタ言うしね。もうダメになってたあの食洗機もなんかね、いろんなもんがじゃあ変わってんじゃないかよ、ちゃんと。だからよく見てないもん。パッと見ただけだから。で、置いてきた。高いよ。 水回りは高いんだって。ほんで、で、したい話はどっちなの旅館の話なのか、で、旅館の話のしたいんだよ。まだ旅館の方だったんだ。旅館。どっちの話がしたいのだから、今の旅館事情をちょっと、あの、話くださいコロナで、はいはい。で、旅館に入った時にね、もうすでにね、布団が引いたええ 玄関に玄関<え> <laughs> に引いてねえよ。何、何時頃入ったんだよえぇ、宿題して玄関に引いてあるっぽいじゃないです玄関に引いてねえだろういやいや。3時頃。あ、チェックインしたらもう。チェックインしたあう,う本当のことを言うとね、うんあの、近くて、うん、追い出されてから行く場所がとりあえずないから、うん、もう1時頃着いちゃって、うんうん、入れるわけないだろ。うん いや、それその辺ちょっと散歩して、うん、で、2時頃でもチェックインいいですよって言われたから、入ったら、もう部屋にね、布団が敷いてある。チェックインでに、うん、入ったの。入ったのは何時なんだだから2時だよ。お前3時頃るのつもりのあったんだけど、1時に着いちゃって、1時間散歩して、うんうん で、2時間サボトに死んじゃうからね,かね、うん。死んじゃうよね、それは。暑いですよねそ。それは散歩のしすぎだと思うわ。いやいや、うん、こんな近いと思わなかったからね。らあ,うん、あ、すごい。まあまあ。そんなに早く着いちゃった。そうだよ。いろいろちょっと時間つぶして寄ったんだよ。キノコの栽培所とかね。キノコの栽培場。キノコの栽培所は今、キノコないのね。 夏だから。調べてから行けよお前。偶然見つけたの看板。え？看板見つけた。看板見つけて寄ってこうと思ったんだ。そうそうそう。喫茶店があるからね。時間もあるし、寄り道で、それでも早く着いちゃった。それでも早い。早いな。開かないね。でも二時に入れて。 おとといか、布団が引いたんだもん。いや、だって布団ので、普通の旅館は、部屋でもしご飯食べるなら、それ片付けて、そこに布団とかって言うんじゃないそうそう、まあ、チェックインの時に布団なんか引いてない、うん、普通、旅館は。ああ、そうだと思う。テーブルの上にお茶のセットとかあるんだけど。うん、テーブルの上に布団引かないよ、お前ら。 ベッドになっちゃうおかしいだろお前のツッコミは頭使ってツッコむよもうちょっとよだから布団がいきなりなんかしろっていう感じでいきなりベッドインみたいな普通は言ってねえだろ理由かどういう理由なんだだから人の接触を避けるためにその石の もう、人を、布団を敷いてあって、<う>人団を敷いてあって、ね、<laughs> 普通は、食事中にね、<laughs> うんうん、布団敷くじゃない。もう、夕飯の食べたら間に布団引い、暖炉作いて温泉に入ってる間に整ってるとかね。そうそう,そう,そうまあ、だから夜6時とか、7時、なんかね、他でマージャンでもやってる間っていうかね。それで布団、人がほとんども来ない。接触を避けてる。 それは何もう旅館も、ね、人数が少なくて、うん、バンドさんとかが少なくて花から布団引いとけとかものすごい確証あ,あるあの旅館で満室なんだって。 へえ。へ<ー>すごいんだよ。じゃあ,あ,れだ<飯>あ、この辺屋の客がちょっとめんどくさいから先に布団い引,い引いちゃえみたいな。そういう感じで。すぐに始まりそうな予感がするって言って。連泊したんだけど。<laughs> 連泊したのそうだよ。だって邪魔なんだもん。2二泊ってこと ?2 泊。2> ああ<ー>。連泊が2泊って当たり前だろ、お前。いやいやいや、わかる。だけど、<laughs> 連泊。連 何泊何泊二泊だ、二泊二泊、二泊三日で、ストーンはずっと引きっぱなし。ずっと。二泊目も。畳まないの畳まないんだよ。何特ある旅館だよ。部屋がたくさんあるってこと何が何がだから寝る部屋と。何がじゃないのないないじない。えないない。十。じゃあお前どこで飯食ってんだよ。 あちゃんとものすごいでかいテーブルがあって、そっちの窓際にあって、説明、そこでえ、あの、いろいろ。窓際はでもご飯食べるとこじゃないでしょ窓際杉の木がいっぱい見えるところね。絶対春大変だよ。うん、いやいやそ。そこでご飯食べるのそう,そうそう。それで、食事も運んでくれる。うん、あ、お部屋で食べるんだ。はいはいはい、うんはやっぱ。接触を避けて。ん接触をね、うん、避けるために、うん、 やっぱだから大広間で食べるんじゃなくて食事をそれはあれ違う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 運んですか違う違う違う運んでくるからそこは違う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  食べ放食べ放食べ放題なわけねえだろ食べ放題じゃないよ。そうなんもう旅館の朝飯の大広間の話で終わってしのは、そこは食べ放題になるときは。俺はね。この話をしたくないんで別に。この話はまあいいんだけど話としてね。何を話したいんだよ。おかなんてのはもう5メートルぐらい離れたところで挨拶してるんだよ。 おかみかどうかわかんない。おかみです。いや、来ていただいてありがとうございますって挨拶なんか。いや、どんな話がしたくなかったのこれからしたいんだよ、話を。な、何メインはだって、メインはムーミン。ムーミンムーミンって何あ、アクセントが違ってるよ。ムーミンなんていねえよ、世の中に。昨日、あ、いるいる。月刊ムーをね、愛読してる人、ムーミンって言うんですよ。 あ、そう。そこまで話広げなくていいよだから、ムーミン。ムーミンの話だよ、ムーミン。ムーミン。反応はね、ムーミンの公園があるんだ知ってるムーミンのパークがあるの。なんでテーマパークみたいなですよね。ニュースで話題になったよね。ムーミンダニのんとかね。ムーミンダニムーミンってって外国のじゃないの博来のもんですよね。博来のもんで、んで反応にあるんだよ。別荘じゃない。反応。ところがね、 日本人のがね、ムーミンが、フィンランド人より知ってるらしいよ。認知度が。えぇ、嘘。ほんと。反応に、何、あんのあるんだよ。すごいムーミン。入場料2500円とそれは何 ?5 メートル離れた旅館の女将が行ってたのか女将じゃないの。みんなにがありますよ。昨日だから、そこに行ったんだよ。ムーミンに。ムーミンに会いに。お前、旅館の話がしたいっていうか。違うんだ。ムーミンの話。ムーミン行った ムーミンは言いたけど、あれ、ムーミンのぬいぐるみ、ダメじゃないなんでですかまあまあ、ダメって言うな、そういうこと <laughs> いいん行っんけど、可愛、うん、い,いって言えよ、ちゃんと。可愛い,いんだよ、ムーミンは。可愛いどこで反応だろうと、どこだろうと。<laughs> ムーミンはねそれほど可かわいいから妖精だからね知ってたかお前昔ぬいぐるみに入ってた人間がそういう人のぬいぐるみに入ってたんだいっぱい入ってたけど何に入ってたんですか入ってるよこれねでほら丸が出てたゴレンジャーの悪役とかも悪役やってたんだ子守男とかたくさんやってやってちょっと子守男手動かすだけでもこうやってバタバタバタんでギャラがものすごいいいんだ

大人同士なんか人コトーク大竹紳士こういうロック月一レギュラーの八井一郎さんですどうもおはようございますなんでわかんないけどなんで三井ら八井殴ったの <laughs> いや本当ですよ私もさで殴った本当に何ヶ月ぶりかでこのディスタンスで人になんか触れたことないのに、うんうん、今ちょっとイラッときて思わずちょっと肩の部分殴っちゃ、うん、っていやいやほんと肩パンなんで中学生以来ですよ <laughs> 肩パンいきなりねなん,なんかバカにしたんだろう いいやいやなんかずっとおしゃべりになってたんで、へーって言っただけなんですけど。ね、人生の女が一人で生きていくって大変だねっていう、ちょっと深い話を大竹さんとしてて、<laughs> はいうん、そうしたら、安井君がおはようございますって入ってきて、はいはい、だけど、話の途中だったもんで、あおはようだ聞っ,ってね、ね、うん、大竹さんとちょっと深い話が続いてたの。そうしたらこいつが、うん うんもう分かりますよみたいな返事をお二人気づいてなかったかもしれませんけどお二人は深い話をして楠井さんは「うん」っていう直前に大あくびししてまたよいやいやいやいないいやいやいやいなんでそんなこと言うんですか何にもさ報告聞いてもないしさ分かんない話をさ「さも分かります」っていう顔を作って作って。 返事するんいやいやいやわかりますわかります。わかりますわかります余計余計払ったっついやいや殴ってくださいよ。謝る。殴ってください。それもさ。うんわかりますっていうさわかりますよっていうのをさこのクレジットを読む寸前に入れた。いそうだよな。しかもちょっと俺はそんな生活してないっていうな。んか普通だったら突っ込めるよでもクレジット入 入るギリッギリの寸前にさ、三浦さ正しい、全部正しい、三浦さん全部出しましい。でもんね、うん、ちょっと月経感って言いながらちょっと手が出ちゃった。 あんなに固くなり守ってきたディスタンスを守ってきた何ヶ月ぶりに破っただろう、ディスタンス本当に俺も人が人に触れるの、しかも、久しぶりですよね、私、何ヶ月ぶりだろう、本当に2月ぐらいから人に触れてないから、アクリル板をくぐってまで殴りたかったっていうことですからね、ぐって殴っちゃった、2、3、4、俺、殴ろうとして、アクリル板に当たったっていうのは、いやいや、それ、半年ぶりかも。 半年ぶりですか。ありがとうございます、タッチありがとうございます。いやー解禁になっちゃって、いや僕もねあの、うん、昨日、うん、あのここでもずっと言わせていただきましたけども、うん、ライブ終わりまして、うん、無事終わりまして。うんうんうん なんとか満員というか半分ですけど本田劇場でよかったです全部で6回やりましたけどもなんとかなって半分って一個飛ばしに座る本田劇場さんは下北沢にあるんですけども本田劇場っていう昔からね演劇でも有名なとこなんですけどちゃんとしててすごい2席で1人なんですけどその2席ごとにちゃんと柵がついてるんですよね。 まあ一覧方式っていうんですかね、ラーメン屋の。こここのアクリル板。アクリルつけてアクリル板ではないんですけど、木の、あ木というか、ちょっとこう段ボール的なもので、こう、黒い板をつけてて。はい。だからもう本当にあの、個で。人でこ、うん、こ人は一人ってことになる。そうそう。だからまあ個室でこう映画見てるのあるじゃないですか。はい。ああいう感じで。いいな集中できる、うん。はい。本当にディスタンスちゃんと保ってて。うん、で、まあ、うちのもう、あの、うちからもちゃんとこう、フェイスシールドも、まあ、一列目。 でちょっとこう2列目とかの、うん、まあ最初2メートルぐらい上げてるんですけど、うん、1>, 1, 1列目だけはつけましょうっていうことで一応言われてるんですけど、あのー、一応全員に配って全員つけてもらったりとかして。喋、うんうんうん、ってる途中で三浦 アクリル板動かすのやめなさい。うん、あ、ちょっと隙間が空いてると。痛、うんうん、い,い,いあ、ディスタンスって。<laughs> パンチくれた。テ <laughs> スタンスってい。<laughs> いやつ一郎が三つのやつを背中パンチくれた。いや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 、ディス構な勢いで。いやいや、ずっと、ずっとアクリル板の位置を。人が喋ってるの、ずっとアクリル板の位置を。ここ、ああでもない、こうでもない。ってもが飛ぶかな。<laughs> い,やいやいやいや、そんなことないですけど、まあ、でも、それで、なんか、ちゃんと一応、ディスタンスをしっかりやって。えーはい、で、僕らも入るときもう靴も消毒。 すごい徹底して入り口もちゃんとサーモグラフィー入れてもうできる対策は全部やって一応。 やるいやいやもう大変だからわかるけど、はい、ああそういうの見てたら俺なんかねもうまあ、お医者さんにもよるんでまあねあの精神なやり方とか3密を避けてとかねまああの言われてることもあるけどもこの間来た昨日かな昨日来たお医者さんの感染症対策のお医者さんなんかは、はい、ちゃんとした手洗いと、うん、それとマスクと、うんうん、ね えー、それで、なるべくさ、なるべく、このところに行かなければいいですよ、みたいな、それで大丈夫ですっていうようなことね、言ってたからね。まあ、いや、もう本当にうう演劇なんかね、もう、お笑いなんか致命傷だからね、それね。結局さん、みんなマスクして笑うって感じ、うんうん。マスクして、なおかつフェイスシールドも。フェイスシールドもして、うん、あの、 うちの事務所的にそれはつけてもらおうみたいなのでだからすごかったですよ最初みんな見たことのない出た瞬間の映画マスクしてフェイスシールドするとめっちゃ暑いでね一応フェイスシールドマスクしてたらいいので基本的には一列目だけフェイスシールドお願いしますっていうのは基本のラインなんでほかの後ろの方は何て言うんですかね時々ご飯屋さんとかである顎のとこでだけないかついてる。 ああいう感じでつけてくださいみたいなので、うん、まあちょっとそこまで熱くならないようにはしてたとは思うんですけど、うん、う死日か,ないか何かおとといな何かクリスマス商戦でねクリスマスのおじさんたちが。 全部あの衣装着てひげつけておじさんたちじゃなくてサンタクロースでしょサンタクロース見た見たおじさんたちかおじさんだろだってあれがもう真っ赤なマスクしてフェイスシールしてんかしてた透明マスクとかこっちが何人も並んでって遠くから見たら一人フェイスシールドもう真っ白に曇っちゃったおじさんにねだってあれひげもつけてるものすごいやっぱ曇るんですよ も最初、笑えるのかなと思ったんですけど、うん、思ったよりも声も聞こえますね、笑い声もああ一体感も結構出て、配信もやったんですけど、配信もどういう感じになるのかなと思ったんですけど、うん、配信も結構生で見ると、うん、あのライブ感を感じれたみたいで。うん なんか、やってみたら気づくことも結構多かったですね。<ー>うん、で、なんとか、まあ、あの、赤字にはならないで、できそうだってことだったんで、やってみてよかったなと思うんですけど、まあ、今日はまたちょっと違うんですけど、うんうん、そんな感じで、ま、あのー、 何ですか夏っぽいことあんまりできてない方多いなと思って。そ,ね、それで今回はれで今回は夏っぽいあの音楽をちょっと紹介しようかなと思うんですけど、うん、今日は民謡クルセイダーズっていう、えー、日本のバンドを紹介しようと思うんですけど、はいはい、このバンドはまあな,んかなかなか面白くてですね、うん、もう結構あの年齢的にも上なんですよ。その 新しいバンドなんですけどもうあのフッサのバンドで、うん、もうあのリーダーの方とかも50ぐらいだと思うんですけど、うんはいでコンセプトが面白くて日本の民謡、はい、日本の民謡を、えー、とラテンでこう解釈して。うん で、あの、ビッグバンドで演奏するっていう、すごくあの、今的な、こう、感じなんですよね。で、まあ、もう何年か前ですけど、それこそ、あの、沖縄民謡がものすごい流行った時期あったじゃないですか。ザ・ブームさんの島唄とか、で、こう、ビギンさんとか、まあ、沖縄民謡流行ったり、で、ちょ、最近だと、北海道のアイヌ民謡とかもちょっと流行ったりしてたんですけど、い、うん、よいよ本当にみんながよく聴いてた日本の民謡、普通の民謡も、 ちょっと流行ってきてて、<ー>海外とかではかなりこう、評価されてるらしいんですよね。<え>はい。で、イギー・ポップさんっていう、まあ、ものすごい、はいはい、まあ言ったらね、もう、レジェンドですよね。うん、あの、バンド、まあ、パンクバンドの、シソみたいな方も、うん、あの、この、うんうん 民謡クルセイダースの曲を選曲して、あの流したりとかしてたっていうぐらい。あ,らあの結構民謡自体が、日本の民謡自体がこう再評価されてるんですけど、本当ですか。そうなんですよ。本当に、たまに取り上げられると、すごい大げさに言う傾向あるじゃないですか。<laughs> あの <laughs> 日本って、あ、まあでもそれはあると思います。でも、そのイギーポップが紹介してたのは本当だし。うん、で、実際、この民謡クルセイダースっていうバンドが、まあこの中、コロナ。 になる前、2019年ぐらいはずっとコロンビアツアーをしたり、うん、ヨーロッパツアーをしたりして、<ー>まあ何千人規模の、昔な僕らの世代だとオルケスターデラルスさんとか。あー あったじゃないですか。はい、僕らはあんま知らないんだけど、すごい人気だっていうのを、こう、うん、逆輸入で聞くみたいな。うん、そういう感じで民謡クルセイダーズもかなり盛り上がっていたんですけど、まあコロナでね、ちょっと海外でのあれはできなくなっちゃったとは思うんですけど、そんな中、えー、あの、フレンテクンビエロさんっていう方と一緒に、うん、あの、まあ EP を、 最近出したので <EP> そこからですね「虎ョ様」っていう曲をかけたいなと思うんですけど、えー、これが日本最古の盆踊りの民謡って言われてる歌らしいんですよ。えー、青森とか岩手で歌われてるという感じで、えーえー、それをラテンといろんな混ぜてものすごいダンスミュージックになってるってすごく楽しいんで聞いてみてください。女様ですかっこいいですね。 かかっここいいですよれダンサブルだら民謡の歌もう完全に民謡の節回しで歌ってらっしゃるんですけどもともと民謡がものすごくかっこいいっつって勉強されてたらしいんですけど<ー>そのコンサートに行ってもその全然その盛り上がってくれないと、うん、こういう時に何かそのクルセイダーでこのバンドを組んでる方と会って、うん、じゃあ民謡クルセイダーですねやってみようってでラテンにこう混ぜたらものすごく盛り上がるっかっこいいもんやっぱこれを演奏すると海外でもやっぱものすごい盛り上がるらしいです、うん 民謡は今すごく楽しいってことになってきてるから、いいね。いいなと思って、夏だし、うん、かっこいいもん。 いやこういう音楽できる人になりたかったなアド, <laughs> アドリブで乗っかっていけるような才能あでもお前の好きな沖縄のね、はい、バンドなんかこういうふそうにそう,なんこういうのあるよねあと沖縄は面白いですよじい、うん、さんばあさんが立ち上がってあのスターティングしたりなんよみんな踊るかそういうのがあの欲しいよねそそしたら大竹さんが、うん してライブで踊るべきだと思います。分かった。やった。やった。た <laughs> あ、お時間来ちゃいました。スキチレギュラヤツイチラさんでした。ありがとうございました。大竹紳士講説録毎週金曜日は経済学者の金子マサルさん今日もリモートでのご出演です。先生。どうもこんにちは。はい。いやなんかびっくりしましたね。うん、そうですね。安倍さんがいきなり辞任でしたけど。うん まあでも、よくこの間の経緯を考えると、うん、辞任か代理を立てるしかないような状況であったとっいうことは確かだと思うんですよ、うん、毎日、まあ、6月18日に記者会見してから、うん、ほぼ記者会見してなかったんですけど大体そこから数えると約300人ぐらい死んでるんですよ、コロナーってんです。 コロナで亡くなってる方の人数が臨時国会開かないで、うん、それで日に2時間ぐらいしか官邸に出てこないみたいな日がほとんどだったのでやっぱりそれはやっぱり政治として政治家、まあ、リーダーなんで一応政治を地帯なく、うん、あの滞りなく動かしていくっていう意味ではちょっと一国のリーダーがそういう状態では。 ちょっとできないっていうのはしょうがないなというふうに思うんです。で、僕は、うん、まもうもうちょっとこれから誰がなるのかとかいうことで、うん、政局報道ばっかりが多分これから毎、うん、今日の夜くらいからずっと石破さんがどう動いたとか、うん、岸田さんがどう動いたとか、うん、菅さんがどうだとかってそういう話ばっかりになっちゃうと思うんですね。うんうん、なのでちょっと冷静にあの考えなきゃいけないのは、はい、一体 安倍さんがなんでそういう健康が悪くなったのかっていうふうに考えると、うんはい、やっぱりコロナ対策の失敗だったと思うんですよ、うん、何やってもうまくいかないみたいな状態の中で職務を続けてきたと、うん、まあクルーズ船の失敗から始まって安倍のマスクやら自持続化給付金のねピンハネからそれで自粛を解いたら GoTo トラベルでどんどんあの全国の。 あの感染が全国に拡散しちゃったとかね、そういう事態の中で、うん、今日また中途半端に何かをしゃべると思うんです、いろいろな報道で言うと、ワクチンが、うん、あの来年前半に出てきて配るんだと、うんうん、副作用が起きたら、とにかく国が保証するくらいにしてやると、企業、うん、はなくてということですよね、そういうことを言ってるんだけど、うん、これっても明らかに東京オリンピック年頭にして、うん ワクチンって全てが解決するみたいななんかそういうもう枠組みじゃないですかはっきり言えばですねなんか太平洋戦争中の神風に当たるのがワクチンみたいなそういう言い方でワクチンはもういろんな意見をもちろんあるんだし努力している方もたくさんいることはわかるんだけどやっぱり専門家のななんんかいろんなきあのいろんなレベルで ワクチンがいかに難しいかみたいな話がたくさん出ていて、はいうん、少なくともしっかり治験を積んでやっていくにはあの、まあ、最低でも2年かかるんじゃないかというようなことが言われているわけですからそんな無理に東京オリンピックのためにばらまくっていうことの無茶っていうことを言う必要はないんだと思うんですよで安倍さんは何も、まあ、こういうとちょっとあれなんですけど長かったけど何一つレガシーがなかったわけですよ。 そそれこそあのデフレ脱却から始まったけどデフレ脱却も結局目標2年で2%達成しないまま目標なくなっちゃったわけですからねだからそういうことを言えば何もなかったんでもう一つオリンピックとあるいは憲法改正をやりたいとかいうようなことは希望としてあるのはわかるんだけどもう関係ないんだからそういう何て言うんですかワクチン幻想みたいなことに頼らないような。 あのこととをやってほしいとそれからまあこれもそれに関連してるのかどうなのかわからないですけどあの感染症の第2種を外そうと第5種っていうのは、まあ、インフルエンザ並みに落としちゃおうというような動きが分科会等で行われてるんですけど本当にそれででいいんですか、うん、まあ確かにあの第1種は、うん、1> あのコレラとかねエボラであるけど 2>、うん、第2種であるからとりあえず。 検査もやらなきゃいけないし、うん、まあ専用の病床も確保しなきゃいけないし、うん、ホテルも確保しなきゃいけないし、うん、入院も強制しなきゃいけないしっていうようなことが結構きちんと法律的な枠組みでできてるわけじゃないですか。その部分も全部すっ飛ばしちゃうと100年前の本当にスペイン風邪と同じようなレベルに戻って、うん、まあちょっと申し訳ないけど専門家会議っていうのはずっと失敗し続けてるわけで、うん、そういう意味で言えば、 何でしょうねインフルエンザ並みのような扱いっていうのはもうやめてしっかりこの安倍さんがやめた時新しい人が誰がやるのかわからないけどこのウイルスのしつこさっていうのを見ると第2波がまあいつ終わっていくか分かりませんけどまた第3波も来るだろうし急にこう感染が増えて急に減っていくんだけど。 その間になんとなく隠れ感染みたいなのがずっとこう、クを続いてて、で、家庭内感染が広がって、で、ある時経済活動を再開すると、またバッと広がるっていう、なんか世界的に出たり、なんていうか、引っ込んだりっていうの、どの地域でも起きてるわけじゃないですか。今またスペインがばーっと来たり、フランスもそれに連れてきたりとかいうようなことが起きてるわけですよね。 やっぱり撲滅していくというか 2> あの第2類から例えば第5類へ、その判断をこう、ステージを下ろすというような判断に、<っ>あの国民が一切関われないっていうのは、すすすごく不安ででよよねねそう国会での議論もないですし、そ,<う>その分科会の意見を踏まえた政権の判断だけで、これ、例えば。 その今、入院勧告とかもできるようになってますし公費でその入院費用も負担できるようになっているのがもし普通の季節性のインフルエンザだけであの同じようなものにするとなると国民生活にすごく大きな影響を与えるわけじゃないですか。そう思いますよ入入院勧告も入院もももしても費用の負担もね 結局、自腹になってきちゃったり、うん、ある PCR の検査もね、強制力が全くなくなっちゃったりとかいう形になって、本当にいいのかと、で悪いけど、専門家っていう名前のものがいろいろ議論になるのは、ことごとくうまくいってないからなんですよ今日のこのあと5時からの、まあ、おやめになるそうですけれども、それ以外のこの PCR とか、この体制についてこう、えー、なんていうの ちゃんとこの後もちゃんとやってほしいっていうことを言ってほしいですよね。そう,うよそうじゃそうじゃないとなんかこの後ワクチンができてもなんか製薬会社がそのワクチンにせ。 あの責任を負わないとかって話になってるから副作用多いんですよ、ADE って言って、うんあのー、抗体依存性の、ね、暴走みたいな、あのーうん、のができあって、薬の副作用も多いし、病気の後遺症もあるしね、両方ですよね。ワクチンがかえって悪い結果をもたらすこともありうるので、うんうん、大変な。 あの問題だと思いだ,、ね、だから臨時国会をしっかり次の代理になるのか総裁を選び直すのか分かりませんけど、うんうん、きちんと臨時国会でこのコロナを封じ込めるために、ね、僕は無症状者の検査というのはやっぱり大事なんじゃないかというのはこの間見て分かったと思うんですよ。うんうん、結局研究自自体やったけけどその間にステイホームととか自粛だけだと あの隠れ感染みたいなのがどーっとこう、うんえー、忍び込んでいて、うんでえー、経済活動を再開した途端にばーっとまた感染が拡大したっていう、うん、これは教訓なんで、やっぱりそれを二度と間違いを犯さないような形でやってほしいと、うんうん、そのメッセージをね、しっかりおっしゃってほしいなと思いますよね。そうそうでもう一つ重要なことが残ってるのは、うんうん やっぱ経済政策なんですよ、僕も思うんですけど、はい、アベノミックスっていうので、みんなこうゆで返るみたいな状態になってるけど、うん、結局、デフレ脱却は。 達成できなかったし、から、産業の衰退がひどかったですね、やっぱエネルギーとか半導体とか、クラウドコンピューティング、5G ね、あるいはディスプレイリチウム電池、デジタル通信機器、バイオ医薬、あらゆる競争力、あの産業の競争力が落ちていって、それで貿易赤字が、まあ、恒常化しちゃった、定着化しちゃったっていう状態ですよね。 日銀の政策で532兆円も国債買っちゃってどうすんだろう、売るに売れないじゃないですか、国債だけじゃなくて、ETF、株ですけど、上場投資信託ですね、上場投資も33兆8千億でしょ、これも売れないじゃないですか、リートは今、不動産の投資ですけど、これは損失がどんどん出てるんですよ、今、どんどん値段が下がってるので、そう減損処理をせざるを得なくなってると。 でどう見ても、この景気が悪くなれば、財政再建も不可能なんですね、うん、これ見てると、みんな思ってるよりひどい、2029年にあのなんか、うんえー、基礎的財政収支がね、均衡するっていうようなシミュレーションを出してるんですけど、うんうん、でたらめですから、2020年にマイナス4.1、こんなんじゃ済まないと思うんだけど、次に2021年が。 2022年が4.3%のプラス成長になるっていう、うん、V 字型回復してそれでようやく2029年にプライマリーバランスがようやく達成できるってそんなもん絶対不可能じゃないですか幻想幻想ですよねだから都もあれですよね都ももう使うお金がなくなって都の都債を出すとかって噂もなも何か言ってるけど、うんうね、もうそういうのどんどん。 そうなっっってちゃたら借金だらけになるよよねそうですだって、あの小池さんも予備費の9500億円でお金ばらまいて、それで都知事選で勝っていったんだから、で、検査しなかったんだ、また15万円とか額をちびりちびりやりながら、お金ばらまくことしかしてなくて、検査を徹底するっていうのは、むしろなんか世田谷区とかね、あの基礎自治体とか、地方の方から、あの まあ自己防衛でどんどん始めるっていうようなことが起きてるんで、それをどうやってこうみんなでこう支えていくのかみたいなね、そういうような枠組みを作っていかないと、とにかく自粛したり経済活動が自由にできないんじゃ、景気はどうもなんないですよどん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 対面商売がダメになっちゃうし、もうやっていけなくなれば、みんな早く。 店を畳みみましょうみたいな話しかならなならいのでなんとかとにかくコロナ対策をこうやりながらそれから破綻しちゃってるアベノミックスみたいなのを立て,かし立て直していくためにね僕はエネルギー転換で地域分散ネットワーク型の分散革命みたいな、まあ、緑の復興みたいなねそういう戦略でとにかくあの経済を立て直していくようなそういう議論をしっかりしないと安倍さんがやめてみて よく気がついて、目を覚めしてみれば、どうしようもないような状態になってるっていうことに気がつくはずなんで、そこのところをもう一回、一生懸命議論しないと、ただ人事がどうなるとか、誰が次になるとかいう政局ばっかりの報道だけじゃなくてね、何が問題なのかをきちんと報道してほしいし、議論してほしいなというふうに思ってます。これ、うん、安倍さんが、まあ お辞めになったとしても、口罪いろいろあると思うんですけれども、財のところにあえて目を向けてみると、今まで積み重ねてきたそのよろしくない部分がリセットされるわけで一切ないので、うんでね、これをどうするかっていうのを、そのまあ、政局絡みになってはしまうかもしれませんけれども、次の総理大臣が選ばれる過程で、本当にみんなで一生懸命考えないと、日本の課題が消えてなくなるわけじゃないですもんねそうそう逆に言えばあれだよね。 次、に総理大臣やりたがる人いるかみたいない大変な課題が山のようにあるわけですね、五島<や>をちいけないわけだからね、五、ね、井さんはすごいですよ、結局みんながきちんと議論して、批判するような状況がなかったので、んどんどん暴走しているようには僕は思えるんですね、んなんとかしてほしいなというふうに思いますね、もう一回国会を再開して、立て直してほしいなというふうに思ってます。はい ありがとうございました。大竹新士向有録。来週月曜日は経済アナリストの森永拓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。